続いてはワールドリポート今朝は中国の話題です、まあ、アニメといえばですね日本のお家芸という印象もありますけれども今中国のアニメが急成長しているというんですねその現状について国際部の中村元太記者に聞きます中村さんおはようございますおはようございます中国のアニメが急成長ということですけれどもどのくらいの勢いなんですか 中国でも日本アニメは人気ですが最近は中国独自のアニメ作品でも多くのヒット作品があり市場が急拡大しているんです中国の調査会社の調べでは中国のアニメ産業の市場規模は一昨年日本円で3兆円を超えてわずか5年で2倍近くに拡大していますすでに日本のアニメ産業の市場規模を超えたとも言われているんですあそんなに勢いがあるんですねこれ あの何かきっかけはあったんでしょうかはいきっかけの一つにインターネットの大手動画サイトが急速に普及したことが挙げられます中国でアニメというとかつては国営テレビで放送する国の審査を通った子供向けの作品が主流でした一方ネット配信は今は当局の審査対象となっていますが当初は規制が緩かったため日本のアニメをはじめ様々な作品が楽しまれるようになったんです 大手動画サイトがアニメの制作会社と連携して、独自の作品を作る動きも盛んになり、中国のアニメ産業の勢いにつながったといえます。さらに、今では日本で公開される中国のアニメ映画も出てきているんです。おえどんな作品が上映されているんですかはい、例えば、ロシャオヘイ戦記という、一昨年に日本で公開が始まった映画があります。人間に住む場所を追われた黒猫が人間と戦うのか、 それとも共存するのかという争いに巻き込まれていくストーリーですもともとは小さな映画館で上映していたのですが日本のアニメファンや業界関係者に好評で上映の規模を徐々に拡大して公開から2年半が経った今も上映が続くロングランとなっています私も見たのですが優しい絵柄に見事なアクションシーンなど魅力的な作品で正直驚きました。 これ外国でも高い評価を得るほどのこの中国アニメが出てきたこれ背景にはどんな理由があるんでしょうか。はい、あの中国政府は税の優遇措置など国を挙げてアニメ産業を支援しています。また人材面では日本に留学してアニメ制作のノウハウを学ぶ人も多くいます。都内のアニメの専門学校では新型コロナウイルスの感染拡大前は中国からの留学生が年々増加していたといいます。 さらに高い技術力を持った日本人のアニメーターを高待遇で囲い込もうという動きもあります。中国の大手アニメ制作会社は、3年前に東京町田市にスタジオを設け、正社員として日本人のアニメーターを雇用しています。初任給は業界の平均よりも高く設定し、フレックス勤務で休日を取りやすくするなどの待遇を提示することで、優秀なアニメーターを採用するのが狙いです。このスタジオによりますと、 応募や問い合わせは予想以上に来ているということでこうした状況も中国アニメの質の向上に貢献していると言えます日本のアニメは国もクールジャパンを掲げて国際的な発信を強化しているお家芸ですがその地位を保ち続けるためには今後は中国とも競い合っていくことになりそうです国際部の中村玄太記者に聞きました続いてはマイビズ田中キャスターです マイビズ木曜日はキャリアとライフスタイル今朝は女優で作家歌手の中江由里さんにおすすめの本をご紹介していただきますで今日ご紹介していただく本は「福岡新一著瞑想生活の方法」です「まあ、迷って走る」と書く瞑想ですね著者の福岡新一さんは生物学者です でこのの本はその福岡さんのエッセイ、エッセイをまとめたもので、まあ、生物学者ならではの視点でコロナ禍での生活やストレスとの向き合い方そして少子化の訳など多岐にわたって書かれているエッセイ集です中江さんおはようございますおはようございます中江さん今回この「瞑想生活の方法」を選ばれましたなぜこの本を選んだんでしょうか えーまあ、今人生100年時代というふうに言われますけれども私はまあその100年に半分にも満たないんですけれどもいろんなこう変化が 最近多くてやっぱりコロナで特にね生活が変化したっていうのがあ,のあるんですけれども、まあ、その中でねこうまあ仕事をどういうふうにしていくのかとかまあ私生活どんなふうに過ごしていくかっていうことまあそんなことも見直しているでそんな中で、まあ、この本にあの出会ったんですけど福岡さんはまあ生物学者として非常にこうあの分かりやすくあのご自身の分野についてそして一般的なことについて解いてくださってるんですけれどもあのこの瞑想っていう ねねキーワーワドです、ねはい、あの迷ったり走っていくっていうその瞑想するっていうその定められた道ではなくてその時その時に応じて道を選ぶっていうことの意味、まあ、瞑想という、まあ、生活生き方そして福岡さんのコロナ禍における見解というのを、まあ、知りたかったというのがこの本を選んだ理由です。うん これ私もあの読んでみたんですけれども、まあ、いい意味でこう緩いところのある非常に読みやすいエッセイ集ですよね。タイトルの今中井さんがし上げました「瞑想生活」これ、はい、やっぱり面白いですねここの辺りに着目されるところがそうですね<っ>まあ普通瞑想ってあんまりいい方に使われない言葉だと思うんですけれどもここで言う「瞑想生活」っていうのはもうこの瞑想神経を活性化して 些細なことにとらわれずに、おおらかに長生きする生活のことを指しているんですね。はい、で、その瞑想神経っていうのを初めて聞きましたけども、<laughs> あのこうあまりにもこういろんな臓器をくねくね分布しているので瞑想神経と呼ばれているそうなんです。で、この瞑想神経というのは副交感神経に属していて、この瞑想神経などをこう副交感神経が優位になる。うん、こう心臓と呼吸がこう安静化したり。 胃や腸の動きがスムーズになるそして免疫系も活性化される、まあ、これすべてその健康を保ってそして体をリラックスさせてくれる方向に導いてくれるんですね、うん、だからまあその瞑想神経つまりこの副交感神経が優位になることを心がけて、まあ、瞑想生活していきましょうっていうような呼びかけにもなっています。うん まあもちろんこの本の中で瞑想生活について賞立てもされてるんですけれども、はい、むしろ本全体を通してう福岡さんのこう瞑想生活的な日常や気づいたことが書かれている感じでですすよねね <laughs> そうですね私自身はあのエッセイを書くことがありますけれども、えー、例えばこう何かテーマを、ね、一つ作ったとしてもそのテーマに向かって直球で書くってことってあんまりないんですよ。あ つまりこういろんなところにこう回り道しながら最終的にそのテーマにたどり着いていく、これも一つの瞑想のあり方だと思うんですけども、福岡さんのエッセイを読んでても、その入り口からそこの出口に出てくるなんてちょっと思えないようなね、そういう瞑想が楽しいんですよね、読んでいて。うん あのまあ、日常の本当にさりげないことにしたとして、はい、でもあの、まあ、分子生物学者ですから、ね、はい、その科学者としての視点もこう入っていく、はい、そのあたりが非常にこう考えさせられるっていうか、新しいことを知ることも多いですよねそうですねあの、何か情報を得るっていうよりも、こう読んでいて、うん、あそれ知らなかったけど、すごく知りたかったっていう発見も多いです。うん そうですよね、特に中江さんが気になっている項目ありますか、エッセー、たくさんここに載ってるんですがそうですねあの、少子化について書かれたエッセー、少子化の真の理由っていうのがありまして、はい、あの私たち、の普段なんですかね、ロゴスっていうふうに福岡さんはおっしゃってるんですけどもね、うん、その脳が作り出したフィクションのこと、つまりその論理とか言葉とか、うん、手でつかめないようなものって言ったらいいんですかね、うん、そのゲームもそうなんですけど。 そのコロナ禍です。ごくリモートが拡大して、うん、まあ対面でしなくてもこう人と会話できるとかまあ、そういうことも含めてまあロゴスっていうものがあるわけですね。うん、で、それがまあ人間が生み出した技術アイデアって素晴らしいものなんですけども、生身の関わりとか。まあ実際の体験とかそういうものがどんどん失われていっていると。うん、でもそういうものがなくても。 あの人間って、絵とか写真とか、映像とか文章である程度満足できてしまって、うん、まつまりまあはっきり言うとその少子化っていうのは、結局、性と生殖っていうものを、まあ、これは直接的な交わりなわけですけど、そういうものがなくても大丈夫になってしまっている、これは他の動物にはなくて、人間だからこそあるっていうね、これはね、非常になんか私ね、あの納得させられましたね。うん <laughs> ロースがあることでいろんなことをこ、はい、コントロールできてしまうっていう逆に言えば性とか生殖まで含めて、うんえー、動物的じゃなくなってって変ですけれどもまあそうですね、うん、なんとかまあそれはな人間がすごく発達したというか進化していることでもあるのかもしれないけども、うん、動物的な部分とか本能的な部分はまあ少し退化するのかもしれませんよね、うん これいいとか悪いじゃなくて、非常にこう生物学的に、うん、あの分析されてるというか、読みやすく形分析されてますよね、うんうん、だから、よく、ね、少子化の理由って、多岐に渡りりぎて、うん、本当、どれがどれかってわからないんですけど、これはまあ確かに一つあるだろうなっていうふうに思いました、うん、これ、どうですか、中井さん、このたくさんのエッセイが載ってますけれども、この本から全体として、どのようなことを読み取りましたか。はい そうですねあのやっぱり私たちなんかこう,こうだと思い込んでることが多すぎるのかなっていうふうに思ったんです。うんはい、それはすり込まれてしまってる無意識のうちに思い込んでいるってことも多くて、うんまあ、それがやっぱこのコロナによって、まあ、一変した部分もあると思うんですけどもね科学技術の進化っていうのは日進月歩でいつまでもこう思い込みとかにとらわれていると自分自身がすごくその。 らわれれててしまって自由になれないで。この福岡さんの本を読んでいて本当に擦り込まれてるなっていう自分のことを実感するところもありますしあの例えば年齢とか世の中で言われてることとか、まあ、そういうこともまあ一つの擦り込みの一種かもしれませんでそういうものからとらわれないでいければその自分を諦めないでいられるし新しい発想も生まれてくる。 まあ、コロナっていうのは、まあ、大きな変動ではあるんですけども変わるチャンスとして生き方とか働き方を変える機会になるのかなというふうにもあの捉えることができました。う 確かにその、まあ、コロナで、まあ、経済を見てみても先行きがこう見えなくて、うん、まあストレスに感じてしまうかもしれませんけれども、まあ、瞑想神経といいますか瞑想神経的に乗り切ると思えばち、はい、<laughs> ちょっと気持ちが楽になりそそううでですすかねそうですねあの迷うことを悪いこととして捉えないで、うん、まあ新しい道へ行くチャンスだというふうに捉えるということかもしれませんね。 中江さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました今朝のバイビズは女優で作家歌手の中江由里さんに福岡新一著瞑想生活の方法についてお聞きしました 大越健介さん、別スタジオにいます。おはようございます。おはようございます。二週間ぶりですね。そうですね。あの、実は二週間前ですね。私、あの、男子プロゴルフの松山英樹選手を支えたキャディー。のことを紹介したんですが。はい。そのお名前、早藤さんとおっしゃるんですが。うん。私、あの、誤って、早藤さんと何回かお呼びしてしまいました。えー、お詫びをして訂正をいたします。でも、まあの、早藤さんの存在があって、松山選手の活躍につながったんですね。はい、はい。そうなんですね。さて、今日は。 政治の季節到来というテーマをもらってます。あの到来の横にクエスチョンマークがついてますね。はい、あのー、ご存知の通り、25日の日曜日。 菅政権になって初めての国政選挙が行われましたけれども、与党自民党参戦全敗という結果になって、まあ、厳しい結果を突きつけられました。で、この選挙結果が持つ意味について今日は考えたいんですが、まあ、その前に押さえておきたい日程があります。はい、衆議院についてです。衆議院議員は今年10月に4年の任期満了を迎えます。まあ、これが意味するのは、10月に任期満了となれば当然衆議院選挙が行われますし、うん、まあその前でも総理大臣が衆議院の解散を決断すれば、やはり衆議院 員選挙は行われるつまり今年10月までの半年以内にはいつ選衆議院選挙は行われてもおかしくない状況にあるということなんですね、まあ、そうした中で前哨戦のような位置づけとなったのが25日日曜日の選挙だったわけです衆議院選挙が間違いなく近づく中での与党全敗ということですから。はい なかった調査はつくでしょう。あの政治の季節到来っていうのは、そういう意味です、ね。そうですね。まあ、政局と言っていいかもしれません。えー、まあ、自民党の議員の中には。 この選挙結果を受けて果たして自分たちの衆議院選挙を戦えるのかという不安心理が働いているのは事実ですし、はい、野党側は手応えを感じている人も増えていますで、まあ、こうした場合ですねこの政治の流れが変わる政局が流動的になっていくということは、まあ、過去にもいくつもの例があります、うん、まさに政治の季節到来で永田町がざわつき出すというのは珍しくないんですねしかしその自民党議員の何人かに話を聞いたんですがこれ意外と落ち着いていました うん、の25日の選挙はまあ特殊事情を抱えていたからねという話だったんですねで今日のお題政治の季節到来クエスチョンマークとこうつけてまあ紙でお渡ししたのはですね、はい、それほどのまあざわずきを感じさせないという意味を込めてのことでしたその特殊事情というのは はい、この3つの選挙を振り返ってみたいと思います衆議院北海道に行くと参議院長野選挙区の補欠選挙そして、えー、参議院広島選挙区の再選挙でした、うん、まず北から衆議院北海道に行くの補欠選挙なんですが、はい、自民党を離党した吉川元農林水産大臣が収賄罪で在宅起訴されて議員辞職したことに伴うもので、まあ、自民党候補者の擁立もできなかったんですね、はいまあ、いわば不先輩の形です そして、参議院広島選挙区、ちょっと飛びますが、この広島選挙区の再選挙は、あ前回選挙で自民党公認で当選しながら、買収の罪が確定した河井安里氏の当選無効に伴うものです。自民党公認候補を立てましたが、野党統一候補に敗北をしました。で、この二つはいずれもですね、政治と金をめぐる事件が大きな影を落とした選挙でした。つまり、 ちょっと乱暴な言い方ですが、自民党には負けるだけの十分な理由があったと言えます。うん、そしてあのもう一つ、参議院長野選挙区。 こちらはですね立憲民主党の参議院幹事長を務めて新型コロナに感染して亡くなった幡雄一郎氏の弔い選挙でした弟の次郎氏が候補しました、はい、あの弔い選挙っていうのはこの伝統的に票を集めやすい傾向にありますし、まあ、お父さんの旗務元総理大臣以来の強い地盤がこの長野にはあるということで、まあ、立憲民主党にとっては順当な勝利一方自民党にとってはこれもまた敗北に十分な理由のある選挙ではあったんですね、はい 特殊な事情といいうううのはそういうこ,とのことですね,そうですねあの負けに不思議の負けなしというのをあの野村克也さん亡くなった野村さんおっしゃっていました、はいまあ、今回もそういうことなんだと思います、まあ、自民党にとってやはり負けはあ当然ショックでしょうけれどもある意味こう残念な方向での想定の範囲内だったということは言えると思います。うん、ただし、うん そこにとどまっていると、肝心なことを見逃す可能性があると思うんです。肝心なことを見逃す。はい。どういうことでしょうか。あの、先ほど、自民党が全敗した三つの選挙の特徴を申し上げましたけれども。<got> 政治と金の問題への批判を始めて、非常にわかりやすい構図になっているために。はい、まあ、それだけで、野党の勝利、自民党の敗北という理由が理解できるような気がしますよね。しかし、ここをやはり深読みしていきますと、それだけではないということが分かっ。 できます、はい、中でも大きな要因がやはり新型コロナウイルスなんですね選挙でもやはりコロナが影を落としたということです与、はい、野党激突となりました参議院広島選挙区で行った NHK の出口調査を分析をしてみました。 で河合安里氏の買収事件を受けて行われた選挙出口調査で投票で何を重視をしたかと聞くと、まあ、非常に興味深い結果となりました政治と金の問題と答えた人23%と多かったんですね、うん、そしてコロナ対応もやはり23%、うん、この2つの項目が並んでトップだったんです、うん、有権者の意識は政治,のか政治と金の問題だけではなくやはりコロナにも向いていたということがわかりますで 一方、ですね、えー、この出口調査で政府のコロナ対応を評価するかどうかということを聞いたところ評価しないと答えた人は53%と半数を超えていました<ー>でその評価しないと答えた人のうち 63%, 63はですね、うん、野党候補に投票したというふうに答えていましたこの中には自民党支持層も含まれています。まあ、つまりコロナ対応への不満は 与党である自民党に向けられがちだったということがこのデータからわかります広島の保守地盤が非常に強いところで自民党市場が多いと言われるところですがまあ、そこで自民党候補が敗れたのは政治と金の問題という特殊事情もさることながら、うん、コロナをめぐる問題が大きく物を言ったというわけなんですね新型コロナウイルス秋までに行われる衆議院選挙の争点という面でもやはり主役ということに なるんでしょうかなる可能性が高いですよね、宮口さん、考えてみればです、ね、で、はい、これ、国民がのしく等しく命のリスクに直面をしながら迎える衆議院選挙っていうのは、これまであったかなっていうふうに振り返ってみますと、あの衆議あの戦後こう、そうないと思うんですよ、少なくとも私、あの政治取材にずっと30年ぐらいただ携わってきてますけれども。ええ 初めてだと私の経験では初めてだというふうに断言をできます、うん、でやはりその国民の願いというのは一日も早い感染の収束であって経済活動の再建ですよね、まあ、そこに真摯に取り組まない政党は国民にそっぽを向かれることは多分間違いないと思いますいや私の政党に限ってそんなことはありませんよと主な政党幹部はきっとおっしゃると思いますし、うん、私もそうだと思いますですが問われるのは本気度姿勢だと思うんですよね 今回は命のリスクを感じながらの選挙であることを考えると、いわゆるこの与野党の駆け引き、ですよね永田町のパワーゲーム、そこに終始をしているような印象を与えると、まあ、それだけで、まあ、それはいくら政治につきものだとは言っても、うん、有権者の側からは非常に冷ややかな視線で見られる可能性が高いというふうに私は思います。与野党の駆け引きって言うとう 例えばのの衆議院の解散総選挙の時期などでしょうそうですね先ほど申し上げましたように衆議院の4年の任期が満了となるのが10月ですつまりそれまでの間にはいつ解散・総選挙があってもおかしくありません、えー、任期満了まだ進めたとしてもその10月を超えた一定、えー、の段階ですぐ選挙は行われますで菅政権としてはですね、まあ、その中での最適なタイミングというのを当然探ることになりますよねでその 間のいろんな日程を見てみますと、7月初めには東京都議会議員選挙がある。 四月下旬からはいろいろ議論あるにせよ東京オリンピックが開催される予定になっています、まあ、そういうさまざまなこの日程的な制約の中でこの政府・与党としてはベストのタイミングで解散を打ちたいところですよね、まあ、そのためには野党側をけん制してみたりあえて挑発的な発言をして世論,世論の反応を見る、まあ、いわゆる観測機器を上げるというような言い方をしますけれどもそういうような言動もあるかもしれませんただですねまあ 私はそういうことは政治の世界では当然ある,うああるものだというふうには思いますが今回ばかりはこうした駆け引きばかりに終始しているように映ってしまうとコロナ禍に我慢を我慢を重ねている国民の側からどう映るかと思うとこれ答えは明らかですよね。あの25日のの選選挙、挙それぞれぞ特殊性がが、あったたとお伝えしましま次に来る衆議院の総選挙は、 あ影の主役だった25日は影の主役だったコロナ問題がいよいよ本当の主役となって立ちはだかる選挙なのだということをしっかりと各政党を覚悟して有権者と向き合ってほしいというふうに思います大越健介キャスターでしたアフガニスタンに駐留するアメリカ軍が今年9月11日までの完全撤退に向けて来月1日以降撤退を始めます 和平の見通しが立たない中での撤退は治安のさらなる悪化を招きかねないと懸念する声も上がっています新村新解説員に聞きます9月11日と言いますとアメリカで同時多発テロ事件が起きた日ですねそうですね2001年の9月11日にアメリカ国内で4機の旅客機がハイジャックされてうち2機がニューヨークの世界貿易センター また一機がペンタゴンの国防総省ビルに激突しましたそして残りの一機がペンシルベニア州で墜落して、えー、合わせて日本人24人を含む2977人が犠牲になりました、はい、まあこれを機にアメリカのテロとの戦いが始まったわけなんですが、まあ、アメリカ軍の今回の撤退これは去年2月にトランプ前政権と反政府勢力のタリバンとの間で14か月以内つまり今月末までに撤退を完了することで合意したと。 ただ、撤退の条件の一つだったアフガニスタン政府とタリバンの和平交渉が進まず戦闘やテロが収まっていないことからバイデン大統領が今月14日に、えー、撤退の期限を先送りすることを決めたというわけなんですね。うん その撤退期限がちょうど20年を迎える日になるというのはこれ大きな意味が込められているんですねそうですね、まあ、ちょうど20年を迎える9月11日としましたのは、アメリカ史上最も長い戦争、このアフガニスタンの泥沼から抜け出ることをアメリカ国民にアピールするという、まあ、象徴的な意味合いがあるように思います。はい、アメリカ国内では兵士のの犠牲がが増えるににつれてて気分が高まっていただけにこのからちょうど20年を このターゲットとしたことをま歓迎する人もいます。ただ一方で共和党などからは混乱が続く中で今撤退すればアフガニスタンが再び内戦状態に陥りかねないとこうしてま撤退は重大な過ちでありアメリカのリーダーシップの放棄だと批判する声も上がっているんです。はい、この撤退期限まあ、先送りになるわけですがなったわけですがアフガニスタン側はどう見てるんでしょうか。はい。あのガニ大統領はアメリカの決断を尊重すると。 してはいるんですけれどもこれまでアメリカ軍が撤退すれば政府軍は半年を持たないとして中流の継続を求めていただけに撤退後への不安は隠せません、はい、またタリバンは撤退期限を延期したのはこれは合意を破るものだということで強く反発しているんですねうん、うん、そしてアルカイダがアメリカへの勝利の日と位置づけているこの9月11日を撤退期限としたことはむしろ アメリカの敗退を印象づけてテロ組織を勢いづかせることになるのではないかとそういった懸念もあるんです現在、アメリカ軍の兵士はどのくらい駐留してるんですか、はい、まずあの去年2月の合意の時はですねおよそ1万2000人ほどいたんですけれども合意を受けて一部が撤退していまして現在は2500人が駐留しています。まあ、その人たちが来月1日以降撤退すするわけですけでれども これ以外にアフガニスタンには NATO ・北大西洋条約機構の部隊およそ1万人が駐留しているんですねで、えー、アメリカの発表に合わせて9月11日までの撤退を目指していまして、えー、現地報道によりますと、一部の国はすでに撤退を始めたということです、うん、そのアメリカ軍などが撤退した後ですねアフガニスタンの治安というのは保たれるんでしょうか。うん、その点が最も懸念されています、ええ 国連アフ,ガン支援アフガニスタン支援団の発表によりますと、去年1年間に戦闘やテロに巻き込まれて死亡した一般市民3035人でして、7年続けて3000人を超えたんですね、はいで。アメリカ軍など外国の部隊が撤退後、アフガニスタン政府とタリバンの戦闘がさらに激しくなる恐れもあります。また、えー、力の… 真空,まあ、真空状態となったアフガニスタンに、アルカイダや IS ・ええ、イスラミックステートなどのテロ組織が付け込んで、勢力を拡大する可能性もあるだけに、治安の悪化が懸念されます、うん、そのように治安の悪化が懸念されながら、それでも撤退する、これはなぜですかあの最大の理由といいますか、背景なんですけれども、やはり中国との戦いに力を注ぐためなんですね、ええ、まあこれ以上、アフガニスタンに関わっていられないという事情です。ええ アフガニスタンにアメリカが投じた戦費およそ2兆ドル218兆円に上るとも言われていましてこの間2000人以上の兵士を失いました莫大な経費と兵士の命を犠牲にしてまでアフガニスタンに駐留するメリットがないとバイデン政権が判断したのではないでしょうか、うん アメリカの事情はそうであるとしてアフガニスタンのですね、和平には何が必要なんでしょうか、うん、そうですね、あのーまあ。アフガニスタンといいますと多民族国家で中央政府の支配が地方にまで及ばない、えー、まさに軍友割挙の状態なんですね、うん、さらにイラン、パキスタン、インド中国それに中央アジアなどの国々に囲まれていまして地政学的に非常に重要な場所なんですね。でまあ、これまでも大国の、 思惑に翻弄されてきたんですけれども、えー、そうした国を一つにまとめるのは至難の技です、うん、で現在アフガニスタン政府が支配する地域は国の半分ほどに過ぎませんで、えー、今後タリバンが急速に支配地域を拡大する可能性もあります まあそうなってきますと何が必要かというとまたタリバンが復権してしまいますとこの再び人権が抑圧されるのではないかと懸念する声も聞かれるんですねそれだけに今必要なことはタリバンが力で権力を奪うことのないように対話を通じて停戦を実現させることが最も重要です、はい、このためアメリカ政府はタリバンも参加する暫定的な政権をまず発足させて新しい憲法の下で選挙を行って正式な政権を 政権をを発足させたたらどうかといいっ提提案案しているんですいその提案ですすそのがアフガニスタン政府は受けるんでしょうか、まあ、水と油の関係にある利用者が権力を共有するというのは非常に難しいですよね。えー、ガニ大統領はタリバンを政権に参加させれば権力を掌握されてしまいかねないということで、うん、アメリカの提案を拒否しています。まあ、代わりに3段階の 和平を主張していましてまず戦闘を停止して国際監視団が監視する次に大統領選挙を経て新しい政権を発足させるそして最後に憲法の枠組みを作るとそういった提案なんですね。はい でまあ、20年前、アメリカとその支援を受ける北部同盟があ首都カブルに突入する瞬間、私たち、まあ、各国メディアはあタリバンの砲撃が続く中、取材をしていたんですけれども、えー、アメリカがそのタリバンと再び交渉して、政権に参加させようとしている、まあ、これには抵抗を感じる人、少なくないと思います。うんそうなるとますますす将来が 見えないんですけれどもアフガニスタンの和平のために国際社会は何が求められるんでしょうか何よりも重要なのはアフガニスタンを二度とテロの温床にさせないことですね、はい、そのためにも国際社会がアフガニスタンを見捨てず関与し続けるという強い姿勢を示すことが重要だと思います。うん、ま具体的にはまずアフガニスタン政府とタリバンの停戦を実現させて治安を回復させることです。 それにはアメリカの責任は今後も重大だと思います。撤退後も対話を通じた平和的解決を粘り強く働きかけていく責務があります。そして停戦の実現を、タリバン兵士の社会復帰、社会復帰をこれを支援することは治安回復の重要な鍵になります。同時にインフラの支援や新しい政権のガバナンスの強化、人材育成、 それに保健医療や教育など日本が長年地道に行ってきた支援が今後も不可欠となります日本も重要なな役割を担っていますすよねねそうなんです、ね、日本はアフガニスタンにこれまで合わせて69億ドル7400億円余りの支援を行ってきました2002年と11年には東京で復興のための国際会議を開くなどアフガニスタンの復興に深く関わってきたんですね。 また一昨年殺害された中村哲医師の功績は、はい、今でもアフガニスタンの人々に語り継がれています20年にわたる日本そして国際社会の努力を無駄にしないためにも,無にしないためにもアメリカには撤退ありきではなくてアフガニスタンの和平と民主化のために柔軟にこの撤退の動きを対応するよう働きかける必要があるのではないでしょうか、まあ、同時にこの20年の年 これを教訓とすることだと思いますと言いますのはアメリカの都合で戦争を始めてアメリカの意のまま政権を発足させ国が混乱した後アメリカの都合で撤退する、うん、まあ、これではやはりうまくいかないと思いますね力で押さえつけても成功しないことが浮き彫りとなりましたまあ、そのことを無肝に命じて撤退後の青写真を外から押し付けるのではなくて アフガニスタンの人たち自らの手で描けるように私たち日本を含め国際社会が支えていくことが重要だと思います。にむら解説員でした。続いてはエヌラジセレクトです。黒崎瞳キャスターとお伝えします。はい。新年度が始まっておよそ一ヶ月経ちますね。はい、ですが東京大阪京都兵庫では再び緊急事態宣言も出されました。うん こうした中でこの地域の大学生たちはなかなか思うようなキャンパスライフを送りにくい状況に再び戻りりつつあります。すそうですね。キャンパスで友達を作ったりサークルに入って新しいことにチャレンジしたりそういったことがなかなかできにくい状況がまだ。 続きそうですねそうですよねそして新入生だけではありません、はい、去年に続いて新型コロナウイルスの影響を受けている2年生以上の学生も不安や孤独を深めていまして深刻な状況にいるんですんこれに対して大学側も学生をケアするための様々な工夫に取り組んでいます取材したのはネットワーク報道部の小倉舞記者です小倉さんよろしくお願いしますよろしくお願いします はいいよろししくお願いします小倉さん、あの地域にもよるんですけれども大学では授業に行くことがままた難しくなってきてきいますよねはいえー、先日の緊急事態宣言を受けて授業は原則オンラインにしたり部活動は自粛とする大学がまた広がってきています。はい 新入生にとってはまだ友達もいなくて慣れていない中ですし2年生以上の学生にとっては対面での授業が再開されてようやく普通に近い大学生活に戻れると思っていた矢先でしたので戸惑っている状況です学生たちからは具体的にどんな声が上がっていますかはい、そうですね、えー、SNS 上では例えば <got> 今日から全面オンラインだけどパソコンが弱くてできているかよくわからないとか 大学生活、この先どうなるのか分からなくて不安だしこんなに楽しくないとは思わなかった、まあ、他にもですね、全然楽しいイベント行事なくてこのまま4年終わっちゃうのかなって時々未来が不安になるそういった声がありました。えー 実際の様子はどうなのか知るために都内の私立大学の2年生の女性に話を聞いてみたんですが、はい、この女性の場合も去年の春は入学式とか新入生歓迎会といった行事やイベントが中止になって授業もほとんどがオンラインでしたこの方は地方から上京していて留学生や同級生たちと交流したいと大学の寮に入ったんですがこの寮では母国や実家にとどまって 寮に入るのののをやめたたた人が多かっっでで学生の姿はまばらだったそうです外にも遊びに行けずオンラインでは友達をる作ることも難しくアルバイト以外は部屋にこもる日々で希望していた海外留学も見通しが立たないということで大学生活に夢見ていたことが何もかなわないことに落ち込んだそうです、ね、本当に痛々しい切実な、ね、状況ですけれども。 地方から大学に入るために出てきた方たちはこの時期、まだ学校での友達もできていなかったり近くに住んでいる友人もいなかったりでそその辺りつらいい、でですす。よね。はい、そうなんです、えー、この方の場合も孤独感が募るばかりで大学に行くことができないので自分が周りから取り残されているように感じていたと話ししていました。同じような状況に置かれている学生さんたち今、多くなっているんでしょうね。はい。 実はそうした状況が数字上でも見えてきてきいます、はい、九州大学が去年6月に調査を行ったところ孤独感や孤立感を感じると答えた学生と気分が落ち込んでいると答えた学生がそれぞれおよそ4割に上ったということが分かりました。うんうん 他にもですね秋田大学では去年5月から6月にかけて学生に調査を行ったところ中等症のレベル以上のうつ症状が女性の11.5%男性の10.3%で見られました去年の早い段階でももう,うつの症状がはっきり出ている方がそれだけいらっっしゃったんですね、えー、あの大学としては何か対策に乗り出しているんでしょうか。 はいあの大学側でもあの手この手で支援に乗り出しています、ええ、例えば名古屋大学では食料支援の情報とか、うん、え学生がつながることができるオンラインイベントのお知らせを SNS で毎日のように配信しています去年は総長自らが学生の声を直接聞くオンライン対話も開催しました、はい、さらにはカウンセラー X と題した動画配信サービスを使った支援も始めたんです カウンセラー X ですか。どんな動画なんでしょうか。はい、これは学生支援センターのカウンセラーが、ラジオ DJ となって登場するんです、はいえー。年末年始の深夜、6夜連続にわたっての配信だったんですが、えー、コロナ禍で実家に帰れずに、寂しい思いをしている学生などに向けて語りかけて、不安や孤独を少しでも解消してもらおうと、行われました。えー、深夜、一人きりでちょっと不安になったりした時にこに聞けるとね。 えー、動画を見られるといいですよねカウンセラーが DJ ということで、まあ、大学の相談窓口といいますと少し硬くて身構えてしまいそうなイメージがありますけれどもこれなら相談しやすそうですよね。 そうですねあの。名古屋大学の学生支援本部の副本部長鈴木健一さんも、えー、これまで学生相談の窓口は最後の砦りとして受け止められていたけれど学生にとってより身近な存在になったように感じていると話していました、はい、その結果、これまでより早い段階から気軽に相談が寄せられるようになってきたというこの取り組み去年の年末年始に行われたということですけれども今後も続けられるんでしょうか。 はい今後についても、今の2年生は去年、入学式も開かれずに、オンライン授業が続いていたので、引き続き手厚いケアが必要だと考えていると話しています、はい、学生たちの支援のあり方、他にはどんなものがありますかはい例えば、ですね九州大学では、心の健康をセルフチェックするためのスマートフォンのアプリを開発して、学生を支援しようとしています。 心の健康チェック用のアプリというのはこれどんんななものなんでしょうかこれは学生が食欲、運動、睡眠時間それに気分についての4つの質問に1日1回答えててそれを記録していくものなんです 1>,、はい、1週間分の記録をもとに心身の状態の簡易診断が行われて睡眠時間が十分ではないですとか気分が落ち込んでいる日が続いています。 一度相談に来ませんかといったメッセージが表示されるというものです自分自身で自分の状態を確認できるものだと思うんですけれどもそれも学生の不安だとか孤独の解消につながるんでしょうか。 そうです、ね、あの試作のアプリを学生に使ってもらって検証したそうなんですが、はい、使っていない学生と比べて精神健康度に改善が見られたということですえ。このアプリを開発した九州大学キャンパスライフ健康支援センターの梶谷康介准教授はこうしたセルフチェックで心の健康状態をチェックするだけでも改善の効果が期待できると話しています。 今、大学生はオンライン授業などで孤独や孤立を感じやすくてそれが心の不調の大きな要因になりえるので早めに不調に気付いて支援につながってほしいとのことでこのアプリも早ければ来月に学生たちに無料で配信される予定です。こういう支援が進んでいるところはいいんですが一方でまだそういう取り組みが進んでいない大学もありますよね。 あの小倉さんが話を聞いたその大学2年生の女性はその後、どうされていますか、はいえー、落ち込んでいた時期が続いていたんですがあることがきっかけで苦しい状況に変化が出てきたとということなんですあそれはどういうきっかけ、うん、何かいいきっかけがあったんでしょうか。うんうん はい、えー、実はですね去年、夏休みの期間を利用して地方で地元の人たちと交流しながら地域課題に取り組む活動に参加したんです、はい、いわゆる地域留学になるんですけれども、はい、東日本大震災で被災した福島県南相馬市でまちづくりをする住民たちと交流を重ねたり農家の手伝いや企業へのインターンシップにも参加したりしたたりとということです、うん、あ新しいことに挑戦して世界を広げたんですね。うん、そうなんです あのこの地域留学を通して大変な状況の中にあっても前を向いて取り組む地元の人たちの姿に感銘を受けたということです<ー>そしてあの、コロナ禍でも何か自分でやれることを見つけようというエネルギーをもらえていろんなことにチャレンジできるようになったとということです、うんあまあね、そこであのいい仲間とも出会いもあったかもしれませんよね。 はいあの。オンラインでは得られない人の温かさを感じることができたと言っていましたし、はい、何より仲間ができて1人じゃないと思えたと明るく笑顔で話してくれましたうそうした出会いもあって夏休みが明けた後も南相馬市に滞在して去年12月まで活動を続けたた。とということでしたそれ大学はどうされたんですか はいそれがあのオンラインの授業だったので、はい、場所を選ばず学ぶことができるというわけで南相馬市に残っていても問題なく授業を受けられたんですオンライン授業ならではのメリットをうまく生かしたわけですね。 そうですねあの。オンライン授業にはこういうメリットもあることに気づくことができたと、ねええはい今では大学で対面の授業も再開したので、ええ、まあ東京に戻っているんですけれども、ええ、この1年コロナ禍の逆境をチャンスに変えられたことは大きなな自信になったとということです。ええ、こう前向きになるきっかけをつ、ね、かまれて本当によかったなと思うんですが、まあ、中にはそのコロナの影響がなかなか収まらない中で心が折れそうになってしまう学生さんたちもいるかもしれませんね。 そうですねあの。学生相談に関する全国組織日本学生相談学会の理事長で甲南大学教授の高石京子さんも思い描いていた大学生活を遅れていない状況が続く学生たちのことを心配しています高石さんによりますと遠隔授業や課題を頑張ってきた真面目な学生さんほど思いつきていてダメージが大きくこれ以上頑張れないというところに来ているということです。 そのため、大学生は自立して頑張らないとと思っている人も多いと思いますが無理をして心が折れてしまわないように今は本当に特殊な状況にあるわけなので思い通りにいかないこと頑張れないことがあってもそれは当たり前なんだよということを伝えたたいいと話していましてま、うん、小倉さんは取材してみて何を感じましたか はいあの、新型コロナが収束する見通しが、えー、立たない中ですが、えー、そうした中であの大学では感染対策をするということはもちろん必要なんですけども、うん、大学生たちが取り残されていると感じないように、うん、一人一人に寄り添った支援というのをあの今後も継続して行っていく必要があると感じました。 リスナーのガンバさん不安や不満を1人で抱え込まないで安心してストレスを吐き出したり共感できる場所を作ってほしいですねそしてみんなでこの状況を乗り越えたいですマー君さん、僕の友人の息子さんが東京の大学に通っているんですがこの1年余りずっとずっとリモートでの講義を受けています。 早く大学に行って友達とたくさん話したいしサークル活動したいと話してくれましたすごく不安そうにしていましたしどうしたらいいのか心配になりました1年経って徐々に大学も動き出したということですからね、うん、これからもこの支援の動きが広がっていくことを期待したいと思いますネットワーク報道部の小倉舞記者に聞きました さあ、えー、明日から大型連休ですけれども大阪や東京の4つの都府県に緊急事態宣言が出ていますよねでイギリス型の変異ウイルスの感染が急激に拡大していると見られていますイギリス型の変異ウイルス感染力が従来のウイルスに比べて強くて重症化しやすいと言われているんです はい、私たちはどう行動していけばいいんでしょうか東北医科薬科大学特任教授の角光雄さんに伺いますえ角さんは東京都の感染対策のための東京 ICDC 専門家ボードの座長も務めていらっしゃいます角さんよろしくお願いしますあ、よろしくお願いしますお忙しい中ありがとうございますあ、とんでもありませんよろしくお願いしますあのまずなんですが、はいえー、感染者数大阪が1260人過去最多 東京も925人ということになりましたけれども、はい、この今の状況、どう受け止めてますかあの非常に厳しい状況だと思います、えー、まあ大阪は感染が拡大していますし、東京もきょう、今日900名を超えましたですよね、はい、全国的に非常にあの変異株の影響もあって、感染がまあ拡大しているという状況だと思います、えー、やはりその変異ウイルスにかなり置き換わってきてるということなんでしょうか。あそうなんですね あの関西ではもう85%、90%近く、も変異株だと思うんですね、えーでまあ、東京でもですね先週はまだ E の 484K というタイプが多かったんですね、はい、で今週のデータを見ますと、ね、もう6割が N の 501Y なんですよ、はいはい、感染が強いと言われる、はい、変異株に置き換わってきていると考えていいと思います。 あの変異株でいうと、もう一つちょっと気になっているのが、あのインドで見つかった、はい、いわゆる二重変異といわれるウイルスですね、はいえー、これ、あのー、空港検疫はまあ都内でも見つかっていますけれども、これについてはどうでしょう、はいあのー、この L452R、E4849 という、両方の変異を持つものなんですけどね、はい、これはあのー、いろんな今、あのー、心配をされてるんですけれども、感染性、いわゆる人から人に移るまる、あ、力は、N501Y の方が強いと言われています。なるほど も,もちろん注意していかなければいけませんけれども、まあ、あの今後ともしっかりとモニタリング、東京都ではもう早速、モニタリングを始めるようにしています、はい、あの都のモニタリング会議でも、流行の下が変異ウイルスに急速に移りつつあるというふうに説明されていますけど、はいはい、この変異ウイルスへの感染、どうやって防げばいいでしょうか。 そうですね、うんあの。いわゆる感染対策そのものは同じなんですね、はいえー、マスクの着用や手洗いや、あるいは距離を保つということなんですけれども、はい、やっぱり感染力が1.3倍から1.9倍ですからね、うん、やっぱりこう、より確実に行っていくことが必要だと思います。はい より確実というのは、具体的にはどういう対策ですか、はい、あのマスクをつけるって、皆さん、まあ、つけてるわけですけどね、はい、これ、もう一度、そのつけ方を確認してもらいたいんですね、はい、マスクをより顔にフィットさせる、より接着させる、隙間がないように、どういうふうにしっかりとつけれるか、これはサイズも問題ですよね、大きすぎるとだめですからねあとあの素材もですね。 あのウレタンマスクとか布マスクを使っている方もいるんですが、うん、もう明らかに不織布マスク不織布マスクを使ってもらいたいと思います。不織布がやっぱりいいわけですね。はい、そうですね。はい。先生これからあの蒸し暑くなって苦しいって思う方もいらっしゃいますよね。はい。そういう。 方はどういいいいううふうにこうマスクを対策していけばいいんでしょうかうですね、あの熱中症がこれからまあ問題になるわけですけれども、えー、もちろん苦しいと思ったときには外していただいていいんですけれども、はい、やはり人との距離があまりに近いと、はい、これ、非常にあのマスクを外すとリスクがあるので、えー、まあ人と十分距離を取って、できれば1.7メートルぐらい取っていただけますとね。はいあの まあ、マスクなしでも飛沫するまあ、飛沫をこう、えー、到達する量が半分ぐらいになるんですね。ね、はい、ですから1メートルだけではなくて1 7メートルぐらい取って、まあ、マスクを外していただいた方がいいいと思いますねそれは屋外でも同じということです、ね、あか屋外でも今あの富岳というスーパーコンピューターでデータが出てきてまして、はい、まあそういった意味でもソーシャルディスタンスをより 遠めに取る1メートルよりも1.7メートルぐらいというふうに取っていただいたほうがいいと思いますあのこの変異ウイルスですけれども、はいえー、若い人たち、小さな子どもたちにもうつる可能性は高いというふうに言われてきましたよねそうですね、あのーまあ、これはあの全般に、どの年齢においてもまあうつっていくということが言われているんですね。ですすからあの子ももさんにううつりりやいいというよりも、まあ 移ってしまう、はい、子どもたちの対策としてはどうううししたらいいんででょかそすねあの小さな奥さんにはもうマスクつけるの不可能に近いと思うんですよね。はい、ですから、ま、マスクができない子どもさんは、ま、今は少しあのお友達とこう近い距離というのではなくて少しソーシャルディスタンスを取ってあげて、えーま、お父さん、お母さんと遊んでいただくというなことも、えー、今は必要かもしれませんね。うんこう外で遊びたい ストレス解消になるので、はい、外に行きたいっていう子どもたち、多いと思うんですけれどもそうでですすね。それ大丈夫ですかあはいあの。外で遊ぶことはですね、子どもたちの精神、まあ健康、健康にとってもですね、精神的な心の安定にとっても重要なので、遊んんででもいいと思うんですよ。はい、ただ、ぜひですね、こうウイルスってあの手についたウイルスを自分の鼻や口にこう持っていくとあの感染が起こるので。はい 鉄棒なんかをこうずっと消毒することはできないので<え>まあ子どもたちがこうそういったところに多く人が触るところに触ったときのあとお父さんお母さんが気がけて手をウェットティッシュなんかで拭いてあげたり、はい、まあそういったきめ細やかな対応していただければと思いますアルコールが入ったものの方がいいんでしょうか、うん、アルコールが入ったものもいいんですけど、ね、ウェットティッシュで拭き取る、はい、手の汚れを拭き取ってあげるということでもいいです。 群馬県のですね、はい、熟年ファンキーさんという方から小池知事、はい、東京へ来ないでと言っていますが東京から出ないでというのも声に出していってほしいということでこれ<ー>移動についてはどうですかあそうですねあの実は移動そのものがリスクというよりもですね移動に伴ういろんな行動がまあ起こるわけですよね。そ、えー、そこの地域によっってまあ食事をしたたり、まあ、そういった 移動に伴う行動を、まあ、注意していただきたいと、ですから。今はですね、やっぱ、このゴールデンウィークの時には。やっぱり、この群馬、あるいは東京といったような。こういった県境をまたぐような。やっぱり、移動というのはね、ですね、できるだけ避けた方がいいと思います。うん、はい。さあここまで、井出さん、いかがですか。 あのー、アメリカはちょっとワクチンの、ね、接種が進んで、ちょっと収まってきてるんですけども、はい、インドが今、大変なことになってますよね、はい、そうですね、さん、世界的に見ても、やっぱりうまく抑え込めてないってことなんでしょうかおっしゃる通りです、今、WHO がデータを出してるんですけどもね、はい、また再び感染が拡大してきてるんですね。 これは多分あの、まあ、皆さんがこう行動がなかなか難しいということとか変異株の影響もあるのかもしれません、やっぱり本当にこのウイルスはですね本当に制御しにくいウイルスだと思いますね、もう少なくなってもまた増えてくるんですね、ですからやっぱりこうウイルスを持っている人は見えないといいますか無症状の方もいますしね。 やっぱりこう2日ぐらい前から移してしまう、症状が出る前から移してしまうということで、この新型コロナウイルスというのは、本当に感染対策が極めて難しいと思っていただいていいと思います賀来さん、はい、今日ね、バイデン大統領が屋内でマスクを着かなくてもいいという発言したんですよ、これ、ワクチン接種が進んでいるからなんですけど、日本でもワクチンが広まれば、そういうことありうるんでしょうか。はい えっとですね、これは本当にワクチン接種が本当に多くほとんどの方が打った段階で、まあ、そういったことが取りえるとは思うんですけどね、これ、まだまだ先になると思うんですよね、やっぱりあの、えっと、ワクチンを打ったとしてもこれ100%ではないので、やっぱりマスクとか手洗いをしっかり行っていく、まあ、そういったウイルスがゼロになっても、もう常にウイルスは必ずこの世界から消えることはないというような思いで。 やっていただければと思います。やはり外でもマスクの対策は大切なんですね。はい、おっしゃる通りです。ありがとうございました。はい。え、東北医科学科大学特任教授、角光雄さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。 さあ明日からまあ大型連休なわけですけれども、まあ、先ほどからお伝えしていますようにこ、まあ、今年もまあ外,の外出の自粛が求められるということもあってですね、まあ、ストレス溜まりやすい日々、続きますよね。でそんな中、回想、つまりその昔を思い出して懐かしむということがどうやらストレスの解消につながるという研究が出てきているということなんですね。 話を伺うのは東北大学カレー医学研究所教授で医師の滝康幸さんです。滝さんよろしくお願いいたします。あの滝です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます滝さん、この過去を振り返ること、回想することに関して、今どれぐらいのことが分かってきているんでしょうか、はい。はい、そうですね。これはあのさまざまな研究からあのいくつか分かっておりますが、はい、まずですね。 あの、この心地よさ、この解消することで心地よさというものをもたらしまして。はい、これはですね、こうネガティブな感情を下げる、いわゆるこうストレスの解消効果というのがあります。はい。さらにはですね、こう人と人との、の人とのつながりを感じられるという、この孤独感の軽減というのもございます。うん。なるほど。はい、これらはですね、あの脳の活動をこの画像化して、こう解析をするという、いわゆる脳科学的なアプローチとか。うん、はい。 なまま質問誌などを持ちますこの心理学の研究などから明らかになってきております<ー>脳はどういうふうに回想で動いてるんですか、はい、そうですね、うん、あの回想することで,ですねあの脳のいくつかの領域がです、ね、この過去を振り返ることで非常にこう活動するということが分かっております、うん、ちなみにです、ね、この過去をあの回想したときにあのこう活動する脳の領域というのと、はい、逆にこう将来のこと ですね、こう未来のことを例えばいろいろ計画をしたり考えたりすることに使われているときの脳の領域というのは、うん、実はこう重なっているということも分かっていますへーあの福島県の60代、菜の花咲太さんという方からのメッセージで、はいえー、その回想は脳のどの部分を刺激してストレスを解消させるんですかというふうに頂い,いてたんですが、これ、要するに回想するというのは、その未来を考えるのと同じところでやってるんですね。はい、そうですねはい 脳のさまざまな病気を使っているということが分かっておりますストレス解消についてですけれども、はい、これ懐かしいなと思うことで、こう気持ちがほっとするということはあると思うんですが、はい、脳とどういうふうな関係があるんですかそうですね、あのー、この懐かしいと、本当に普段のこのな当時のなんでもないこう日常とか、楽しかったこうきっかけ、こういうことを思い出すんですと、ねはい、こういう思,あの思い出すこう懐かしいと感じるということがあると思いますけれども。はい その時にですね、実は私たちにこの意外とこの気持ち良い心地良いというあのかあの気持ちをもたらす物質であるドーパミンというものがですね分泌されるということも分かってきております。えーはあ、ドーパミンどういう効果があるんですか？はい、これはですね、あの簡単に申し上げますと、はい、私たちの意欲とかやる気の源のような物質あのものでございます。えーえー、で、こういうのですね、例えばその試合に勝つとか褒められるとか。はあ 何か目標に向かって月曜日は政治行動する。計画をして行動する、そしてそれを達成したような時にですね分泌されるということも分かっております、うん、なんかこう、やったーっていう時にこに分泌されるっていう、なんかそんなイメージなんですけどね。 そういうようなところが、まさにこう試合に勝つとか、褒められると、そういうような時と同じような形で、こう脳が、あの、同じような状況になるということが分かってきております。それが、もういつでも、誰でもできるっていうことに関しては、返そうという方法があるということですね。そうですね。あ、その通りです。うん、はい。これ、あの、まあ、なんか非常にこう手軽にね、取り組めるなという気もしますけれども、井出さん、どうですか。あの、まあ、ね、いい思い出だけだったらいいんですけど、ただ、この。 辛かったこととか悲しかったこと、そういった記憶もまあ読み返ってくるんじゃないかなという心配もあるんですけど、そのあたりはどうなんでしょうはい、そうですね、あのもちろんあの無理して、ですね、こういう辛い記憶というものを思い出す気は全くありません。はい これはあくまでも、スレス解消とかこう孤独感の軽減、結果としてこう幸せな気持ちをもたらすための一つの手段ですので、もちろん強くあの辛くなりましたらやめていただいてもちろん問題ありませんですし、音楽を聴いたり、体を動かしたりして、気分を切り替えるというのもあのいいと思います。ただ、記憶というのは、脳にはその負,担を負荷を軽減するために、基本的にこの感情と記憶を少しずつ排除、少し分離して、 よい記憶をです、ね、こうネガティブな感情を少し薄れ,薄れさせるような方向があるというのは確かだということは分かっております got mail.、まあ、ただあの。 リスナーの方からもやっぱり来てましてね駅長、はい、猫アットステイホームさん、はい、回想で過去の嫌なこととか思い出して余計にストレスたまる気がするんですがなんていうふうにいただいていて、はい、つまりそういうような状況になる時には無理にその,、はい、そ,のそ,そういった思い出すっていうなことをしなくてもいいということなんです,そうですねあその通りですあの全くその通りですただ一方でですねあのすすごくネガティブな記憶でも案外その中にポジティブな要素もあったりしますのであのご無理のない範囲でやるのがいいかなと思いますあんまり嫌な気持ちにとら れない範囲でこうチャレンジしてみあのそういうふうに聞くとですね、まあ、なんとなくちょっとやってみたいなというふうに思われるリスナーの方もいらっしゃると思いますので,、はいはい、で実はまあ私が何より挑戦したいなと思ってるんですができますかね今そうですねぜひではあの実際に今それではです、ね、私からですねいろいろあのご質問いたしますので。ええ ぜひ頭の中でちょっと思い出してみてくださればと思いますので、ぜひリスナーの方々、皆さんもご一緒にやってくださればと思いますそうですね、ぜひぜひ皆さんも一緒に思い浮かべていただければと思いますが。ではですね、まず、ですね今回は、ですねもうせっかくで子どもの頃に住んでいた家というものを思い出してみましょう。 具体的には小学校の低学年ですね、1年生、2年生の頃に住んでいた家というものをちょっと思い出してみてみください。えーはい。えー、思いは思浮かべました、あのね、私、ただね、はい、小学校の2年生の夏休みに引っ越しをしたので、どっちを思い出すかなちょっと考えたりしていますけれども、そうですね、で,でしたらあの、例えばより古い方ですね、より昔のほうで。 そうしたときに、そらくこう間取りとか、ええ、あのどんな間取りだったかなとか、ええ、例えばあの部屋がいくつあったかなとか、はい、あの頭の中で想像したり、ちょっとメモ用紙みたいに書き足してもいいかもしれない。なるほどね。 あの今それでふーっと思い出したのはですねちょうどその頃に両親がこう家を建てたんですね2階建てで2階に小学1年生だった私が初めて自分の部屋をもらったんですよ。で結構ね西日が当たる部屋だったそういえば <laughs> 暑かったんだけど自分の部屋にいるのが嬉しくて嬉しくて汗かきながらその部屋にいたおも思い出が今ふーっと蘇みがやってきましたね。なるほど せっかくですので、その子供部屋ですね、その<え>あの初めてそのいたお部屋、例えば、その勉,強のつくあの勉強机とか、ええ、本棚とか、ええ、例えばタンスとか、まあ、それが例えばどういうふうに置いてあったかとか、ちょっと思い出してみてみくださいあ部屋の中にね、あの端っこにちゃんと買,その買ってもらった、いわゆる当時の学習机、当時はあのスチール製の机が結構流行りだったので、あで今は、ね、あの木製の、ねはい、もの、学習机が多いですけど、スチール製でしたね。はい えー、でね、あの押し入れがあったんですけれども、そんなに荷物がないもんですから、ここをベッドにしたらいいよって言うんで、押し入れの上の段のところをあのベッドにしようって言って、その押し入れの中の,あのベニヤの壁のところに、なんかあの、うちの父親がですね、なんか壁紙を貼ってくれたような、そういえば思い出が。 なるほどあの<あ>私ばっかり喋ってるんで、出石さん、なんか今、その子のの頃の家で思い出すすことあります私、小学校1年生の時は名古屋に住んでたんですけどね、はい、あの家の記憶はあんまりないんですけどあの、近くの大学生が自転車の乗り方を教えてくれて、<ー>初めてあの補助輪なしで走れるよりって、やったって、その時の記憶が今、パッと。 って思いやあの出てきましたね。<ー>風を切ってね走る。そこまではいかなかったですけどね。あのさらにですね、失格でさえ、ね、例えばその部屋ですと、あの例えばその貼っていたポスターとか、何かその飾っていたあ,<ー>あの男の方だったらーモデルとか、女の子だったらあのインジュとか、例えばそんなのとかも何か思い出したりします？ あ私、あんまりね壁にそういう何かを貼ったりするタイプでもなかったんですけれど黒崎さんがふーんって今頷いてます <laughs> いや私はあの4世代で住んでたんですよなんでこう昔のことを思い出すと祖父母のこととかあとひいおじいさんひいおばさんのこととかであ,ああいう絵を描いたなとかこうどんどん。 こう空想空想,想像が膨らんでいく、あの時、ああしたな、ああいうエピソードがあったなって、広がっていきますねなるほどいや、確かにこの階層というところの素晴らしいところは、ね、あのもちろんその家そのものもあ,のあるんですけれども、今ちょっとお話したように、あ,のあるいはそのです、ね、あの先ほどあのイデシ、遺伝子さんがお話し,してくださってるように、例えば人も出てくるんですよね。はははい、はい実はこの 本当にこう回想というのは単にそのものとかその家とかその間取りとかだけではなくて、実はそこからですね、あ、そういえばあのこの時あのお母さんとかお父さんとこういうことしたなとか、ここで寝っ転がってあの兄弟あお兄さんとかすけど、あのお話したなとか、本当にこの何て言いますかね、その家自体とかそういうのもそうなんですけど、こういうそのご家族とかご友人とか人とのつながりを思い出されます。この温かい気持ちみたいな。 こういうところがまた改装の,の素晴らしいところだと考えてお改装す,、うん、することによって、誰かと何かをした、その誰かっていうところを思い出したり、その時にかけてもらった言葉を思い出したり、そういうことなわけですね,ね、はい、そうです、あのおっしゃる通りでして、ね、まさにそのこのイベントですね、これちょっとした一つのきっかけから、ただそのものだけじゃない、そのものからつながるさまざまなこの人間関係とか、 当時の出来事とか、すごくこのなんていうんですかね、このそういうところが無限にこう広がっていくところが、また会長の面白く、かつ、このすごく温かい気持ちにしてくれるところだと思いますあ,あ,あのね、壁に何かを貼っていたっていうことに、もうあのリスナーの方も一緒にやってくださってて、エイジーさんが反応してまして、はい、アグネス・ラムのポスターとかって <laughs> 書いてらっしゃて、ちょっと時代だなっていうふうに、はいはい、な感じもしますけれども、でも、こういうこと一つからも、何かこう,う、広がっていきますよね。 そうですね、本当にそうです例えばそのポスターを見たときの気持ちとか、ひょっとしたらすごく楽しいときもあれば、すごく辛いときもそういうそのポスターを見たとか、いろんなことが出てくるかなと思います。なるほど、いや、あのー、今その、まあ、家ということを、まあ、例えてとていうことでしたけれども、あのーまあ、それ以外に何かこういう場面を思い出すといいよなんていうのはありますはい。 そうですね。今、あの私の質問で家というものでしたけども、普段例えば何か改装をふとしたいときというのは、やっぱりこう物というのは何かあの重要なきっかけになると思います。あものはい。例えばですね、あの子どもの頃に読んでいた本とか、図鑑とか、例えば玄関に揃えられなかったような漫画を読むとか、音楽を聴くとか、<ー>こういうのもすごくいいと思います。 突然ものすごく個人的なことを今のお話で思い出したんですけれども小学校の1年生の時に最初に仲良くなった友達がえ1年生のクラスでなぜか日本の歴史の本図鑑みたいな形式の歴史の本を読んでたんですよ。ですねであの両親にねだってですね 歴史の本を買ってもらった思い出が今、みりました、はい、で、それって、はい、あのしばらく、すごく歴史好きでしたなるほど、今の眞下さんのお話は、すごくやはりあの興味深くて、やっぱりここも、あの物例えば本っていうところから、すごくこうやってあの人とかですね、こういうあの当時のご友人とか、うん、そういいう,ふうに広がっていきますよねそう,ですねそうすると、はい、こういうもの一つからまたこうやって広がっていくというのもありますし。あ<ー>はい 今、ね、リスナーの方も一緒に参加してくださっているのでできるだけご紹介しようと思いますが猫また伯爵さん、はいえー、ランランカンカンぬいぐるみということでパンダのぬいぐるみですね、これね。なるはい、あこういういいもものすすごく素晴らしで 味とか香りこういうものもすごくあの本能や記憶と結びついてると言われておりまして、はい、例えば昔食べていたまあ駄菓子みたいなものとか。 何か使っていた香水でも、何かそういうあのー、食べ物とか香りというものがですね、一つのきっかけになるかと思います。先生<ー>、こういうあの昔の話、例えばその番組でですね、はい、レコードを取り上げるとか、カセットテープを取り上げるってなった時に、こうスタッフで、すごく昔の話で盛り上がる時があるんですよ。それで、みんなでこう一緒に盛り上がる、思い出すっていう効果ってどうなんですか？そうですね、これはすごく大事です。やっぱりこの。 みんなでこう会話、コミュニケーションというのは、ですねあの私の専門でもある、脳を健康に保つというのは非常に重要なんです。<ー>ですので、今はちょっとコロナ禍で難しいこともあるかもしれませんけども、はい、これ、何かものをきっかけで、みんなでそのお話をばーっと盛り上がるというのは、本当に素晴らしいことだと思いますうんそのことによって、脳も刺激されるというか、そうですね、はい、改装だけじゃなくて、そこに会話、あのコミュニケーションというのを、あの二重にいいことがあの出てくると思います。うんこれより中さん えー、当時の NHK の番組といえば昼のプレゼントっていうふうに頂い,いていてこれあのオープニングの音楽が今、頭の中で私は鳴ってるんですけれども <laughs> そういう音楽っていうのもやっっっっぱりりちょっとこうきっかけになったりしますかねまさにおっしゃる通りでして音楽そのものもそうですしその音楽からまたさらに広がるこの音楽をここで聴い,いたなとかこの人と聴いたなどこれもまさしく回想になりますのですごく広がって素晴らしいと思います、ね。なるほど 出石さん、まああのー、こういうその音楽だとか、まあ、味覚、まあ、いろんな、ね、方法があるということでしたけれどもはい、はい、こうやって何かこう昔をこういい形で思い出すっていうことについてどう,どう思います あの今、コロナでね、なかなかこう飲み会とか、人と会うってことができないんですけども、この間あの、私、同期会をオンラインでやったんですよね、えー、で久しぶりにこう同期の仲間の顔をこう、まあ、画面上でしたけども、見て、昔どうだったなとか、うん、お前太ったなとか、ラが増えたななんて話をね、<laughs> するだけでも、やっぱすごくストレス解消になりましたね、実際。う いや,あのー、やっぱり滝さん、こうした、はい、なんかその明日からも大型連休ですけれども、はいまあ、なかなかその遠出はしづらいという状況の中ですが、はい、まあこうしたことをその家族だとか親しい人の間だとか、みんなでこうちょっと取り組んでみるっていうのもいいかもしれませんねそうですねあの、本当にその通りだと思います、改装というのはもう老若男女問わず、もういつでもどこでも,もう誰でもできる、もう自分の脳さえあれば、まあ、いつしまえばできることですので。うん 実際に、まあ、会えればいいですし会えなかったとしてもこういう人とのつながりとか温かさ、思いやりこういうものが感じられます孤独感も薄れますということでですねこの気軽にですねこういったの改装するというのは実はあの簡単なちょっとしたことですけどもすごく私たちはですねこうストレスの下げこうあのちょっと幸せにする一つの習慣になるかなと思いますうこう連休中に家族にその思い出すきっかけを作るっていうのも。うん 家族内の役割かもしれませんね,ね<ー>やってみようと思います東北大学カレー医学研究所教授で医師の滝康幸さんに伺いました滝さん今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ましたおはようてらちゃん時刻七時五十分です さてこの時間からコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです藤井さんおはようございますよろしくお願いいたします今日からゴールデンウィーク連休という方も多いですねそうですね本当今日からですよね明日お休みの方多いんじゃないですかねじゃないですかねでましてはこの特に東京なんか緊急事態宣言ですからリモートでとかね仕事であってもお家からっていう方も多いでしょうしねまあいにくの今朝は雨となってますがさてそんな 中ですね、もうワイドショー、これで持ちきりという。コロナがぶっ飛びました。ねょっと、ちょっと、ちょっと、ウイルス、ちょっと空気中が消えたから。いやいや、そう、そうなんですよね。まあ、もともと空気感染はしないですけど。その、そのニュースが和歌山県の資産家で紀州のドンファンと呼ばれた。え、酒類、酒類の販売会社の元社長、野崎康介さんが3年前に死亡した事件で。殺人と覚醒剤取締法、この疑いで、元妻の会社役員、須藤早紀容疑者が逮捕。 されましたで野崎さん自身のこの女性遍歴をつづった著書のタイトルから紀州のドンファンと呼ばれていたとで逮捕容疑はですねこの須藤崎容疑者2018年和歌山市の自宅で野崎さんに覚醒剤を、えー、口から蛍光で採取させ急性覚醒剤中毒により殺害した疑いをがありますで当日の夕食は家政婦が用意した鍋料理で死亡の数時間前に食べたと見られます で夕食の時家政婦はすでにもう帰宅していて野崎さんと須藤容疑者の2人だけだったといいますで総資産50億と公言して4000人の女性を抱いたと豪語した資産家の死に関わった人物として当初からそえ捜査員がマークしていたのが。 55歳年下の元妻でした須藤容疑者が整形手術を受け海外に高飛びする準備を進めているとみて警察、逮捕に踏み切ったとみられています、うん、資産家のこの不審死から3年急展開迎えたということですがねいやもうこれもみんなそのワイドショーが食いつく、えー、ポイント満載ですよね僕は一番気の毒なのは、はい、和歌山の方が気の毒ですね。 なんか、ええ、和歌山ってこんなとこかなみたいなふうに思われたらちょっとね。そうですねこれ ちょっともう奇襲まで言われてもなんか僕はそっちがちょっと気になるですね。奇襲ね。決して悪いとこじゃないです。梅梅で梅なんですから。そうですよ。いいとこなんですよ。もうもうもうキー来るたように言ってましたからね。僕若いも釣り師にね。あそうなんですね。いいとこなんですね。で当初は自殺事故事件の三つの可能性があったんですけど野崎さんは愛犬の葬儀を取り行う準備をしていたことから状況的に自殺はないと断定。様々な状況から 殺人事件とみて遺体の第一発見者である須藤容疑者を重要参考人として捜査を続けてきましたで動機につながる可能性があるのはえ別れ話月100万円支払うと約束して結婚した須藤容疑者に対して野崎さんは不満を募らせていたといいます会社の元監査役にもう別れる話にならん携帯ばっかりいじり寄ってと話していたといいます 須藤容疑者たたたった3ヶ月のお手当でで終わることとを拒んでいたとされます、うん、警察逮捕後に起訴を必ずできるように証拠を揃えるため3年の時間を要したといいます中でも自信見せるのが覚醒剤の入手ルートで須藤容疑者が事件前にインターネットで覚醒剤について調べ SNS で密売人と連絡を取り接触していたことをつかんだと、うん、もうこの3年警察の執念と いうことのようなんですがね、大切、えー、なういうね、人ょっ、はい、でちゃんとやりゃあ一文字ゃいますけどね <laughs>、えー <laughs>

続いてのニュースは朗報です。 プロレス団体の天竜プロジェクトは病気療養中の元プロレスラー動機、うん、息切れなどの体調不良から天竜源一郎さんが退院したことを発表しました,たえ回復もよく今後はですね通院と自宅療養で経過を見ながら仕事を再開していくといいます、うん、天竜さん事務所通じて皆様大変ご迷惑をおかけしましたが今日無事に自宅に戻りました今回の件で最善を尽くしてくれた病院の皆さんには感謝していますこういうふ にコメントあの発表していると大変良かったですね。良かったですね。本当プロレスラーの方本当超人ですからね。はい。もうそんなね簡単にはもう安やすとはもうへこたれないですから。だってまあまさに今藤井さんがおっしゃった超人というのは目の前で見るとわかりますね。いや本当すごいですよ。本当にすごい。あと日頃の練習。いやもうねものすごいちゃんとやってますからね。あのダテにあの筋肉じゃないですもんね。そうですそうですそうです。 お相撲さんたちよりもさらに強いですからね、はい、お相撲さんたちもも強いですけど力士はね、やっぱり瞬発力っていうのを、うん、メインに鍛えてますけど、うんだって60分できますからね、彼はね、えー、もう前特に前日はもう、川柳<ー>の時代も60分やるのが当たり前ですからね。はい ですからそのまあもちろん切れもなきゃだめですしですあと体力もなきゃいけないということだからすすごいですよねののねすでよよかったじよかったよかったた、ねうん、さてよくないという方もいらっしゃいます、もう一人産経新聞から、うん、世界一まぶしえ貧しい大統領として知られる南米ウルグアイのムヒカ元大統領が27日、食事中に何かの骨が食道に刺さったとして取り除く手術を をするため緊急入院したということですね何の骨なんでしょうねねえ お魚なのか。鳥なの。か鳥だとちょっときついですね。そうですね。あの、ちょっと、特に。ちょささくれだったところが。細くなったようなね。ちょっとだったかわいそうですね。取りづらいだろうなみたいなね。極東でこのニュースをしゃべるっていうね。ええ、極東でね。ええ、そうなんですよ。まあ、だけど、いろいろこのニュースがありますけどもね。うん。 えー、何かこの最初の,あの和歌山の資産家の紀州のドンファンのニュースでね <laughs> ちょっとこうやる気が、えー、やる気がないというかい何かが吹っ飛んだ気はします何 <laughs> か何、えー、だろうね、えー、いやもちろんこの事件は事件でね、えー、事件なんですよだけどこの新型コロナウイルスのこのご時世にですね、えー、別に緊張感が解けたわけでもないんですね何かこう カクーンとしたような感じですかね。殺す、うん、ってすごいですよね。えー、いや怖いわ。いやそうですね。すね,ね毎年ネタ満載ですよね。ねそうですね。で、ね、何え何年何千人え四千人ですか。うそういうのやめて<っ>も<う>。<う> <laughs> それやめてそうですか。何のなんかちょっとここ頭かすめるだけでちょっとこう毛れますよ頭の中ね。そこが残っちゃったんですね。勘弁してもいやだけどこのまだ容疑認否は分かってないんですけども。もちろんね。ね容疑者ということです。そう容疑者なわけなんですけどね。はいこちらも注目。はい間もなく八時です。 「8時になりました」 4月29日木曜日8時になりましたおはようございます寺島直正です浜松町一旦雨が今上がっているかのようですね 傘を,あ傘をさしている人もいますね、えー、弱い雨が降ってるようですラジオ機のあなたの周りいかがでしょう気温が少し下がって17.3度南風2.5メートル吹いてます、えー、今朝の関東広く雨が降っています今日は夜にかけて雨が降り続くでしょう特に雨強まるのは夜です雷を伴って激しく降るところがありそうです局地的に大雨となって低い土地の浸水などにも注意が必要ですまた風も強まります傘せっかく さしていても横風で、えー、この雨がですね、えー、この服についてしまう濡れてしまうかもしれません最高気温昨日より低く20度前後の予想です、えー、ただ体感的には雨や風でさらに低く感じるでしょう東京地方今日は雨でしょう降水確率午前50%午後70%夕方6時以降が80%明日は晴れ時々曇りでしょう現在強風注意報が東京23区伊豆諸島神奈 東部千葉県茨城県波浪注意報が関東海沿いに出ています。 今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです藤井さんよろしくお願いいたします昭和の日今日からゴールデンウィーク始まったという方ね連休始まったという方多いでしょう、はい、まあそんな中、えー、東京は特にこの緊急事態宣言が出てて、ね、家の中になるべくいてくださいとあの文化放送も交通情報で呼びかけておりますじゃあ何すりゃいい本を読めばいいんです、うん、はい、はい、そうです何の本を読めばいいのか何かな <laughs> こうすれば景気は一気に良くなる超前向きの強気論。 はい、これを読むといや、なんかいい感じの本ですね、いいすね聞いた感じ、読みたくなりますね,、えーえーねえー、日本を覆う悲、ね、観論、これを覆して、えー、景気を V 字回復させる、うん、第二次安倍政権の内閣官房参与で、京都大学大学院教授、藤井聡氏の主張とはと、あすこぶさんが書いてますこれ、人気なんだそうですね。これはね、大変ありがたいことにね、えー、丸善とか、はい、あと大阪でもあの梅田の紀ノ、えー、国屋とか。はい 瞬間最大で1位なすすごごいいいじゃないですかすごいんですよ<え>しゅ。ウィークでも3位かなんかですかね、えー、全国でも3位か、はい、3位か、そうなんですねあの正式タイトルは、ですね、うん、こうすれば絶対よくなる日本経済そうですでこれ藤井さんと田原総一郎さんが対談されている田原さんはね、僕ね、うち、えー、の師匠の追悼の会の時にちらっとご挨拶したぐらいで、はい、ほとんどお目にかかったことなかったんですけど。 ええ、まあやっぱりの田原さんに僕のこの主張を聞いてもらいたいと、はい、でぜひ、この積極財政論について対談本、ええ、対談させてくれないかで,、はい、で,できれば本できないかというとですね、ええ、やっぱ田原さんも。 藤井さんは変わったこと言ってるから気になってたんだよ。変わったこと言ってるって、非常識なこと言ってるよ非常識わけわかんないこと言ってるから、前から聞きたかったんだみたいな、ほいでね、最初は全然ね、だって、非常識じゃないかい。発達するに決まってるだろ、日本。だってね、1300社だって、200、何トも借金あるんだから、無理だろね、ずっとおっしゃってたんですけど、3回にわたって、ずっと何回も言ったらね、わかった、わかった。 課金は国家が作ってるってことだな。じゃあ破産しないってことだな。じゃあみんな間違ってるんだ。わかった。俺俺が間違ったんだ。おお。言った。あっさり非を認めた。そう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 。でね、だからこうおっしゃってるんですよ。はい。あの正直言って私は経済にはあまり詳しくない。ええ。しかしそんな私にもとてもわかりやすく納得できる説得力だった。はい。こうすれば日本経済は持続可能だ。はい。日本国の財政破綻もない。ええ。という確かな自信を得ることができた。はい。藤田聡さんどうもありがとうございました。おお。これまで。 ありがとう。えー <laughs> ありがとう、浜村いや、浜村淳関係ない。浜村淳さんは、もう、先週のお話。あ、違う、違う、先週の話。生きてる、生きてる。さらに、じゅんさん。じゅんさん、まだ。元気だ。元気だ、元気だ。まあ、だいたい似た感じですけど。ええ、こうすれば、絶対良くなる、日本経済、こちら、アスコムから。出版されて。だからね、やっぱり、こう、全然、常識からかけ離れてるじゃないかと思う方でも、これを読めばね。あの、皆さん聞いてらっしゃる、お父さんとか、お母さんとか、ご近所の方でも。 これれささえ読めば田村さんが納納得得たできると思います、えーえー、積極財政が必要だ、財政判断はないということについて、はい、ですからね、この秋までには間違いなくあの衆議院選挙があるわけですから、やはりここら辺はしっかりと自分の中に入れておいて、そ,それを唱えてる議員に投票するっていうのが大事ですよね、こ、ね、のまたね、田原さんとね、6月1日にこの本のシンポジウムを国会議員会館でやること、えー、あそうなんです、でも全国会議員を招待して、えー、かつこの本、全国会議員にプレゼントしてます。は もう水におきして。 はい。何とか正常化したいとそうですね。応ますから。はい。ぜひともラジオ聴きの方もお読みになってみてください。はい、さて緊急事態宣言の出ている東京都ですが小池知事がですねゴールデンウィーク中の屋外レジャーに自粛を求めたことにアウトドア業界から困惑の声が上がっています。小池知事昨日の会見で改めてゴールデンウィーク中のステイホームを呼びかけています。で飲食店でのこのお酒酒類提供酒類の提供の自粛を受けて繁華街中心に老 路上飲みは絶対にやめていただきたい河原でのバーベキューキャンプなどの屋外レジャーホームパーティー飲食店へのお酒の持ち込みも一緒屋外でも感染リスクがあるえ警察と都が連携して声がけを 強化していくこの時期書き入れ時のアウトレジャーを一色他に槍玉に上げたということなんですねで、これに戸惑ったのがキャンプ場です神奈川にありますあるキャンプ場の管理にこう言ってますなぜ大型連休が迫ったこのタイミングで言うのかもう予約いただいているせめてもう少し前に持って前もって行ってくれれば休業の判断やお客さんへの説明もできたのに頭抱えているということですねこの小池知事のキャンプ自粛要請なんですがこれいかがです ちょっとね、ついにもこのおばさんね、やばい状況に入ってきたんだと、おばさんでいいですからね、おばさんでもいいですけど、関西弁で言うとね、これちょっとね、常識で皆さん考えてみてください、常識を取り戻してもらいたい、これ、もう完全状況を逸してますよ、僕はもうツイッターでは基地の外って書いて、音読みしてますけれども、本当ね、基地の外側にいるような人なんですよねねこれまずね。 いやどっから言ったらいいのかわからないぐらいもめちゃくちゃなんですけどまずね<え>、あのー、政治家ごときがですよ<は>我々の文化的行動をやめろという権利はどこにあるんだと、はい、憲法9条でまあ9条じゃないですけど憲法にね25条なりなんなりあるのね。はいはい で自由だって23条だって何二十何,何条だった、はい、だってね、ええ、憲法なんてどうでもない,いと思ってますけどねでもあれはもう人間が来てくれての最低の最低のレベルを書いてあるわけで本当はそんなもんでわれわれの文化的生活なんて認められない保障できないけれども、はい、そのゲノゲの憲法すら違反してみたわですよ。 だからね、はいええ、もしもですよ人す1人救うために我々の自由が全部停止していいと言うんだったら、ええ、交通事故を起こすんだったら車は今すぐやめなさいなあ,ーーあるいは、ええ、あのインフルエンザで死ぬ人がいるんだだからそのインフルエンザがうつるかもしれないような行為をずっと毎年止めておくべきだったんですよ。ええ、なんんでででコロナに限ってこここまでやらなあかんのかのということです、はい だからあのコロナに関して必要であるということを彼女は説明する、ある証明する義務があるんですよ、はい、その義務を完全に怠って、ですよ、ええ、酒飲むなとか、はい、レジャー行くなとかね、ええ、屋内ねこんなものね、ええ、このおばはん何言ってんねんってね、東京なんかと思っていただかないと、僕、東京嫌い、あ<ー>これに対して違和感を思わないと、どんど気持ち悪い。 でこの新型コロナウイルス流行後キャンプ場はですね、ちゃんと努力してるんですテント数十,十数メートル離して入場の際には全員検温してトイレの共用部でマスク着用とかさらには水地場のこの水道も団体ごとに専用の蛇口決めるなど、まあ、これ全部とは言いませんが、でも大体のキャンプ場はおそらく守ってるんでしょう感染対策を徹底してると言いますで、キャンプ場によると近年のキャンプブームで客増えてるけれどもほとんど家族連れしかも一人で来るソロキャンパーも多い、えー 多いんですよと言われて言ってるんですよね。でこの冬季休業の冬場はなかなか来ませんから寒くてだから年間売上の三四割をこのゴールデンウィークの中で占めるということででこっからです休業保証もないままその繁華街の路上のみと同じ扱いはあんまりだということを言ってますね。もうねこれ戦時中のね、はい、その主婦連合とかがいてね、えー、あたたた時期が 緩んでるわよとかって言ってね、はい、でもなんか笑ってるだけでもなんか怒りに行ったりね、えー、で戦時中気を引き締めるためだとかって言ってね、はい、あの鉄が足らんからって言っていろんな鉄を出しなさいそれ、はいえー、で結局ねその鉄を全部出させてお寺の金だとか全部取ってですよ、はい、で結局それ全然使いませんとまとめてただけでなんで集めたんやって言ったらいや気を引き締めるためです<ー>そんなことが横行したわけですよ、えー。それと一緒ですよね、うん さらに言うとねもともとねあの尾身さんたちとかだってね3、はい、密かやめろとかっつってこれ小池さんがもともと言い出したんでしょ3<ー>密っていう言葉だって、はい、あれはね3つの重なりであってどれか1個がかければ感染リスクって激減する<ー>ということが言われてて、えー、だとしたらアウトドアがあかん理由なんて何にもないんですよはいでそういうこともね何も考えるとね、えー、でもバランスが悪すぎますよ、うん、いやだったらですよだってもう家族のみ もう禁止しろですよあ,、えー、あるいは酒なんかダメじゃなくて、そのスターバックスでしゃべるのでも禁止しろですよ。ははえー、ていうか、外出るの禁止しろですよ。禁止しないってことはですよ。なんか基準持ってるってことでしょ、はいで。その基準が全然見えないし、もうめちゃくちゃじゃないですか。ただ単にこれはね、もう喜んび遺産で、なんかおばあんや、何やっとんねんお前ですよ。ははこんなもんね、えー、無視しろですよ。えー、聞く必要は何もない、こんなもの。うん、それが僕の意見ですね。はい 今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net。ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻8時11分です。文化放送おはようテラちゃん。今朝も9時までお送りしていきます。文化放送おはようてらちゃん 時刻8時17分です今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんですニュースピックアップ今度はこちら日経新聞ワクチン知見待たず許可 政府は緊急の時の対応として未承認のワクチンや治療薬一時的に使用できる制度の検討に入りました海外で使用した実績があれば国内の治験が終わっていなくても使用を認める仕組みを新たに設けます新型コロナウイルス対応の反省を踏まえて将来のパンデミック大流行に備えるということなんですが藤井さんこちらいかがですか なかなか難しい問題なんですよ、はいいやね、一部、ね、そういうのがいいことだなと思うところもあるんですけどね。えー、じゃあ、今までの話は何だったんだということなんですよ、この特にワクチンに関していろんな意見があって、ね、えー、はっきり言ってワクチン打つ方が死ぬ人が増える可能性だってあるわけですよ、副反応でね。しかもだって、まだ治験は海外でも終わってなくて、打った後その2年、3年、4年、5年後にどういう悪影響があるかわからないって言われててね。うんはいえー でだから非常に危険なことをやってて、でこれでも大量に多くの方が、ね、副作用で、副反応で、えー、健康被害をも、だから薬害エイズ問題のようなことが起こるかもしれないわけですよね、日本はこれまでそういうことに対して慎重に対応してきたはずなんですよね、でも,もコロナに関しても全部もう、はい、これ、いいのか70土地来る。 ううよなななねこれダメなのかな今ちょっともうクレイジークレイジーですよ完全に、えー、完全にマッドクレイジーになってる状況になってる、はい、でもええー、やんけんって許してしまってるわけですよ、えー、これはもう本当にもうパニックになってて行政も含めてパニックになっててね、えー、だからあの日本が慎重すぎるという側面を改善していくことは僕はいいと思うし緊急事態においてその慎重さをさらに解除していくことはいいと思うんですけど、はい でもそのリスクもちゃんと踏まえながら、特に僕はワクチン非常に危険だなと思いますね今、藤井さんの話聞いてて、て、そうかと思ったのが、おそらくこの焦りの一つの理由っていうのは、早くオーダーしないと、その量が来ないっていう、おそらくそういうのも含まれてるんでしょうね。でもね、そんなこと言うんだったら、ですよこんなわけのわからん、法改正する前に日本にもっと医療費をつけて、自分の国のワクチン作るようにすればよかったんですよ。日本の科学技術力からしたらですよ、医学力からしたらですよ。 そんなもの作るなんて絶対できたはずですよ、なったらないのお金だっただけであってね、はい、お金さえかければ治験だってできるしね、その日本国内でやりにくかったって、外国でやったら、それでよかっただけの話なんですからね、はい、だからね、もうちょっとこう考え方がせこいだからもっとちゃんとワクチンを自分で作れるようにすることが王道だったと思いますよ、これ。ですからわれわれもこう伝えたいニュースっていうのは、もっと国内でワクチン開発のために政府がお金を出しますよというニュースが来てほしいですね、うん、ですでしかも外国で認めただけで、それで国内で認めるって、そんな。国内 中国とかロシアとかねそんなん見た感じやばいじゃないですか。<laughs> 何配ってんこいつらみたいなもんね、配ってるわけでしょ、えー、そんなもん売った子にうったこのにたんといてくれって思うのが常識ですよ。はいえーまあ、ですから、これって海外で使用した実績と主に欧米の方しか向いてないかもしれませんけどね、えー、こればっかりは分かりませんからね。早くするのはいいことだけれども、だからといって完全にずるずるにするんだったら、今の制度だって意味ないってことになるわけですから、僕は今の制度にも一定の一理があったと思いますからね、はいえー、ちゃんとバランス持ってほしいですね。そうですね、うんはい、続いてはこちら 読売新聞、緊急事態追加経済対策論強まる。 3回目の緊急事態宣言の発令を受けて、自民、公明両党内での、この追加の経済対策求める声が高まっています。新型コロナウイルスの感染拡大が長期化し、経済への打撃が深刻化しているためです。秋までに行われる衆議院選挙を前に、与党の歳出圧力強まるばかりで、財政再建の議論は遠のいているという声もあるんですけれども、藤井さん、これいかがでしょうかう と勘弁してほしいですよね、えー、この状況でですよ、はい、だって厚労省のワクチンとか薬の規制も緩和しようというような半ば暴論とも言われても仕方がないようなことをやっておきながらですよ、はい、その一方で財政再建っていうんですかこいつらの、えー、もう頭おかしいとしか思えないですよね、えー、いやだって財政再建なんてそんなものは平常時のね、はい 時にやることがなくなったらまあゆっくりやりましょうかっていう話があってもいいかもしれないですけどね、えーはい、今もだって緊急事態なわけでしょ、だから財政再建なんかどうだっていいんですよ、えー、でさらに言うと財政再建なんていうこと自体、幻なんですから、はい、田原さんが納得されたように、はい、財政再建ていうのは何かっていうと、借金が増えることを減らそうってことでしょ。はい で借金を減らさんでい,い理由なんていくつもあってね、えー、あのそもそも政府というのは借金を拡大することで経済を発展させてきたんだから、はいえー、ア,アメリカだってイギリスだってどこだってね、はい、あの借金というのは年々拡大していくべきものなんですよ。はい、だから財政再建なんかするっていうことイコール、えー、日本経済をシュリンク縮小させていくっていう話ですから。えー 財政産権をやってはいけないし、さらに言うと、財政産権とお金借りるのを返せへんっていう話をはげるだけで、要するに借金の話でしょ。でも日本政府ってもともと自分でお金作ってるわけでしょ。自分で作ってるものを人から借りてなんで破綻するんですか。はい。これいつも言いますけど、AKB48 とか AKB48 握手券を観客に配ってですよ。はでそれを観客から借りてですよ。それを返さなあかんって言われて、AKB48 は破綻しますか。はい。ええ。もう一回自分で書いて渡したらいいじゃないですか。ええ。それが日本、 円ってことですから、えー、政府は自分のお金作ってるんだから、うん、別に、解散でえっちゅうな話なんですよ、えー、だから。 ってもともとやらんでもいいことをこの非常時においてそれはやるっていうのはこれ深くやんでると思いますね、日本は。病んでるというふうにまずこの財政再建という言葉だけに関して申し上げるとね、だからそんな財政再建なんて考えんでいいんだから、ましてや今、緊急時代なんだから、国民の経済を戻すために徹底的にお金を使うべきなんですそれだけであその徹底的にお金を使う一つとして、従業員に休業手当を支払った企業を助成する雇用調整助成金、この支給額を増額すると。 特例措置をめぐって自民党の下村政調会長収束の見通しがつくまでの継続を政府に申し入れたいとの考えを示したと。うん まあここうういとそれはそれでいいんですけど、一番やるべきことは、消費税の凍結なんですねこんなね、もう補助金ちょろっと配るなんて、こんな世界話してるんでしょ火事の時になんかスポイトで水をピゅぴピぴゅかけてもしょうがないわけですちゃんと消しにかからな、い火事は消えないわけですから、たはなんにもなってへんやん、自分みたいな話ですから、これ消費税の凍結、しっかりと議論しない限り、政府は国民を救おうと思っていないということが証明され続けている状況になりますよ不 が国民に広がることを警戒。ま、なぜならば、秋までに衆議院選挙が特にあるからってことなんでしょうけどもね。自分が選挙で勝ちたいから一応、金配っとこうかというのを。うん クズ、えー、そのものですよね、こちらね。本当に、国民を救う気なんてないんですよね、こちらね。えー、でまた、その宣言対象地域で休業要請に応じて、大型商業施設への協力金、これがデパートでも1日20万ということに対して、うん、自民党会合では、事業維持には足りないと批判が噴出しているっていうよりも、<laughs> じゃあ口あんぐりですからね、これはね。だって、えー、伊勢丹とかですよね。はい で各,で各店舗にっていうんじゃなくてそこに虹婆ですっていうことですもんね。ガキの使いやないねんからもう楽器、えー、使ですよこれもね。はい それではここからはですね藤井さんに感染拡大を防ぐためには個人の自由を制限してもいいのかこちらについてお話を聞こうと考えます、うん、大阪府の吉村知事昨日の会見で医療体制が極めて逼迫しているゴールデンウィークに突入するが集団での移動、バーベキューなどは今年に限っては控えていただきたいご協力をお願いしますと区民に呼びかけました。 交通公,共公共交通機関の減便の要請、百貨店、ショッピングモール、テーマパークなどへの休業要請で人流、人の流れの抑制につなげたい吉村知事ですがいち早く3度目の緊急事態宣言を政府に要請しました。まあ、このあたりんはどうご覧になってますかう まあ、いくつか論点があるんですけれども、まず緊急事態宣言自体がもうすでに不要であるという論点はまあ一つあるんですよね、はいええ、だって、実効再生産数は、はい、昨日おとついの時点で、もう1を下回ってるんですよ、大阪、ええ、はー、ええ。これはなんか収束に向かったということを意味しててね、ええはい、だから、それはもうすでに2週間とか3週間ぐらい前の状況で、あの計算の仕方からするとね。はい もう再生酸素一を下回っているんだからもう今やるなんてもナンセンス中のナンセンス 2>,、はい、えっと2週間前の火事の連絡が今来たから<ー>消防車を出動させて、えー、現場で水かけてるみたいなでも火消えとるがなみたいな、はい、まあ話ちが1個あるんですけど、えー、まあそれちょっと置いておきましょうそれよりも、ね、今日のポイントは、ね、やっぱりね吉村さんが、ね、酒飲むな言うてるんですよ。はいえー、酒飲むなですよ、えー、で今まではお昼間とか、まあ、出してたんですよねお昼間も出したらあかんと、はい。 でこれ小池さん、8時になったら電気消せ言ってるんですよ。さらに小池さんね、家で家族以外と酒飲むなも言ってるんですよ。さらにコンビニで酒売るなぐらいまで言ってるんですよこ。はい、これはねちょっとね、ここで、ね、あこいつら頭おかしいわと思わない国民が、えー、お前の頭がおかしい,はい、えー、正気を取り戻せですよそうですねこれね。 正気を失ってるんですよ、えーはい、だから今の話酒が悪者ってことでしょそしたらねスターバックスで1時間ベラベラベラ喋ってていいのかとかね、えーえー、いう話ですよ。はい、で家族家族だってそんなめったに会わない家族がね、えー、会って一緒にベラベラしゃ喋ったらうつるだけじゃない僕はそれをやめろって言ってるんじゃなくて、はい、もうなんか言ってることがちぐはぐででたらめでめちゃくちゃだってことですよもりね。 お酒をやめろはね、うん、僕はこれはもう、言語道断です。ーーはい、これね、あのみんな分かりますかね、僕は特に大人になってからお酒飲むようになって、本当によくわかるようになりましたけどね、ええ、料理というものは、お酒とともに食すようにできてるんですよ。お酒嫌いな人とか好きな人もまあいるでしょうけど、ええ、やっぱり、ね、ちゃんとした料亭だとか、レストランとかね、かフランス料理なんかとかでもね、食事をしながらワイン飲まないなんてね、 クレイちょっと正気あんのかお前っていうことなわけですよ。でこれは食事というものの文化そのものなんですよね。はい、でさらに言うとね、あのー、ギリシャローマン神話にはばっかして紙が出てきますしね、はい、スサノオノミコトはヤマタのオロチをやっつけるときにお酒を 使うわけですよ、えー、でさらにおみきだって仏教宗教で使うしねにあ、えー、とキリスト教ではあの牧師さんが血とキリストの地としてワインをいただくわけですよ。はいえー、だからね人間が生きていく上で必須であるところの文化の中心にお酒ってあるんですよ。はい、それをねやめることで完全に人の命が救われるんだったら、まあ、しょうがないところあるかもしれないけど。はいえー お酒飲もうが飲もうまいが命と関係ない飲み方だって山ほどあるわけです,そうですね。ええ、一部にお命につ,かつながるかもしれない飲み方があるからといって全部止めるなんてね僕はねコロナのために人間やめろって言われてるように思える、はい、でこれはね何だろう別にお酒嫌いな人に関しても怒るべきですよ、ええはい、だからねたかだか政治家ごとき行政ごときにですよ、ええ、文化を止める権利なんて我々は付与してないはい。 文化そのものもなんだから、えー、で繰り返しますけれどもコロナの感染を止めるということの大義が十二分にあるんだったら、うんはい、やぶさかではないところもあるんです。えーただ 完全に無関係とまで言わないけど、ほぼほぼ無関係の飲み方があるわけでしょ、はい、だって、一人に餃子のおしょ食べに行ってですよ、ビール飲みながら餃子食って、どうやってうつるんですか、えーはい、そうですね、そのっさっきまで家族と一緒にべらべらべら家で酒飲みながら飲んで,、はい、飲んで食べてで、ちょっと夕食は外で食べようか、お父さん言って、外で食べて、そこでお酒飲んだから、どうやってうつるんですか。はいえー で気をつけてればねですそうですよでさらに言うとお酒飲まなくったってどんちゃん騒ぎしたらだめなんですよ、はい、紅茶だけで肺になるやつっているかもしれないんだから飛ま、ね、飛ばすのがだめなっていうことですから、ね、そこそこが問題なんですからだから僕はね、えー、人間をバカにしすぎだと思う、うん、もしもね感染をお酒に伴う感染を止めたいんだったらどんちゃん騒ぎをするなと指導すればいいんですよ、はいえー、どんちゃん騒ぎ、はい、大声で喋ってたら店長は 出て行けと言えるととそ、はい、そこの協力をしていう言われてるお客さんがいたら皆さんも白い目で追い出してあげましょうとかね、ええ、例えばもうそれぐらいだったらまだましですよ、はい、お酒をちゃんとゆっくりね、はい、こゃ喋りながら小さい声でボソボソボソ,ボソってお酒を飲みながら食事するってね、はい、文化そのものですよ。うん 生きるということは文化的に生きるということであってね、うんはい、素直かもような人生だと今すぐ殺せですよ僕なんて、うんはい、死ねとは言わないけど僕はもう死ん,死んでやってもいいそんな文化がないんだったら、はい、それが人間として生きるということなんだからね、うん、それを小池はね吉村はね、うん、死ねと言ってるのに等しいわけですよ、うんはい、これを大げさだと思う人はいると思う、うん、だけどまあ言われてみたらそうやなと思うリスナーの方も多いんじゃないですかね 今、どれだけひどいことを行政が言っているのか、そして生きるとはそもそも何なのかを考えてもらいたいですね。えーうん 何騒いでるんですかコロナで。だから新型コロナウイルスのもう一回私たちは何がその防ぐために大事かっていうのをねいつでもこの基本に立ち返んなきゃダメなんですよね。そうそう今東京さんのしたらいいって話じゃないですか。えーはい、お酒かげで悪いわけじゃないなん。でもない、はい。キャンプまでやめろって言ってるわけですよ。そうなんですよね。三密じゃない言うてんねん。はい、どうやって映るねキャンプで。一、えー、人でっていうか二三人で家族で行って隣離れてて風が吹いてて。はい、どどんなコロナ今日 もうたくさん入ってるやつですか、それで人に移すなんて。はいまあ、なんかあの最近のニュースでね、データで外の身もね、あんまり近しく、うん、まあ確かに飛沫を飛ばしてれば、それはやっぱり感染しますからね、でも,それも、れでも直接飛沫が飛ばなかったら、風で流れていくんだから、はい、空気感染の確率はゼロなんだから。えー、はい といううここなんですすよねで吉村知事こうも言ってます、うんうん、個人の自由を制限できない路上飲み、公園飲みもアオパトでチームを作ってお願いするだけ個人は自由であるべきだけども感染症が急拡大する社会で多くの命を守るためには個人の自由の制限を国会で本格的に議論すべきとでこの発言に兵庫県明石市の泉市長が政治家の責任放棄と厳しく批判しています。えこれをを受けてて吉村知事はタブー視して議論を終わら やらせていいのかと反論したということなんですかね。もうねあの吉村の顔見てくださいよ。えー、あのつるんとしたうちの学生の M. 1修士の一年ぐらいの男としての顔としておかしいでしょ脳<ー>の。あ<ー>これどういうことかというとね。えー 机上の空論なんですよ、それは完全に。もちろんね、はいあの、公益のためにですよ、福祉のためにですよ、個人の制限を、ええ、行動を制限するという、今、吉村さんがおっしゃったようなことってあり得ますよ。はい、で、それがこのコロナの問題に適応できるかどうかを問うてるんですよ。そんなもんね、M1 の学生でも言えるような、そんなもんレポートに書いてるようなことですよ。ええ、そんなもうね、 それがここの問題に当てはまるかどうかを議論してるのにね、そんな気象の苦労をでて、それに関して、泉市長はね、怒ってるわけですよ。何を言ってるかというとね、大阪府知事は有害だ、自分が病床確保していないのに、それを国民に転嫁して、試験制限をするとはまさに政治家の責任放棄だと、まず最初に政治家というものは、病床を確保することだろうと、その上でですよ、その上でですよ。 どうしても足らないんやったら、個人の自由を制限するとこやぶさかではないところあると思いますけども、はいで、基本的にこう,こうおっしゃってるんです、泉さんは、はい、試験制限は基本的にやってはいけないことなんです、はい、でそれを僕は言ってるんですよ、はい、基本的にやってはいけないことだけども、やらざるを得ない時があると思う、でやらざるを得ない時なのかどうかを問うてるわけですよ、はいで、そうじゃないというふうにしか思えない人がいっぱいいるわけですよ、僕はそうじゃないと思うし。はい いやこれで止めるんだったらもう一回言いますけどね、ええ、交通事故で死んでる人いっぱいいるんだから車使うのやめろって言うべきですよ、<ー>吉村さんも、小池さんも。はい、あるいはインフルエンザで死んでる人ってたくさんいるんだから、インフルエンザがかからないように毎,日毎年毎年行動制限をかけるべきだと言うべきなんですよ、うん、彼らは。はい、肺炎で10万人の方が死んでるんだから肺炎で死なないようにするためにどうしたらいいかの行動制限をかけるべきなんですよ、かけてこなかったんですよ、はい、ただ今、このコロナという問題がテレビで話題になってるから、やってるだけじゃないかと<ー>思いますね、僕は。えー はい、であの吉村知事ですが、新型コロナウイルス対策として、府が3月1日から呼びかけた、4人以下でのマスク会食の徹底に反して、府の職員が会食したケースが3月1日から今月6日に72件あり、332人が参加していたと発表しました。まあ、ですから、この自分の身内のところがやっちゃってるってことは、まあ、結局、徹底できてないってことなんでしょうね、そのリズムが浸透してないってことなんですね。いういうとなんてでさらに言う 当初の人人だって23人飲んでたわけでしょ何、はい、かあったじゃなないでですかかりましたでなん医系機関とか含まれてたわけでしょあれお医者さんたちでしょ、はいえー、だからこんなもんやってもしょうがないと思ってるっていうことがもうバレバレなわけですよ、えー、そんなものでねだってお酒の文化を潰しで感激の文化を潰し映画の文化を潰しでアウトドア文化を潰してるわけでしょ、はい、だからね命も大事だけど文化は大事なんですよ いやもう生きることそのものですからね、えー、日本国家が日本国家として存在する意味なんですから、文化というのは、はい、それがなかったらこんなふうに潰れたらいいんですよ。えーはい、だってそうでしょ、うん、うこの国家が存続することの意味というのは、文化を守ることですよ、はい、その中心にだって国体があるわけじゃないですか。えー、ですからも言わないけど。一回私たちは、だからね、あの基本を守ってれば大丈夫なわけですから、そ,そこなんですよね、忘れがちなのが。どこもそうだし <laughs>

And I'm

のあらゆるるる場所で文化活動を行う際の参考考になるととえていると語っていい語っます先ほどあの藤井さんが語られたこの文化っていう言葉がここに出てきてますけどもこのだから文化のために何をやるのかっていうやり続けるのかっていうのもこれ大事だっていうのはスペインのバルセロナで実証実験が行われてるってことですね。 これ同じようなこと、去年ね、僕らもやりましたね、藤井さん。どうだったかな、吉祥寺か、なんか八王子の、八王子だったですかね。えっと、あれ、お越しいただいたんでしたね私はちょっとたなかったんですねはいいやああいうのをね、やっていく。 っていう気概がやっぱりスペインは5000人規模でやるっていうのは立派ですよね立派な国だなと思いますね、えー、日本人はしょぼいね、えー、ダメね、はい、と思いますねだからこれもだから守るべきことを守って、うんえー、まあ簡易検査で陰性だった人がやってるわけですからこれはいけるじゃないかっていうことなんですよね、うんうん、これあの ペストっていいう神の有名なな小説があるじゃないですか、はいえー、そこで問われてるのはまさにこの問題なんですよ。えー、そのペストなんてもうコロナの何百倍もやばいものでかかったら7割ぐらい死んじゃうって黒、えー、死病ってやつですけど、はい、それが蔓延するフランス領の町での話なんですけど、はい、そこでやっぱりねそんな状況下でも生きるとは何かっていうね ことを問うてるんですよね、はい、だからその状況下で初めて人間が生きるっていうのは何なのかっていうのが見えてくるわけで<ー>それがまさにこううスペインでのこの5000人のライブだとかね、えー、そういうものとつながってると思うんですよね。えー、皆さんね是非ねテレビ見てコロナ怖いって言ってる気持ちがあってもいいけれどもそもそも何なのか、はい、何してんねん何,何しに僕ら毎日生きてんねんっていうのを。えー ですねうん、あとはこれはちょっと残念な方なんですけれども、うんうん、緊急事態宣言中に興行を行ってきた都内の4つの要請があさって5月1日から5月11日まで休業することが分かりました演芸場への要請は休業要請ではなくて無観客開催、えーま、社会生活の維持に必要なものを除くわけなんですけれども無観客開催とされていましたで。無観客開催は現実的に不可能なため、ま、これまで と同じように、えー、お客を入れての開催で行う決断をしたんですしたんですけれども東京都から無観客で行えない場合は休業を要請するという、まあ、こういう意向を受けて今回は休業となったってことなんですけども、まあ、先ほど藤井さんおっしゃったこの文化、うん、日本の伝統もですね、まあ、結果的にはお休みせざるを得なくなったってことですね、うん、残念ですね。えー まあだからここまで、えー、やるべきものなのかどうか、改めてですね、すねそういういこことがありますねの4つの寄せに関しては、僕はもう、はい、こう書いたんですよ、ツイッターでね、はい、もう日本ってだめだなと思って、もうかなり絶望的な気持ちになってた中、えーその、この4つの寄せだけは開くというのを聞いて、はいえー、あこの絶望的な状況の中でも、小さな希望を見た気がしますと、はいえー、日本もまだまだしてたもんじゃないですねって思いましたって書いたんですけど、なん、えー、や、してたもんやったんや。 あとはですね今年夏の東京オリンピック・パラリンピックについて政府や東京都大会組織委員会と IOC 国際オリンピック委員会らが オンラインで協議を行いました。各競技場で、競技会場で受け入れる観客数の上限について、6月に国内のイベント基準に準じて判断することで合意しました。都には3回目の緊急事態宣言が発令され、変異した新型コロナウイルスも拡大してきています。宣言の効果や今後の感染状況を見極めるため、観客数の上限は6月に判断することになりました。大会関係者によると、収容定員の50% や無観客の会議で、無観客といいった案が浮上していますえ組織委員会の橋本会長議後の記者会見でえ観客の規模についてはぎりぎりの判断として無観客という覚悟は持っている現段階でフルスタジアムは非常に厳しいと理解していると語りましたオリンピックで観客を入れるか否かということなんですけども藤井さん、このあたりはいかがですか。うん、も ええうん、あんまなんかコメントする感じもないしね、はい、する感じなし、うん、見なはったらいいんじゃないですかね。はい えー、そしてあの東京オリンピック・パラリンピック期間中の感染対策、これを巡っては丸川、ね、オリンピック担当大臣が東京都から大会期間中の医療提供体制が示されておらず国としての支援を検討できないとして、えー、懸念を示しました、まあ、これに対して小池知事、記者団に対し連携しながらやっていくことなのでコミュニケーションをしっかり取っていく必要があると、まあ、こういうふうに述べました。 オリンピック開催するにあたってワクチン接種やコロナ医療から、うんえー、この大会が医療関係者を取ってしまうのではないかという懸念も生じている中、うん、国と東京都が責任を押し付け合っているように、まあ、こういうふうにも見えるという指摘、ねうんああうね、これねまずあの、えー、我れ知っておかないといけないのは英語の記事とかフランス語の記事とかを、ねえー、まあ見ると、まあ、僕も全部見れるわけじゃないですけど、えー、ものすごい、ね、日本がこれ危ないやつだなと思われているわけですよ。ね ワクチンだいぶ進んでるわけじゃないですか、向こうは、うね、まあ僕はワクチンそのものが必要でないとは思いますけど、ええ、まあ今、外国のスタンダード、基準においては、ワクチンを打つのがもう先進国として当たり前なんですよ、でましてや、人様の国の人たちをたくさん集めてね、はい、でうわーって密にして、オリンピックをやる国家、日本においてね、ワクチンがどんだけ進んでるのかって興味があるわけです、そしたら 1%, 1なんですよ、うん、なんじゃこりゃと思ってますよ、ええ、こんなあ危うのでいかれんやないか、お前、ということになっててね。ええうん でほんまにこれ、いけてんのかとこう見てるわけです、はい、で、もう今、緊急事態宣言、小池さんとか出してるでしょ、はい、あこれがもう、オリンピックできるまでの最後の手口やわな、と見られてるわけです、はいまあ、外国からはね。それで今、日本がね、その文化を潰してまでね、はいえー、吉村さんなり、その小池さんなりで、菅さんなりがね、はい、緊急事態やって、行動制限やってやってるのね、えー、あれはね、まあ、半分ぐらいはオリンピックでかっこつけたいからです、うん。はい でそれで僕たち、こんだけ行動制限してるんだ、もんだから大丈夫だよんって言おうとしてるっていうのがあるんじゃないかと疑われるわけですけど、ーーえー、それ以前に、いや、ここまで時間があってんから、ワクチンをちゃんともう、広めとくのが前提やろと、はいえー、フランスなんかだったらね、例えばのディズニーランドみたいなとこがあって、そこを全部ワクチン接種会場にしてね、はい、週末は、えー、でも、ガサー、そこに置い込んで、バサー、打ってるわけですよ。えー 繰り返しますが、僕はワクチンなんて、僕は必要ないと思うし、こんなもん放っときゃいいと思ってる、個人的な意見はありますけども、ええ、今、このオリンピックを政治としてやっていく上には、もうそれぐらいのことをやっていくしかね、しょうがないというところに来てるわけですよ。ええ、で、緊急事態宣言なんかやってると、さらにやばいってこともなるけれども、緊急事態宣言は、対応病床を減らしておらえなくなったわけでね、はい、こんなもんちゃんと1年前からやっとけば、はい、オリンピックをやるの決まってるんだから、ええ、対応病床を増やしとけば、緊急事態宣言もやらんでいいし、はい、でワクチンだって準備しておけば、もう外国の人も安心できる,できるわけじゃないですか。はい これで何で何すかあの人類がコロナに打ち勝ったシンボルとしてやる、お前、負けとるやんけですよ。ーーえー、そうか <laughs> 外国から、ね、ワクチン接種が進んでいるところから見れば、うん、全然勝ってないじゃんっていうことですね、これね。だからむしろね、日本は全然広まってないっていうことをアピールしたりね、はい、欧米はこんだけど、日本はこんだけなんだと、はい、で対策もこんだけ素晴らしいものをやってて、えー、行動制限なんてかけなくったって、ちゃんと回ってるんですよ、はい、と、ワクチンなんてやらなくて回ってるんですよぐらいだったら。えー 筋が通りますしそれははは本当は可能だったはずなんですよ、えー、でももうテレビでなんかやばいやばいって言って緊急事態や磯、えー、人やなんやってやってるでしょ、えー、だからねもう僕が外人だったら日本見て、はい、うわこいつら全員5歳ぐらいやなはあ、はあ、と僕が外人だったら思うだろうなと、えーえー、日本人として恥ずかしく思います。えー、まあ守って いたはずなのになんでまた緊急事態宣言出てんだろうなみたいなね、うん、そういうおそらく見方もあるんでしょうからねはいまあいずれにしてもですね緊急事態宣言が5月11日まで東京は4都府県ですけども、はい、まあ出ているとこういう状況の中のゴールデンウィークですもんね。 文化放送おはようテラちゃん時刻8時49分です 今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ビジネス最前線。今朝はアメリカの話題です。アメリカのバイデン政権ですね、主に個人富裕層への増税、これを財源に育児や教育を支援して格差の是正を目指すこの新たな経済政策構想、アメリカの家族のための計画、家族計画をまとめました。10年間で1.5兆ドルといいますから日本円でおよそ160兆円の の税の増収を見込んで計画の財政規模は減税分含めて1.8兆ドルを想定しています。増税にこの野党の反発は強く実現への難航は必至とも見られています。でこの3月末に表明したインフラなどに投資する雇用計画に続く経済この経済政策構想の柱となっています。で財源はいずれも増税を想定しています。で前回の雇用計画は企業増税を財 財源とし15 15 2.5年年で15年でで兆ドルの税収増を見込んでいます。で一方、家族計画の方はですね、富裕層に的を絞った増税を目指すとこの2つの計画を合わせて全体で必要な4兆ドル規模の財源を賄う算段ということなんですがまあ、この今回のこの家族計画の方は主に個人富裕層への増税、うん、これを財源に育児、教育を支援していこうじゃないかという計画なんですが、うん、これ、藤井さんどう これは非常にバイデンらしい税制改革なんですよね。で、僕はこれ、8割方賛成でですね、こういう増税、僕は増税にもちろんね、消費増税には徹底的に反対をしていますけれども、こういう要するに富裕層から税金を取る、あるいは法人から税金を取る、要するに法人税と所得税、とりわけ累進性を強化することで、増税をするという方向は、 僕はこれはこ全然大変結構なむしろね、ええあの、新自由主義と呼ばれるう流れの中でね、ええ、これと逆のことをずっとアメリカ政府のみならず、日本政府もやってきたんですよね。もともと日本人っていうのは、高額所得者はもう9割ぐらい税金取られてたんですよ。だから、中国とか稼いでる人間はもうほとんど税金取られてる。ええはい いうようよな状況があったのが今も随分下がってきて富裕層でも4割とかになってきてでさらにあの金融所得キャピタルゲインインカム原因で株の売買とかでね儲けた場合だったら一時期10%だけだったんですよ、税金っても,うものすごい税金低かったんですよ、今ちょっと20%に戻ってますけども。だから そういうになってきててきね所得税ってものすごく金持ちが楽できる方向に変わってきたのを少し揺り戻したということなんですよ。だからそう思えばね、はい、別にこれ増税っていうとちょっと聞こえは悪いからね、はいええ、なんか増税してなんか経,経済悪くなるやんかっていうようなイメージがありますけどこれは今までやってきた、はい、あのー キャピタリスト要するに資本家たちを優遇する税制改革をちょっと揺り戻したという側面が色濃くあるわけですよ。えー、でこれを通して所得の再分配っていいますけどね富、はい、めるものからあの貧しい人にお金が流れるようにしましょうということですから、はい、格差を是正しましょうということでね、えー、でこれはあのピケティなんかがずっともう10年ぐらい前にそういうことを告発して話題になりましたけれど。 あのー、この戦後一貫してずっとアメリカなんかが特に典型ですけれどもお金持ちはどんどんお金持ちになって貧乏にはどんどん貧乏になっていって、はい、上位1%の富人たちの富の合計値っていうのが全国民の4割とかね、はい、まあそんな状況に下の方から数えたら半分ぐらいの、うん、貧乏な方々の人口を の所得と同じだったりとかね、ええ、明らかにインバランス、バランスを書いた状況があったんで。それを是正しようと民主党のバイデン政権を持っているんですよね。で、僕八割って言いましたよね。ええ、で、なんで二割マイナスにしてるかっていうと。ええ、財源って言ってるところなんですよね。うん、はあ、ええ、これ誤解があって、はい、あの政府に財源なんていらないんですよ。はい、あの財源はもう国債なんですから。はい、あの基本的にすべての支出は国債が財源なんですよ。で、それとは。 それで財源を国債で調達して使っていくと同時にそれとは別に、あのー、バランスを取るために税金も取ってますよ。はい、でその両者をバランスさせるバランスっていうのはの一致させる、はい、マッチさせる必要って、まあ、ないんですよね、はい、でなんか取ってきたお金を使うっていうのが財源っていう概念じゃないですかだから財源って言ってる限りあり、のー、問題になるなとか、うん、だから何かやろうと思ったら<え>必ず増税せなあかんって話になってきますから、はい まあ財源って言っちゃダメなんです、ね、そうなんですす、ね、そこだけです、はい、でアメリカの,この家族計画というのは中低所得層の、うん、保育負担の軽減、うんうん、あと介護など包括的な有給休暇制度の確立ですとか、うんうん、あと幼児教育の機会拡充、うん、これにそれぞれお金を分けていくと、うん、支援策が並んでいるということなんですけども、うんうん、あと3月の1.9兆ドルの,この経済対策で拡充した子どもがいる世帯のこの税額控除の期限これを 手を伸ばしたりだととかこ、えー、こういういですね子育て世帯への事実上の手当てというものもこう考えてみたりだとかということですねあとは、えー、この同時に学び直しの機会これを増やすために日本の短大にあたるコミュニティカレッジの無償化ここにもお金を投じるということですね。 ええー、ええー、まあこうやってこう分配して、えー、<う>子供たちを良くしていこうっていうかね、そう,そういう気持ちなんでしょうね。うん、だからこのバイデンのね基本的な思想っていうのが大変立派な。はいはい いいいことだとだ思います、えー、一方で、我が菅内閣がどうかというと、えー、まあ正反対、<ー>まあ汚い言葉ですけど真逆そのものもなんですよね。だってあの消費税は増税したわけじゃないですか、はいえー、でさらに社会保障料だって高齢者の負担を増やしたわけだし、はいえー、で子ども手当を減額したわけだし国民負担というのを、ね、超絶に引き上げてるんですよ。 今、菅内閣というのは、はいで、大型経済対策やるでとか言ってる割にはです、ね、はい、外のお金というのは、いわゆるキャピタリスト、富裕層、資本家には流れていくんだけれども、えー、法人には流れていくんだけど、国民にはほとんどお金を回さないと、はい、いうことなんですよね。ね、えー、これは、ね、本当に二重の意味でバカでね、一重目は当然ながら貧困格差対策になってない。はい っていうことですよね、えー、格差を拡大するの是正っていうのが政府が存在する意義そのものですから、えー、1> の1つが、ねはい、あの平等にするっていう公平性を保つっていうのが、ね、それができてないのが1つで、もう1つねあのこれあんま知られてないんですけども、あのー、所得あの消費成功、はい、もらったお金の何割使うかっていうのはね あの貧困層の方が高いんですよ、高収入層って所得、はい、貯蓄するので<ー>あの、だって10億稼いで9億使えないわけですよ、はい、でも10万稼いでる人間、9万使わざるを得ないんですよ、<ー>だからねあの低所得者の方にお金を充当すると、さーっとお金が経済に回るんですよ。<ー>だからあの 格差を是正その低所得者に厚い給付をするということは、差を是正するのみならず、ええ、経済対策の合理性も非常に高いんですよ。ええ、高齢者にお金配ったって、あんまり市場に回っていかないんですよ。ますま大きいけれども、ええ、あの全体のキャッシュフローで考えると、消費成功が低いので、高齢者優遇ってあんまり意味がないんですよ。低所得者優遇の方が、マクロ経済対策、意味があるってこれはもう常識なんですよ、ね。ええええ その意味で菅内閣はバカなことやってるんですよ、ね、はい以上ビジネス最前線でした文化放送おはようてらちゃん さて政府は2030年度の温室効果ガス削減目標で2013年度に比べて45%に引き上げる方向で検討してきてましたがさらに1%引き上げて46%減とする方針を示している、まあ、これご存じの方多いかと思いますで小泉進次郎環境大臣これについてテレビのインタビューでくっきりとした姿が見えているわけではないけどおぼろげながら浮かんできたんです46という数字が。え聞きき手のアナウンサーが浮かんできたと聞 聞き返すととシルエットが浮かんできたたじましたこのやり取りが放送後話題読んで46としたこの根拠 <laughs> 実現方法について <laughs> 政府から明確な説明はなされてない <laughs> 横浜の市街局番が046だとかおぼろげ坂 <laughs> 46の新しいアイドルかとか46は新次郎の次郎から来てるんじゃないかとか次郎次郎えね次郎新次郎揶揄されてるんですがおぼろげ一言お願いいたします。 いや、いいですか。はい、ほんまにアホですね。<laughs> これ。<laughs> もの本ですね。我が日本の大臣。はい、ちょっどしっかりしてよ、大臣。はい、おもろげに。言ってるばちゃうで。ごめんね。そう、ごめんね。あ、そですね。こいつ。<laughs> 京都大学大学院教授、藤井聡さ,さんでした。<laughs> 藤井さん、ありがとうございました。明日も、おはよう、寺ちゃんはですね。え五、ー、時代六時代七時代充実した、ラインナップでお届けをしてまいります。詳しいことは、明日聞いてください。この後、国丸ジャパン、極みです。おはよう、寺ちゃん、また明日。今日もいい一日にな。り 4月29日木曜日昭和の日5時になりました。 おはようございます。寺島直政です。外は明るくなり始めておりますが、路面も濡れてますね。私が外に出た時は傘を差しました。え、そんなに強い雨ではないんですが、ポツポツとあの傘に、この雨水が水滴が落ちる時に音がする程度でしたね。ただ、そんな中でもですね。まあ、部分的にはその雨雲が薄かったと見えて、丸いこの月のこの影のようなものが、えー、向こう側にいるよ。 っていう、まあ、そういう、あの、明るさも見えた次第です。今は地上からですね。一、えー、割ぐらいが少しだけ、このピンクに近い赤っぽい色、こちらとなってますね。 その上の方は重たそうな雲ですえ気温は暖かめで18度ちょうど南よりの風が0.7メートル浜松を吹いてますラジオ機のあなたの周りいかがでしょう今日からゴールデンウィークお休み連休という方多いでしょうね、えー、いつも通りのお仕事もしくは生活をされるって方ももちろんいらっしゃる寝床でしょうかねそれとももう何かあったかい飲み物もしくはあ今日はちょっと寒くないから冷たい麦茶でも飲んでみようかななんて思って どこかで聞いてくださってる方もいらっしゃるでしょうね今朝の関東広い範囲で雨が降っています今日は1日通して雨が降るでしょう特に夜雨足が強まって雷を伴って激しく雨の降るところもありそうです落雷突風急に強まる雨にご注意ください 風も強まります横殴りの雨になる可能性もありますね朝の気温高いものの日中の最高気温昨日よりは低くなりますそして雨が本降りになってくる日中は少しひんやりしてきそうです東京地方今日は雨降水確率午前50%午後70%夕方6時以降が80%明日は晴れ時々曇りの予報です 現在波浪注意報が関東の海沿いですね強風注意報が東京23区伊豆諸島神奈川東部千葉県茨城県に出ていますさて今朝のおはよう寺ちゃんはロシアと結びますロシア在住ジャーナリスト徳山飛鳥さんです徳山さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いしますこの可愛らしい声を あの以前も聞いたっていう方は3月10日のおはよう寺ちゃん活動中も聞いてくださっていたってことになりますがね。恥ずかしい、ね。いやいや。ご無沙汰しております。その後お元気ですか。す。はいあのすごく元気です。あり,ですありがとうございます。はいこれからのいろいろロシアのお話たっぷりと聞かせていただきますが、あの今東京が日本はですね5時朝の5時ですがロシアと時差6時間でしたっけ。 はいそうですと、はい、いうことは前の日の夜の日夜時ですねロシアといえばもちろん知らない方はいらっしゃらないんですけども人口が何人だとかね国土どれくらいかというと簡単に申し上げると人口はまあ日本と同じぐらい、まあ、ちょっと多めの1億4600万人ぐらいで国土はもうとにかく世界一大きい国ですからね日本の45倍ぐらいですか。 あ,あ、そんなにありますか?。そうなんですね。え、いえいえ、え、え、ま、私もあのとあるもので調べたら、そういうふうに出てきたんで。そんなあったんだって、あ,あの、改めて,改めて、そういうところに徳山さんは今お住まいなんだなと思って。はい、徳山さんの肩書きとしては、今ロシアにいらっしゃるジャーナリストでよろしいですね。あ、はい、そうです。はい、え、もともとはあの兵庫の神戸市生まれで、そして、えー あの日本の大学をお出になって、えー、通信社に入社してそこから今度は露ロシアに拠点を移されたっていうことですよね。はい 今、やっぱりラジオを聞きの方も気になるのは、日本もですね緊急事態宣言が4都府県で、えー、出たりとか、あとはそのまん延防止等重点措置というのが出ていたりとか、えーまあ、そういうふうな感じで、今、1日にロシアっていうのは、新型コロナウイルスの感染者って、どのくらい出てるんですかあそうですね、1>, <え>1日に8000人くらいですね。はい あ、そうなんですね。まああのー、スプートニクう V でしたっけあのワクチン。はい。ええ、これはもうどんどんと打ってる感じですか？あ、そうですね。ええ、あの着々と打ってましてだいたい今。 1160万人くらいが打ったと、はい、まああのだいたい人口の8%くらいまで、は,ーは,ーはい、もう打ってる感じですね。そうなんですね。あの徳山さんの周りでもやはり新型あとあともう一つそうだそうだあのこれ聞かせてください。今日本でもですね変異株。 まあそれも二重変異株だとかねインドの方から入ってきてるなんていう、まあ、そういうことがでどんどんイギリス型に置き換わってきてるなんていう風なそれ,だそれが協力化してるんじゃないかっていうようなことが言われてるんですがその辺り、ロシアはいかがなんですか。 そうですね。<え>あのイギリス型の変異株っていうのも、はい、あの出たんですけど。ただ正式に認定されたのが、<え>まあ何百件程度で。はい、あの、と思う、ということは、あまり、<え>そのいちいちかかった人全員が何型なのか。っていうのは調べて、くれていないんですね。<え>で、私もかかったんですけど。自分が何型だったのか、変異株だったのか、どうかは、全然。 いいらないので、はいはい、ちょっとここの辺の数字にはロシアの数字はあんまり意味がないのかなと思います先日もお伺いしましたが徳山さんがそのかかったのは私は今年の1月から2月にかけて2か月ほど、はいはい、病気してましたが2か月というのはそのウイルスは体の外から出ても調子が悪かったって感じですか 体の外から出るまでに、はいまあ、PCR 検査で陰性になるまでに1か月以上かかって、はい、っでそれからあとあのまともな日常生活に戻るまでに3週間くらいかかってでトータルで2ヶ月はかかりましたね入院されたんでしたっけあいえあの自宅療養でした、はい、ロシアはやはり自宅が多いですか、はい、そんなにこう重症化しない人は。 あそうですねあの肺炎の程度によって分かれてまして<っ>で、まあ、全部で4段階に分けていて、はい、であの程度の低い、まあ、1段階目と2段階目の人は自宅、はい、でそれ以上悪い人は病院ということでっあのきっちり分かれています,そんなんで,す、ね、でも1か月も PCR 検査を受けてなかなかウイルスがその外に出てくれなかった結構、つらかったでしょう。 あ、すごく辛かったですね。毎回検査結果が出るたびにもうすごく落ち込んじゃって、<え>あ,あ、また陽性だったかと思って辛かったです。もう微熱が続くって感じなんですか？あ、熱は特にあの最後の方は下がってたんですけど、<え>まあ咳。 すそうなんですね、私の,場合はねあの日本では例えば濃厚接触者、その感染経路が分かっているケースと、まあ、感染経路が分かってない、今、東京に限っては若干、感染経路が分かってない人が多いんですけれどもあの、徳山さんは誰からかあの感染したっていうのはお分かりになりました 私は、ええ、あの分かりました、いいのか悪いのか<え>あのその場にしたいた人全員が感染してしまったのであの時だったなというのが自分では分かりました。ええ差しえななかかっったたらどんん時だったんですか それはですねあの本当お恥ずかしいんですけど1月にあのお正月にですねあのお友達のお家にお呼ばびしてあの行ったらそこでみんな感染しました。話そうとか言ってて感染しちゃったって感じなんですね。えなんかあのまあお食事をしたくらいなんですけどまあでもやっぱり2時間くらいは喋ってたのでいや気をよ しししてしまったたなと思うでいや,いや徳山さんはね大変だったかと思うんですけど今ラジオ機の方は非常に参考になるんですあやっぱり静かに食事しても2時間ぐらいだったらマスク取ってね食事でそんな脇が騒がなくても感染する可能性はあるんだなってことですね、うんまあ、ただちょっとおしゃべりしてしまったのでやっぱりあの黙々と食べ,た、はい、食べなければいけませんね結構にぎわったんですね。<laughs> <laughs> はい、また後ほど徳山さんいろいろお話聞かせてくださいよろしくお願いいたしますはい、はい、よろしくお願いします、はい、今朝のおはよう寺ちゃんご時代はロシア在住のジャーナリスト徳山飛鳥さんと結んでですねいろいろお話を伺います 今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはてらアットマーク j o q r ドットネット。ツイッターはハッシュタグおはようてらちゃんでつぶやいてください。たくさんのメール、つぶやき、お待ちしています。今朝は特にどういう状況で仕事を今から行きますよ。もしくは、ね、あの、今日、今日から休みですよ。そんなところも教えてください。時刻5時10分です。文化放送おはようてらちゃん。今朝も9時までお送りします。 時刻五時十七分です。おはよう、寺ちゃん、この五時台は、今朝はですね。ロシアにお住まいのジャーナリスト、徳山飛鳥さんとリモートつないで、いろいろ話を聞いています。徳山さん、改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では、朝刊トップファイブいきます。四月二十九日木曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し、五つ紹介していきます。朝日新聞、橋本会長、無観客も覚悟。 東京オリンピック・パラリンピックをめぐる政府・東京都大会組織委員会 IOC= 国際オリンピック委員会らの代表者協議が行われました観客,数はえ観客はです、ね、6月に観客数国内スポーツイベントなどの上限基準に準じることこれを基本に判断することで合意しています読売新聞40年を超える原発再稼働決定 運転開始から40年を超えた関西電力美浜原発3号機と高浜原発1号機2号機について福井県の杉本知事再稼働に同意することを表明しました毎日新聞国民投票採決へ 自民・公明両党は憲法改正手続きに関する国民投票法改正案来月6日に衆議院憲法審査会で採決し11日に衆議院を通過させる方針固めました産経新聞北海上公益を再開 新型コロナウイルス貿易措置と称して、去年1月から国境ですとか港を封鎖していた北朝鮮、今年3月以降、中国との貿易船の往来、活発化させていることが分かりました。日韓スポーツ紀州のドンンファン元妻逮捕 多くの女性と交際した過去を綴った著書、こちらが話題となって、和歌山県の資産家、紀州のドンファンと呼ばれた野崎康介さんに2018年、致死量の覚醒剤を口から摂取させて殺害したとして、殺人などの容疑で55歳年下だった元妻が逮捕されましした事件から3年捜査急展開しています、はい、以上長官トップ5でした。 さてロシアのジャーナリスト徳山飛鳥さんですがあの今ですね7月23日からスタート予定の東京オリンピックですこちらロシアではどういうふうに扱われてますかあそうですねあのロシアは<っ>あの残念ながら、はい、あの国として では、<え>あの、オフィシャルには参加しないけれども。いはい、はい、あの、個人選手を送るという、ちょっと、その、はい、あの。まあ、あの、えー、逃げ道というか、抜け穴のような格好で、こう、参加するので。はい、あの、これに関するニュースは、そんなに多くはないんですね。はい。はい、あの、つい<も>、えー、あ、どうぞ。はい、あ、あ、ごめんなさい。あの、でも、あの、割と日本は、その、コロナを。 ロシアに比べたらあの全然いい状況というかあの、はい、抑え込んでるようなイメージがあるので、はい、あのそんなにい,いっても危険だというふうには思ってないあ,、まあ、あまりその問題視してないと思います。あそうですかあの日本のまだワクチンもそんなにロシアに比べて進んでませんけど接種も日本の,このロシアから見た、えー、まあ 5, 人台でですす昨日もですねその辺りの評価というのは皆さんどうされてます日本のこの新型コロナウイルスワクチンの感染者数とか死者ですね。 そうですねただ、絶対数がやっぱりロシアに比べるとすごく少ないので、はい、まあ確かにワクチン接種はあの、まあ、少ないですし自国のワクチンも日本はないですけれども、はい、まあそれでもというかあのヨーロッパのようなひどいイメージは全くなくて、えー、まあ日本はその、まあ、頑張っているというか比較的ちゃんとしているというふうに捉えられています。 ブイを使えばいいのにとかそういう意見はありませんか。<laughs> そうそうですね。<っ>あの実際あの日本のあのロシア大使もそういうご発言もされてますし、はい、あのロシアとしてはやっぱり自国のワクチンを世界に広めたいっていうのはすごくありますね。あるでしょうね。さてロシアといえばですね、あの縄張り縫いしのニュース、モスクワ市刑モスクワ市の検察ですね。ロシアの反体制派指導

続けてていいるためと説明していますこの陣営の呼びかけによって21日全土でナワリヌイ氏の釈放を求めるデモこれが実施されたことも問題視したということなんですがこの辺りのこのナワリヌイ氏の野党の党首ですよねロシアではどういう報道をされてるんでしょう そうですね。まあ、彼はまあ確かにまあ野党の党首というよりは今の政権にこう不満を持つ人が何かその望みを託すといいますか何か鬱憤をぶつける行動を起こすという時にやっぱり影が中心になると思うんですね。えーえーね で三月末くらいからナワリヌイさんはあのハンストをしていて、まあ、えー、あのまあ収容された刑務所の扱いがひどくて、まあそのお医者さんも来てくれないということで、ん背中が痛い、はい、腰も痛いの二面ど見てくれないってことですよね。そうですね。はい。それでまあ抵抗の意思を示していて、でその彼をあのまあ救おうっていうことで四月二十一日に、はい、あの若い人たちが 立ち上がったわけなんですけれどもなので一応一定の効果はあったというかそのあとナワリの医師はハンストンもやめましたしお医者さんも見てくれるようになったのでやっぱりでも拡大させたくないっていうことで一応その効果はあったのかなと思いいますすそうなんでねは徳山さんまた後ほど話聞かせてくださいはい。 時刻5時32分です今朝のおはよう寺ちゃんこの5時台はロシア在住のジャーナリスト徳山飛鳥さんとリモート結んで話を聞いています徳山さん改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい。さあそれではですねこの時間は徳山さんにはこのテーマで話を聞きますロシアのコロナ禍と映画くなしる ロシアの保健当局19日、新型コロナウイルスのロシア固有の変異ウイルスが確認されたと明らかにしましたシベリア型と北西部型、この2種類で、これまでのウイルスに比べて症状が重くなるというデータはないとしています。 ロシア固有の変異株の詳細、これは詳しいことはですね明らかにされていませんがただ、科学アカデミーの医療部門で研究を進める見通しでこうした変異株に関する材料が集まり次第公表すると述べましたこういうようなニュースがあの日本には入っているんですが徳山さん、改めてロシアであのこのニュースっいうのはいかがですか。 そうですね<え>、はい、あのロシアでも割と大きく報道されたんですけれど<え>、まあ、いかんせん詳細が全くわからないので<え>あのみんなあのこう詳しい情報をあの待っているという状態ですそういうい状況、はい、今あの、ロシアというのはロックダウンなどという規制というのはどのくらいかかっているんですかあ。全くかかっていません、ね はい全くないですね、ええ、自由です一時はかかってましたよね,ね 去年の春はあの3月、4月、5月は、はい、あのかかってたんですけどもうあの今年は全くないです、ねはい、ということは例えばです、ね、日本ですともうあの飲食店でもお酒出さないでくださいとか、えー、夜8時以降のお店も閉じてくださいとかデパートもそのあの生活必需品以外のところはもうお休みになっているという、ま、あの緊急事態宣言が出ているところは そうなってるんですね。ロシアって今、はい、そのあたりじゃ全く自由ってことですね。え、そうですね。えー、あの飲食店もあの二十時間やっているところもたくさんありますし、はいえー、あのデパートだとか劇場だとか、えー、あとまあその娯楽施設なんかも。 全部通通常通り営業していますすそうなんですねとあの先ほども8000人台毎日感染者が出ているという状況ですけれどもそのあたり、ま、今、日本は5000人台で戦々恐々としてますけどロシアの場合は8000人台ですけどももう少しこう表現悪いですから大らかな感じなんですか。 そうですね<っ>なんだかあの前がちょっと1日3万人とかですねはーはー年末はそれくらいすごく数が多かったので<っ>なんだか今はちょっとすごく気が緩んであなんだだいぶ減ったねっていうえ<っ>あの感じの,えあの雰囲気が蔓延していますすねそうなんです、ね、え徳山さん、ワクチンというのは接種はされたんでしたっけ 私はかなり最近コロナにかかってしまって1月ですね、それであのワクチンの集団接種が始まったのもあのちょうど1月だったんですね、す私が病気している最中に。なので私はあの今は抗体がすごくたくさんありますのであの亡くなった頃にワクチンを打とうかなと思ってます、はい、亡くなった頃っというのは具体的にはいつごろお考えですか。 そうですねあのこちらの,あのお医者さん曰くだく大体半年から1年弱くらいで亡くなる、だいぶ減ってしまうとは言われていますすそうなんですねあの先ほどもお伺いしましたけれどもスプートニク V というですねロシアのこの新型コロナのワクチンこれを去年8月にロシアは承認していてで今し今おつた、あの お聞きしたように1月から大規模な接種が始まって8%ぐらいの接種率と。 いうことのようなんですけれどもこのスプートニク V なんですが EMA ヨーロッパ医薬品庁と WHO 世界保健機関が共同で5月10日から新たな審査を開始すると明らかにしました現在はですね WHO と EMA のこの合同チームがスプートニク V の医薬品の臨床試験に関する基準これに関する審査を行っているといいますこのロシアはスプートニク V についてですけれども WHO の金 研究使用リストへの追加を求めているようですねえあの非常にこの国外での使用を拡大することに、はい、もうロシアは力を込めていますねえ、ええええ、それはあの、まあ、ロシアが国,国内でも打っていて接種していてそして効果もあるからこれはもうぜひとも全世界の皆さんに、えー、行き渡らせたいんだっていうことですね。 まあ、<っ>やはり、ね、このロシアの技術力をこう世界に見せる<っ>、まあ、チャンスといいますね、はい、でもロシアってもともとは徳山さんそんなに製薬産業っいうのは進んでいる国ではないというイメージがあったんですけども。 やはりあのやるときはやるぞみたいな感じでねえロシアであの手元の資料によると例えばすでに3種類の新型コロナウイルスワクチン開発してスプートニク V でしょあとエピワクコロナっていうのとコビワクというまあこういうこの3種類の新型コロナウイルスワクチンをもう開発しています。でこれだからなんでこんなにガッといけるかっていうと政府系の研究機関がどんどんいくんですね。 そうですね、ええ、この3種類ともあのそれぞれ独立した研究機関で、ええ、まあそれらにやはりこの政府が資金を割いていると、まあ、政府系の機関です、ねはい、が資金を割いているということもありもともとこういったワクチン開発はあのソ連時代からの得意分野でしたのでそういったもともとの下地というかこういう開発できる何て言いますか 土壌が整ってたんだと思いますすそうなんですねただあの一方でこの今、一番その有名なのがスプートニック V ですがこちらも海外から最初のうちはですねいやこの接種ってロシアンルーレットみたいなもんだよみたいなちょっとこう <laughs> や揄したような表現もあったんですがそのあたりというのはどう受け止めてますか。 そうですね、えー、やっぱり最初あまりにもや世界初と言いたくて急ぎすぎてしまったので本当は質は良かったかもしれないけども、えー、すごく悪いイメージをこう自ら与えてしまったなと思いますね。今ではあのこうイギリスの雑誌、まあ、有名な医学雑誌もまあスプートニック V の効果を認めていますしそういうやっぱり外国の あの権威ある人とか雑誌が認めてくれることで、はい、あのちょっとイメージも少し良くなってきたのかなと思いますあのランセットっていうね学術誌がこれを認めてそこから脚光をパンと浴び始めましたもんね,、はい、ねあのプーチン大統領もなかなか打たなかったみたいな話も入ってたんですけど <laughs> もう2回目も打ったんですよね、<laughs> でも、はい、プーチン大統領。 はい、大統領も2回撃ちまして、えー、あの映像とかがないので本当に撃ったのかなという声もあるんですけれど発表としては撃ったと、えー、あの言われています,そうですよ、ね。さて、そのプーチン大統領ですけれども21日議会で年次教書演説というのを行いました今年の秋までに国内で新型コロナウイルスの集団免疫を獲得するこういう見通しを示しました。 でプーチン大統領はえい、ー、あの,その,今年の秋までに国内で集団免疫を獲得するんだって言ってますがこの辺りあたり、うん、集団免疫は実はもうほぼ獲得してるんじゃないかという気がします。 はいモスクワとかサンクトペティルブルークではあの大体、人口の半分以上の人がもう免疫あ抗体ですね持っているんじゃないかと言われておりまして、まあ、モスクワ市の人もあの当局からもそういう発表がありましたのでなのでプーチン大統領はもうそれもすべてまあ承知の上でまで十分できると自信を持ってあの,あのように演説したのではないかと。 かと思いますそうなんですねあの今、重ねてお伝えすると緊急事態宣言東京にも出てますけども、えー、海外のロックダウンね先ほどもお話伺いました今はロシアも自由に外出ができお店も24時間空いてるというお話なんですけどもロシアは現在ですね感染拡大防止のためにどんなことを行ってるんですか そう言われてみますと、何を行っているのか、ワクチン接種、そうですね、ワクチン接種以外に、あんまり何も思いつかないですし例えば、テレビを見ていて、手をこまめに洗いましょうとか、マスクはつけろよとか、3密避けろとか、そういう、何かかはないです特にないですね。はい 公共交通機関では、はい、あのマスクと手袋を。はい をつけないとせせませんよ、ええって言,言ってますね、ええはい、言ってるんですけど実際はマスクとか手袋がなくても逃げちゃうんであ,あんまり意味はないかなと思います、ええ、確認ですけれどもあのお店も全部開いてるということですけどあの日本でしたらもうほぼ必ずお店の入り口にはアルコール消毒のなんかペダル式のだとか手で押す式とかあるんです自動で出てくるものとかそういったものはありますか、ロシアは。 そういったものはあの、えー、どんな場所にもあってあの自由に使えるようになってます、えー、あとはお店に入った特に飲食店なんかは何かアクリル板でかあの区切られていたり今までだったら100人ぐらい入れるところがもう少し抑えられていたりとかそういう工夫はどうでしょう,どう,でしょうかあ。そうですね、えー、飲食店は今 あのほとんどのレストランであの普通に席が全部使えるようになってますあ、ええ、でもあの苦い経験のある徳山さんのようにこの2時間以内に押さえてくださいとかあ,のあまりこの食事中は喋らないでくださいなんていう店からの,この注意というのはないですか 全く <laughs> そうですかだからこそ先ほどのプーチン大統領のもう秋までには集団免疫っていうそこにつながっていくんでしょうね、うん、そうかもしれませんね<え>こう自由に人が行き来して何か免疫が、はい、あのできてしまって そうなんですね。あと日本で行くとその特に若い方がですね、今までもその全くこの感染していると分からずにですね、えー、その家庭内にこう感染を及ぼしてしまうというようなケースもあるので、えー、そういったところを特に注意してくださいなんていうふうに言われているんですがロシアでは若者に対して何かアドバイスってありますあいえ若者に対してか たくないですね。はい、えー、えー、むしろ年配の方に対して、えー、そのまあかかってしまうと重症化しやすいので、はい、あの外出は避けてくださいとか、そういったメッセージはやっぱり主にそのお年を召した方向けに発信されてますね。えーえー、若者に対しては特に何もないです。はい、そうなんですね。さて、まあそんなコロナ禍です。日本の経済も大打撃を受けてます。ロシア経済はどうですか。 そうですね、まあ、今、だい大体、商売とか仕事とかは通常運転してますので去年に比べるとあの街の雰囲気もすごく明るくなり、ええ、あの経済もちょっと持ち直してきている気がします。そうですかええ あの日本ですとある程度の、まあ、ある程度というかもうスズメの涙という表現が合っているのかもしれないですけど、まあ、あの保証金みたいなね保証がえあるんですがロックダウンかかってた時にロシアの飲食店もしくはそういう休まざるを得なかったえお店には保証はあったんでしょうか。 そうですねあの、まあ、個人事業主とか非常に所得が減ってしまった人はあの個々で申請して、はい、あの保証金をもらうというのがありましたがあの額はすごく少なくて、ええはい、それで何かあのビジネスがこう生き延びれたとは思わないですね,ですね本当にあの今日明日のご飯代のような額でした。ええ、ああの も先ほどお話しいただきましたけれども、そのあまりの保証の少なさにデモとか起きなかったんですか。あ、その時は起きなかったですね。えー、まあ、あのロックダウンの時だったので、無理だったっていうこともあるんであ。そうか、出歩いちゃいけないんですもんね。そうです。出歩いたらもう、えー、とんでもないことになっちゃうという。えー、えー、そうでしたね。 さてそんなロシアですがロシアがです、ね、実効支配する北方領土の国後島こちらを舞台にフランスで活動する映画監督が作ったドキュメンタリー映画「クナシル」がです、ね、モスクワのドキュメンタリー映画祭で上映されましたフランスでは賞を獲得するなどの高い評価を受けている作品なんですがこの「クナシル」という作品徳山さんご存知でしたか はい、あの私は直前まで知らなかったんですが、ええ、あの知り合いに教えてもらって、ええ、あの、ええ、面白そうなのであの見に行ってきました。そうですか。これはどういう内容なんでしょうか。<laughs> あ、これはですね、ええ、あの監督が、ええ、あの現地に赴いて、ええ、あの久那島に住んでいる方々と。 対話したり、あのー、現地のこの風景、まあ人々の生活ですね、はい、そういうものをあの撮った作品です。えー、あの映画の中では監督自らがね、あのー その国後島に住むロシアの人と対話をしてで日本についての質問も投げかけていると現地の人々は日本人がいなくてもいい生活をしているという人もいればここは仕事がないクリル発展計画には意味がないこういうふうにこぼした愚痴をこぼすような人もいたとで日本と組んで雇用を作ればいいと考える人もいるということなんですがこれが本音なんですかね。 島で暮らす方々の、うん、そう考えている方はととても多いと思い思ますこれは領土問題のデリケートさっていうのを考えるとです、ね、多くの人がそのカメラの前で臆せず話したというのは、まあ、事実大変難しかったかと思うんですけどもこのロシア本土でこの国後島についてどういう考えを持つ人が多いんでしょう この本土の方、特にそのモスクワだとかサンクトペテルブルクといったあのヨーロッパに近いロシアでは、はい、まあほとんど何も知らないですね。 まあ、国後島、うん、っていうのが、まあ、大体どこにあるのかはみんな知っていますけれど日本とどういう問題になっているのかとか、はい、なぜそれが問題になっているのか、ええ、あはもう、まあ、ほぼ誰も知らないと思いますね行った人もすごく少ないですしあ、ええまあ、正直興味がないっていうところなんでしょうね。 あの64歳のコズロフ監督、まあ、今回のこの作品を作った方ですけども自分のことをソビエトの人間ととと呼んでいるということなんででいいるうこなすねでウクライナ人ベラルーシ人といった多彩な人間が生活するロシアですこのソビエトの人間という立場がこうした映画の撮影というのを可能にしたんですかね。 いや全くそう,です、ね、そうだと思いますい監督ご自身はあのフランスにお住まいですけど、はい、ベラルーシー生まれ、まあ、ベラルーシー人であのロシア語は当然、まあ、ネイティブでペラペラですしソ連というこのバックボーンですね背負ってるものがこう国後島の島民の方と共通しているのでああのそういった中共感を 覚えてこうより話をさせやすくしたというところがあると思いますねああそうなんですねあの監督上映後のオンライン形式での,その観客との交流では北方領土問題は複雑な問題だすでに76年間続いておりくなり島をふるさととするロシア人の住民が3世代にわたるとしてしていますロシアが領土を引き渡したとしてもロシア人の住民の扱いめぐって問題 が繰り返されることになる。まあ、こういうふうに語ったということなんですが、まあ、監督こういうふうに話してますが、徳山さんあのロシアにいらして改めてどういうふうなあの思いですか、うん。そうですね。もう非常にまあ、口惜しいというか悔しいというか、はい、やはり、えー、あのまあ、日本人がですね、自由に現地を訪れるように、はい、あのそういった た仕組みをこう、作らないと、えー、まあ、日本人としてもですね。そこがどんな場所かわからないと、やはり価値がわかりませんので。えー、なんか、こう、だんだん、まあ、どうでもよくなってしまうというか。あの、関心が薄れてしまうと思うんですね。はい、なので、もうちょっと、こう、アクセスをしやすくするとか。えー、何らかの策を、こう、講じてほしいと思っています。えー、徳山さん、もともと、北方領土に、ものすごく関心が。 終わりでであのロシアに興味を持ったっていうふうにあの先日のお話、えー、記憶してるんですけどもあのそんな中ですねこれやはりこの地域そこに住んでいらっしゃる方々のお気持ちももちろんあれば国と国みたいなね このぶつかり合いもありまして例えばロシア外務省の情報局長がですね定例会見で日本の高校の地理や公共,あの,公共の,この教科書に北方領土が日本の固有の領土と表記されている、まあ、これに触れて歴史の事実と第二次大戦の結果に矛盾する嘘のステレオタイプを日本政府が若い世代におしゃ教えているのは遺憾だと、まあ、こういうふうに批判をしたこういうニュースも入ってきているんですけども。 まあこれは日本からしてみるとふざけるなというあの気持ちもう憤りがこうみ上げてくるんですけどもでもこれって国からしてロシアからしてみるとこういうこの出方をするわけですね。 あのそうですね、ロシアからすると、はい、あの私たち日本人の感覚からするとそれは全然違うでしょうって思うんですけどロシアからするとその、まあ、ドイツナチスドイツと戦って、まあはい、ものすごい数の犠牲者が出てでそれに、えー、見合うあ勝利の勝利の まあ褒美というか勝利の証として得たもののうちの一つが、えー、北方領土であるというなぜかその西と東がこうくっついちゃっていてあのそうですねそれをこ,うこの流したちの代わりに得たというふうにこうみんなが思って。 ているので、うん、それをこう渡してしまうということは、この自分たちが払った犠牲も無になるような感覚を抱いているわけですね。えーはいえー、あのー、ま映画で語られているこの北方領土ですけども、日本の立場からすればですね、もうな年決着がつかない問題の一つです。ロシアにいらっしゃる徳山さんから見て、日本政府の対応ですよね。これはどういうふうに映ってますか。うん まあ、そうですね。何か思い切りが悪いなというふうに感じてますね。えー、えー、例えば、北方領土で行う共同経済活動なんかも、はい、あのー。 こう話はあるんですけれども、えーえー、なかなかこう前に進まなく具体的なプロジェクトが始まらないという状態がずっと続いていますので、えー、こうやっぱりあの何かアクションを起こさなければもうこのままずっとあと10年とかいってしまうと思うので。 アプローチを変えててもらいたいいたと思っていますすそうです、ねまあこれはでもあ,のあまりこうことをせえてもね、まあ、今までのこともありますし、えー、だからといってあんまり引き伸ばしていっても先ほどもその3世代が暮らしているとなるとどんどんこの風化していくというよりも既成事実っていうふうな感じにもなってきますねあとその他ですねこんなニュースも入ってきてます。えー ロシアのネットメディアサハリンインフォによるとですね州トの市議会の,この議員ある議員がです、ね、生誕記念日、これはです,からレ,ーニンです、ね、レーニンの遺体を北方領土に埋葬してはというような、まあ、こういう話も出てきて人道的に南クリル諸島、具体的には択捉島に埋葬したらどうか SNS に投稿して波紋が広がっているなんていう。 こんなニュースも今入ってきましたはいあの私もそのニュースを聞いて、えー、あの驚いたんですけれども、えー、その,あの議員の意図したところは、はい、実はその芸人の遺体がエトロフ島にあれば、えー、あのみんなが見に来るだろうと、はい、で実は一番狙っているのはあの経済効果であると。はい、あの旅行の需要 があの高まるっていうことを期待しているそうなんですね。それでそういうことを書いたと、えー、後で釈明しているようです。釈明している。えー、<laughs> 何かねレーニンの埋葬は島を日本に返さない強力な根拠にもなるみたいなね。 そういう言い方もしたっていうふうに、こちらに伝わってきてるんですけども。いや、こういう問題ですよね。これが現実、はい、でも、何とかしなきゃいけない。はい、今朝、五時台のコメンテーター、ロシアジャーナリスト、徳山明日香さんでした。徳山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。六時になりました。 4月29日木曜日6時になりましたおはようございます寺島直政です浜松町は 曇ってますね、えー、正直、雨が落ちているかどうかってちょっと今、現時点では外分かりませんが、えー、曇り空で地上から1割弱がですね若干赤みを帯びている程度ですねあと上空に行く、ただ思ったほどの先ほど重,く重たそうなこの雲が垂れ込めていると表現を使いましたけれども今はさほど重たそうな雲でもないのであれ雨止んでるのかなっていうようなそんな な感じですね。18.3度、えー。暖かい朝です。南寄りの風が2.6メートル吹いています。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。ナチクさんは反応し、13.5度、えー。雨が降っていると。雨の連休スタートになりましたね。ステイホームにはちょうどいいのかなというふうにいただいてます。ただナチクさんも出勤ですね。今日は遅めの出勤で楽ちんと。お仕事頑張ってください。今日の関東、雨の1日。雨のピークは夜です。雷。 光を伴ってえ激しく降るところもありそうです局地的に大雨になる恐れもありますえ例えば道路の冠水などご注意くださいアンダーパスとか特にですよまたあなえ南風も強まって傘を差しといても濡れてしまうところもあるかとえ予想最高気温は昨日より低く20度前後になるでしょう雨風が強まってくると体で感じる温度もっと低くなりそうです 東京地方今日は雨降水確率午前50%午後70%夕方6時以降80%明日は晴れ時々曇りでしょう現在注意報が海沿いは関東波浪注意報強風注意報が東京23区伊豆諸島神奈川東部千葉県茨城県強風注意報です 今朝のコメンテーター、エコノミスト、ストラテジスト、島津博紀さんです。島津さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あのいつもですと島津さんはあのスーツ姿なんですが、今朝はもう少しスポーティーな感じですね。カジュアルな感じで。ね、はい。お休みなので。そうだ今日お休みなかありがとうございます、はいえー。ゴールデンウィークから今日から始まるって方も多いかと思うんですけども、島津さんどんな感じなんですか。もう東京にいます。あ、あ<の>そうです。自宅にほとんどいると思います。ちょっとまあホテルとか、はい。気分 転換はやっぱりしないとなと思っているので、はいええ、都内のホテルに泊まったりはするかもしれませんけど、ええ、まあそれくらいですね、ええ、あのカレンダー通りですかそれとも明日はお休みもしくはお仕事カレンダー通りカレンダー通りです,りいいですね、はい、じゃあ明日はまた仕事で,そ,うですそして来週からだーっとこう、ね、あそ,そうですね<み>あのカ,レカレンダー通りやって週末ちょっとまた出るという感じなんですね。 さて毎日新聞からです、オリエンタルランドが昨日発表した2021年3月期の連結決算新型コロナウイルス感染拡大が影響し、純損益が541億の赤字、えー、前の期はですね622億の黒字だったんですけれども。 541の赤字となりました運営する東京ディズニーランドの救援などによってテーマパークの入場者数が過去最低で1996年の上場以来通期として初の赤字となりました。 東京ディズニーランドディズニーシーのこの両パークはですね、チケットの値上げに踏み切ったほか、9月にオープンした映画、美女と野獣をテーマにした新しいアトラクション、この関連商品の売れ行き好調だったんですが、入園者数の落ち込み、補えなかったということですね。 初めての赤字、八島津さん初めての赤字もすごい赤字になってますね。まあそうですね、はいえー。オリエンタルランドって言えばやっぱりファンの方もたくさんいらっしゃいますし、はいええ、まあ値上げしても十分にやっていけるような企業でもあるわけなんですけども、ええ、やっぱりその外的な要因というか、ええ、今回のコロナの中ではそれでもこれだけ苦しかったっていうことですよね。ええええ、まああの東京ディズニーランドディズニーシーではですね、まあいろいろこのおダンサーの人たちだとか。 あとその職場転換だとかねそういうこともいろいろ挙げられましたけれども、まあ、そうやりくりしてもやはり厳しいってと、ね、厳しいうことですね特にやっぱりここの場合は、はい、あの土地建物とかも多分持ってるということもありますしはは今回その新しいアトラクションのところもあるので、はい、まあそういうところでの、まあ、先行投資している部分もあるのでそういうところが、はい、まあ 結果的に人が減るとです、ねえー、稼働率が下がっちゃうと、はい、企業収益としては、はい、厳しくなってくてる,、うん、ると、ね、いうことなんですね。はいえー 続いてはですね JR 東日本です、昨日発表した2021年3月期の連結決算、最終損益が5779億の赤字、えー前,期はですね、前の期は1984億円の黒字でした、まあ、こちらもものすごい赤字です、1987年の国鉄民営化以降、初めての赤字。 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で鉄道の利用客が減って商業施設、あとホテルの事業も低迷したと、まあ、関連も、まあ、そりゃ影響を受けたということなんですね。 オリエンタルランドもそうですけど、も JR 東日本といえば、日本を代表する優良企業で、基本的に赤字に陥ること、なかなかない企業というふうに、マーケットでも認識されてると思うんですけれども、そういった企業も今回、こういった打撃を受けていて、次、どういうふうに立て直していくかっていうところですよね、コロナが収まれば、一定の黒字になってくるんだと思うんですけれども、もしこれが長引くようであれば、企業の存続に当然かかってくるわけですので、そこら辺どういうふうに経営者の 方が判断して、やっていくかというところというのは、まあ、あの、個別の企業としては注目すべきところだと。そうですね。まあ、言われてみれば、だから、この新型コロナウイルス、よくコロナ禍って言いますけれども。 想像しなかった影響を受けてますもんねそうですね、想像しなかった受け影響を受けてますし、えーはい、本当に想像しなかった企業が想像しなかったような規模の赤字を、はいね、出しているってす、ね、だって、これまでは考えてみたら、外に出るななんて言われたこと、そうそう、台風の時は外に出ないでくださいとかね、ねえー、集中豪雨だとかあの、地震だとか、そういったものは我々は頭の中にはありましたけども、こういう形で外に出ないでくださいっていうのは、経験したことなかったですもんね。うん、しかも継続的 そうですよね。一日だけ台風だったらまあ一日か、まあ地震でもね、そんなにたくさん出るなってことはないんでしょうけども、こんなにま一年出るな出るなという状況ですので、まあ想像しなかった状況ですよね。そうですね。まああのそんな中、先ほど島津さんもおっしゃってましたけども、ずっと家にいると気分もめいてくるんでね、なんとかその工夫して自分で気分転換をしていくっていうこれ大事ですね。いやそれは本当大事だと思います。私もまあ気分転換に散歩出たりとか、まあちょっと場所も変えてみるということで、まあ。 まあお金のっをたまってみるとかいろいろっぱ工夫をしないと本当、えー、気分、めいりますしな、ねえー、なかなか我慢、我慢と言われてもやっぱ1年経ってるので私もあの気分転換しようと思っていろいろろ頑張っていたんですけどもね最初良かったのが風呂に入ることでなんかこう入浴剤いろいろろ変えてみると今日は上り別かとかね <laughs>、えー、そ今日は下ロ温泉かみたいにやってたんですが飽きてくるもんでね。<laughs> 慣れて ききちちゃゃうんですかね慣れてきちゃうだからこの慣れっていうのが新型コロナウイルスに関しては良くないんですよね。大丈夫なんじゃないのなんて思ってたら痛い目に遭う,そ,う、ね、そして自分だけじゃなくてねあのこの感染が自分がかかってるかわかんないのに家族にうつしちゃうだとかそう,、ね、そういうこともありうるそういうリスクはありますよね。 文化放送おはようてラちゃん時刻六時十二分です今朝のコメンテーターはエコノミストストラテジストの島津博さんですそれではニュースピックアップいきましょうこちら読売新聞緊急事態追加経済対策論強まる 3回目の緊急事態宣言の発令を受けて自民公明両党内で追加の経済対策を求める声が高まっています新型コロナウイルスの感染拡大が長期化し経済への打撃が深刻化しているためです秋までに行われる衆議院選挙を前に与党の歳出圧力強まるばかりで財政再建の議論のは遠のいているというま声もあるんですがこのあたり島津さんどうご覧になってますか まあ、財政再建は長期でやるものですので、はい、それは必要な取り組みだと思うんですけれども一方で、えー、目の前の緊急事態の状況というのは当然ありますし、はい、人々の生活がやっぱり脅かされているということがありますので、えー、あの長い目で見たあの財政再建の旗印というのはあの下げないでほしい下げるべきではないと思っているんですが、はいまあ、目の前の,その困窮している人々を助けるということについては、はい、まあ積極的にというか前向きにやっぱり検討した方がいいんじゃないかなと私は思っています。 垂れ流しって言うんじゃないと、まあそれは抑えるべとところは抑えるし、はい、ただ今はやっぱりこの政府がお金使う時期でしょ。 とそうですね、これ、えー、あの世界的に見ても、従来は、はい、あの短期的なあ、というか、まあ、長期的に財政再建、まあ、すべきということとともに、短期的にも結構、財政再建はすべきだっていう議論が、はい、実はこう主流だったんですけれども、はい、最近はやっぱり、えー、その失業をあの招いたりとか、それを放置すると、えー、経済の打撃が長期的に大きくなりすぎて、えー、実は財政再建を急ぐことのデメリットが大き,大きいということが分かってきて、えー、あのますます世界的にはあの、こういう短期の場合は、 より積極的に財政で対応すべきだという議論が強まっているので日本でもそういう動きまあそ,そういう流れにのってですねあの話を進めていただければなと思いま,す、はいはい、ましてあの秋までには確実に衆議院選挙がありますから、うん。 これ、政治家の皆さん、もともとこういう考えでいてほしいですよ。でも、特別に、やっぱり、その選挙があれば、国民により厚く何かをね、えー、この、して差し上げようって気持ちにもなるでしょうから。まあ、選挙の前ですから、予定そうなると思いますね。ですね。はい。です、ねはいでそ。そのあたりは我々もっと声を大にしてね、えー まあそうです。要望を伝えるっていうのは大事ですね。で,すねでもそうすると今度一方で、財政再建をしたい人たちの方から、はい、あの、子孫のためにみたいな、<ー>孫のためにみたいな議論が必ず出るんですよね。えー、これでも非常に上手なあの宣伝の仕方といつも敵ながらあっぱれと私は思って,見てるんですけども、で,えー、でも重要なのは今、はい のの人たちの仕事でであって生活であってだけど、孫の生活が重要だって言われると、日本人、急にああ、そうだなと思いがちなんですけど、今の人たちの生活を守ることが重要ってことを、政治家の方にも、財政再建をまあ主に論じる財務省の方々とか、その周りの方々にもまあ考えてほしいと、それはだから選挙の前だからってことではなくて、普段からそういう認識でってほしいなと思いますね。 の調整助成金、この支給額増額する特例措置をめぐって、自民党の下村政調会長収束の見通しがつくまでの継続を政府に申し入れたい。こういう考えを示しました。この考えいかがでしょう。申し入れてください,いうね,ね。是非ともですよね。えー、はい、あのもちろん、あの長く続く中で、いつまでもそれ、はい、あのやっぱりコロナが収まらないんだとだから、企業に対してあの従来とは違った方向でその稼ぐ。 はい、やり方を見つけてくださいっていうのは、まあ、一つ考え方としてはあると思うんですね。なので、はい、あのいつまでも一方的に出すだけではないです補助するだけではないですよっていう議論は確かにあると思うんですが、まあ、とはいえあの非常にこの1年経ってもこの状況変わっていないので、はいまあ、とりあえずは。 助けていくということを、この方向はやっぱり重要な方向だと私は思っています。はい。え与党は政府の支援策が不十分だとの不満が国民に広がることを警戒しています。で、宣言対象地域で休業要請に応じて大型商業施設への協力金。えこれが百貨店でも一日二十万円であることに対して、自民党会合では事業維持には足りないと批判が噴出しています。まあ、これは呆れるって感じがしますよね。ね呆れるですよね。百、えー。 店で多分上得意のお客様って1回で20万円ぐらい多分使うお客さんいると思うんですよね、はい、お客様で。ええええ、それなのに対して1日20分、私もこれ、1店舗あたりってその中に入ってるお店1店舗あたりの話なのかなと思ったら、丸々ということで、いやどういう感覚でことをすんのかなと思って、ええはい、驚きましたそうですね、はい、続いてはこちら。読売新聞 40年超える原発再稼働決定。運転開始から40年を超えた関西電力美浜原発3号機と高浜原発1号機2号機について、福井県杉本知事、再稼働に同意することを表明しました。 2011年の東京電力福島第一原発事故の以降、以降ですね、原発の運転が原則40年と定められていますが、40年を超える原発が全国で初めて再稼働することとなります。2011年の東京電力福島第一原発事故を受けた改正原子炉等規制法で、原発の運転期間は原則40年と定められ、原子力規制委員会が特別に審査して認可し 1>, 場合1回に限り最長20年の延長を認めています。 再稼働に向けた立地自治体の同意手続き、まあ、これは終了、これで終了です。で関,電えー、関西電力はです、ね、準備が整い次第、運転を開始する方針で、早ければ5月末から6月初旬にも再稼働するとしています。40年超える原発が、全国で初めて再稼働となりますが、これは島津さんはどうご覧になりますか？まあ一つ目は、科学的な事実とか、調査に基づいて決定するのであれば、特にそれに対して異論を。 る必要は私はないと思っています。 さらに言えばですね、あの、やっぱり生活に必要なものですよね。で、あの、関西でもそうですし、東京でもそうですが、ちょっと気温が上がり下がりすると、電力が逼迫するって、やっぱりここ最近なるわけですね。はい、で、それは、あの、東日本大震災以降の,であの原子力発電所の停止っていう話とかがやっぱり影響しているわけですので、実際に生活に必要で、まあ、私たちの安全を守るっていう意味では、あの、いきなり原発廃止っていう議論、やっぱりなかなか難しくて、はい、これもやっぱり長期計画で、まあ、どういうふうに、まあ、 とい,いう議論が必要で、えー、まあそういった中で、まあ、科学的な調査に基づいて、まあ、稼再稼働ということなので、まあ、私自身はあの、まあ、当然というと変ですけども時刻6時19分です。文化放送 おはようテラちゃん時刻6時31分です今朝のコメンテーターはエコノミストストラテジストの島津博さんですまあ先ほどオリエンタルランド JR 東日本が赤字というニュースをお伝えしましたがソニーですねソニーの最高益は1 1.1兆円という日経新聞の記事ご紹介しますソニーグループが昨日発表した2021年3月期の連結決算最終的な儲けを示す純利益初めて1兆円を超え2年ぶりに過去最高を更新しました、えー、これはゲームあと音楽などエンターテインメント事業が好調で法人税の減税など一時的な押し上げ要因も加わったということなんですねで国内事業会社で純利益が1兆円に 届いたのがトヨタ自動車などに続いて5社目です。家電のソニーからエンタメのソニー、島村さん、こう変わってきてるってことなんですね。まあ,あのものづくりの日本とずっと長く言われてきました。けれども、はい、やはりものづくりだと、あの真似される。まあ、リスクというのは常にありますし。し、はい、まあ、そういう意味でコスト競争力のある中国とか韓国にまあ、負けやすいというか、どうしてもあの？ 疲れてしまううとということで、はい、まあソフト会社へのシフトって多分ソニーはそれを意図的にやってきたというところだと思うんですけれども、えー、まあ、あのー、一つの生き残り方としては、はいあのー、まあ選択肢としてあると思うんですね、えー、ただ一方で日本のこの電子機会社っていうんですかね、あのーまあ、たくさんの会社潰れたり解体されてると思うんですけども、はい、これって実はあのー、ずっと。 韓国のウォンに対して日本円を高く推移させる、ええ、円高で推移させてきたことを、はい、まあずっと放置させてきたんですよ。ええ、で、日本と韓国ってどうしてもその企業構造というか国のあの会社の構造が似てるもんですから、はいええ、自動車とか半導体とかまあ造船とかですね。ええ、なので、のきなみそれでダメになってあのまあ結果として今こういう風うになってますけども、はい、まあそういうそのまあアベノミクスの前の政策の、うん、まあ失敗の結果でもあるわけですよね。<ー>だから、ええ、あの国の方向を決める マクロ経済政策でも為替が一つ典型的なものの一つになると思うんですけど、ええ、それをどう維持するかってのはす,すごく重要で、はい、我々普段円安、円高って聞いてふーんと思って、ええ、まあ海外旅行安くなるとか思ったりしてますけどそれ以上に個別の企業に与える影響って実は大きい,、ええ、ないですから円安になると輸出が伸びて、はい、円高になると、まあ、旅行に行きやす海外旅行に行きやすくなるってことなんですけど。 違うもんなんですね。違い,違いますね。はい。えそしてトヨタ自動車グループ主要8社はですね、2022年3月期のこの連結純利益見通しこれを発表しました。電装をはじめ7社が増益を予想しています。トヨタ好調ですね、はい。そうですね。トヨタもやはりまあ自動車会社はやっぱり円安の運転を受けやすいって一つありますし、はい、あとやっぱコロナ禍でその公共交通機関使いにくいということで、はい、まあの個別の空間があの確保できる自動車っていうものに需要が集まっているっていう背景も。 もありますね、えー 確かにねこのコロナで満員電車嫌だっていう,、ねうん、いう方はその個別の車で、うん、まだから今度、この車が増えすぎちゃうと困る点で東京オリンピックの時には高速道路で時間によって料金高くしたりとか、はい、まあそういう調整を図るということなんですね。すねえー、宅配大手のヤマトホールディングス新型コロナウイルスの影響によるいわゆる巣ごもり消費でネット通販の宅配便が増えたことから昨年度の決算で最終利益 前の年度の2.5倍に当たる567億円となりました。大和も増益なんですね。まあそうですね。コロナ中で、えー、あの恩恵を受ける企業の代表的な一角ですね。はい、運輸関係というのは、えー、まあそのまあ典型的なパターンだと思います、ね。はい。鉄道はまあ残念ながらね赤字にあのジェ東日本になりましたけど、物流関係はそうです、ね。トラックとかはい。えー、あのインターネットでみんなが いろんなものを頼むということで、はい、外に出ないで買い物をするという、はい、まあその恩恵ですよね、えー、そういう恩恵があるもう,もうそうすると明暗分かれるってことなんですね明暗はこれ分かれますねここだからどうするかっていうのはまた課題になってくるんだと思うんですけども、えー、あの非常にその二極化が進みやすいそういう世界にはなっているい、えー、そうなんですね、はい、また後ほどお話伺います。 時時刻6時40分です今朝のコメンテーターはエコノミスト・ストラテジストの島津博樹さんです。 今朝もいろいろニュースが入ってきています。日本高野連、今年夏の甲子園から選手の負担を減らすため、休養日を一日増やすことを決めました。これまで休養日は準決勝と決勝の前日にそれぞれ一日ずつ設定されていましたが、準々決勝の前の日、こちらにも一日設けて全部で三日間とします。今回の決定で予定通りに日程が進めば、二日連続で試合を行うチームはなくなると 炎天下で行われる夏の甲子園ですから、まあ、以前からです、ねえー、高校生球児をです、ね、危険にさ,さらしていいのかという、まあ、こういう指摘もあったんですがこれ、島佐さん、今回の決定どうでしょう。まあ、地球温暖化 という流れですよねだから昔の人たちからすると、はい、まあなんていうのか、まあ、根性とかそういうことを言う人って多分いると思うんですけども、えー、まあちょっとそういう話とは全く次元が違っていて、毎年の夏の東京でも40度近くなったりするわけですよね、そういう中で、うん、外で運動させることのリスクってやっぱり年々高まっていて、そ,ね、それに対応する必要性があるという、まあ、そういうことの中で考えるべき決定だと思っていますけどね。 今2なんですけどもね中学の時にハンドボールっていうのやってて夏合宿なんて水も飲ませてもらえなかったんですよあの途中は、はい、今はもうこまめに水分補給しなきゃってでふっと振り返って今島津さんのお話聞くと あの頃熱中症ってのはなかなかなかったですからね。ってことはやっぱり気候が変わってきてる。まあそうですね。湿度とか。そうですね。気温そのものがこんなに高くなることは多分なかった。私も記憶繰り返ってもないですからね。そうですね。まあただ昔からやっぱり水分補給はすべきだったなと、今当たり前に思いますけど、あれ根性だったんですね。根性でしたね。昔そういう私の時代でもそういう。あそうでしたか。はい、ありましたからね。えー。何だったんだろうみたいなね。水ぐらい飲んだっていいじゃねえかとか思うんですけど。 いい科学的な部分ですよね,ねそ,うす、まあ、そういう部分があったってことですね、はい、はい。さあそれではですね、えー、ここからはニュース最前線です島津さんにはこのテーマで話を聞きます大型連休中が山と山場となるのか各知事が外出自粛を要請 東京・埼玉、千葉、神奈川の1都3県の知事はきのう、オンライン会議を開ききょうから始まった大型連休の期間中人の流れを抑え込む対策を強化することで一致しました。 具体的には、ステイホームを徹底して、不要不急の外出を自粛してもらうほか、他の県に住む人には、1都3県に遊びに来ないよう求めています。また、大阪府吉村知事も府民に対し、通院や生活必需品の買い出しなどを除いて、外出をやめるよう強く求めています。 三度目となる緊急事態宣言、お酒、ですね酒類を提供する飲食店に休業、それ以外の飲食店には夜8時までの営業時間の短縮を要請しています。百貨店などの大型商業施設も生活必需品を除いて休業要請の対象となっています。島さんんここの中身と効果ななですすがこれはどうご覧になりますかうーん、まあ まあ、安防止等重点措置が出て、はい、その効果って、やっぱりちょっと怪しかったわけですよね。えー、で、まあ、なので、さらに強い措置ということだと思うんですけども、はいえー、おそらく飲食店の方からすると、まあ、これだけいろいろや,やらされてというか、まあ、やって、えーえー、コロナ対策も相当皆さんお金かけてされてると思うんですけども、はい、それにもかかわらず、さらに、まあ、強い措置ということで、えー、まあ、種類の提供、まあ、アルコール類の提供ですね、はい、やめさせられたりしているということで、まあ、 どこまでこの我慢続けさせるんだろうと思ってるっていうのが今の皆さんの気持ちの本当のところじゃないかなと思いますし <laughs>、まあ、本当に成果これで出なかったら次どうするんだろうと思って。 いすねあの街を歩いているとです、ね、飲食店の,このお店の前に張り紙が下てありましてねいついつまで休業といたしますとそののだから張り紙の上にまた貼ってあるんですよです、ね、5月11日に伸びてますからあの東京も、ね、緊急事態宣言が、はい、何かそれを見ただけでこの店主貼った方ってのどういう思いでそれを貼ったのかな、うん、何か少し字もですねちょっと荒れた感じがするんです。うん休業 っていう字がですね。ああ、察するに余りあるって感じがしますね。そうですね。えー、本当に察するに余りあるって言葉に尽きると思います。そうですね。うん、まあ、これもあの飲食店のみならず、そこにこうね。えー、この食べるものをこう入れる方もそうです。いろ。 方が影響を受けててますからす、ねはい、従業員も含めて、ね、はいさてそんな中東京都はですね来月11日までの緊急事態宣言の期間中夜間の人出を抑える対策として夜8時以降は屋外のネオンサインや店舗の照明を落とすよう呼びかけています。 小池知事、2011年の東日本大震災の後、電力の使用の抑制で東京の街が相当暗くなったことを引き合いに出し、当時は電力をいかに使わないかということだったが、今回は 人の流れを抑制するための措置だと説明しました。これを受けて渋谷ではスクランブル交差点の大型ビジョンが消灯したり、銀座では百貨店のイルミネーションが消えるなどの光景が見られました。東京タワーも消えたりね。しかし、この消灯策に犯罪が増えるのではといった声ですとか、電気消したら集まらないだろうって都民はガですか <laughs> <あの> <laughs> がですよ超、えー、<laughs> じゃなくてが、都、ね、民、えー、はがですかなどの声も上がっていると、夜8時以降の消灯策についてですから。これ、島津さんどううでしょうこれもだから科学的根拠がどこまであるかちょっとよくわからない、まあ、象徴的な意味合いが多そうな気がしてるんですけれども、そういうことをやるにしても、まあ、今ありましたけど、犯罪が増えるっていうのは、えー、あのそもそも景気が悪くなると、犯罪が増えやすいっていう、はい、まあこういう相関関係があることが分かってるんですけれども、えー そういう、まあ、あの、こういう状況で景気が悪くなりやすい環境で、えー、その犯罪を、まあ、場合によっては、あの、蔓延させるような政策っていうのは、はいうん、コロナを コロナのためだけにいろんなものを犠牲にするっていうことの矛盾というかですね全体のバランスを考えてやる人いないのかなっていう疑問を沸かせる、まあ、代表的な政策の一つになるのかなと思ってます、えー、あそうですね先ほど島津さんもおっしゃってましたけども、まあ、仮に今,今3度目の緊急事態宣言が4都府県に出てますこれでも効果があんまり出なかったら最終的にはどうするんだろうっていうね。 まあ、あの、都市封鎖、まあ、はい、欧米のようなロックダウンという話になるでしょうし、ええ、まあ、実際に大阪の吉村知事ですね、はい、個人の自由に義務を課す法令が必要だというふうに<ー>、まあ、発言されてるんですけれども、ええ、まあ、あの、まあ、完全に外に出た人を逮捕すると、はい、まあ、いう、そういう世界になりかねないですよね。ええ、だから、なんていうのかな、あの、 禁止することって、一個禁止し始めると、次々に禁止って増えていくんですよ、これ、どうしてもです、ね、はい、守らない人がいるという中で,で、それが実際に起こっていて、はい、他に方法ないのかなと、前も言いましたし、先ほどオリンピックの時に高速道路の料金値上げするって話ありましたけども、はい、例えば高速道路の料金を今、値上げすれば、はい、あの多くの人やっぱり使って、それ、 都外に出に出くくなるわけですよね、はいえー、それの方が自由が確保された中での、えー、まあ選択でそれでも外に出たい人はお金払ってください、ね、ということですし、ねえー、そういうやり方の方が効果があるし、えー、人々の不満も抑えられつつすごくバランスの取れた政策なんではないかと思ってるんですけど、えー、まあなんか今、まあ、グローバルにもそうですが特に日本の場合はこういう何かを禁止するんで。で、うん 都市封鎖に向かっているような感じがしてならないですね、はい、さて海外アメリカではですね新規感染者数が平均で1日5万人を超えインドに至っては連日30万人を超えています、まあ、それに比べて日本の感染者数、まあ、桁違いに5000人台ですからね、えー、少ないわけですけどもで先ほどあのだいぶ減ったっていうロシアに話を聞くとやはり8000人台なんですよ、うんえー、スプートニク V というねワクチンまだ、えー 8ぐらいいしか接種率はないですけどもだそれに比べるとこの5,000人台の日本の感染者数これってやっぱり東京オリンピック・パラリンピックっていうのが大きくのしかかってきてると見た方がいいんでしょうか まあそれも意識しているでしょうし、今後、えー、現実問題として医療がまあ逼迫している地域がまあ実際に出てきているということだと思うんですけれども、えー、あのやっぱり海外と比べたときに圧倒的に感染者の数少ないわけですね。どんなに比べても。 圧倒的に少ないわけですよ。はい、むしろこれ今ぐらいのレベルになるっているので、イギリスなんかでは逆に経済を再開しようとしているということですね。はい、100万人あたりの,、ええ、あの感染者の数なんか見ても、日本の数字のは、まあ,あの、イギリスとかとか変わりないぐらいまで来てるので、ええ、なんかそういう意味で、あの、何ていうのかな、本当に医療体制の崩壊っていうのは回避すべきことなんですけれども、 海外に比べて日本の医療体制ってそんなにひどいんですかねっていう疑問がやっぱりありますし、はい、あとそもそももっと振り返ると、はい、まあイギリス型とかインド型とか今言ってますけど、はい、これって日本の。 ウイルスじゃないってことですよね。はいええ、水際対策ってどうなったのかなっていう疑問もあります。すねええ、これで振り返れば、最初の感染の時も武漢から発生したものについては抑えられたけども、はい、その後慌てて欧米から帰ってきた人たちなんかのところから欧米方が増えて、はい、まあ感染者が増えていくと、はいで。この時も実際に水際対策ちゃんとやってればそうならなかったはずなのに、ええという、な、ま、ん、あ、だろうかな、すべての政策が本当に えー、結果として飲食店に仕合わせ来てるんだけども、はい、水際対策の問題、それから医療体制の問題、それぞれに問題があるので、えー、そこ改善しないといつまでたっても変わらないなっていう印象を受けて見てます、えーはい、具体的には、いまだに、まあ、飛行機ですよね、はい、甘いですよね。 そうですね、えー、で私もこれ気になったんで調べたんですけども、えー、インドは、まあ、あのここに来てようやくさらに厳しくするもともと外国人の方入ってこれないようになってるんですけども、はい、一部事情がある方例えば日本に家族がいる方とか、はい、あの移住権持ってる方とか入ってこれるようになってるみたいなんですけれども、えー、この人たちをあの海外の場合だと例えば2週間ホテルとかに、はい、あの強制的に隔離して、はいえー、そこから まあ、国内に利させるという政策を多くの国に取ってるんですが、はいええ、日本の場合はあの公共交通機関使わないでくださいねっていう注意だけで、はい、あるいは個々は入れてくださいねっていう注意だけでそのまま返しているようなんですよね。ええええ、この辺 変わらないと、イギリス型がまた増えてきたって、えー、これイギリス型入ってきたのは、それを放置したからですし、はいえー、インド型についても、すでに都内で、あの、帰国者じゃない方から1名、はい、1> あの、発見されたって報道されたと思いますけれども、えー、そうやって入ってきちゃうわけですよね。えー、なので、本当、はい、そこら辺きっちりはないと、この、順番考えていかないと、はいうん あのいつまで経っても変わらない。ですね。で最後年暮れさって話になりかねないと思っています。えー、またあのこのインドからのも今度の一日からっていう、はい、ピ。 こ決めるっていうのがなかななかかできないところも何かね少し緩いなって感じがしてしょうがないんですけどもね、はいまあ、とにかく、まあ、私たちはその医療体制これを崩壊させないってこととなるべく1人でもこの死者を出さないという、まあ、ここに向けて努力しているわけなんですけどもさあこれはどうなっていくんでしょうかはい。以上ニュー最前線でした 時時刻6時54分です今朝のコメンテーターはエコノミストストラテジストの島津弘樹さんです。 和歌山県の資産家で紀州のドンファンと呼ばれた酒類・種類販売会社の元社長野崎康介さんがです、ね、3年前に死亡した事件殺人と覚醒剤取締法違反の疑いで元妻の会社役員須藤沙容疑者が逮捕されました警察は容疑者の認否明らかにしていませんですから容疑を認めたかどうかですね野崎さん自身の女性遍歴を綴った本のタイトルから紀州のドンファンと も呼ばれていました逮捕容疑はですね2018年和歌山市の自宅で野崎さんに覚醒剤を蛍光で摂取され急性覚醒剤中毒により殺害した疑いですから覚醒剤をこう腕に打ったとかそういうんじゃなくて口から入れたっていうことのようなんですねで当日夕食は家政婦が用意した鍋料理で死亡の数時間前に食べたとみられますで夕食の時家政婦は帰宅してもう家に帰ってまして 野崎さんと須藤容疑者の2人だけだけったと言います須藤容疑者野崎さんの死後疑惑の目を向けられる中で東京都内でこの引っ越し転居をですね繰り返すような形で生活を続けていたといいます。 50歳以上年が離れた元妻が逮捕ということなんですがこれ個人的に昨日驚いたのがですね昨日の放送の中で「週刊新潮」がこれを扱ってましてまもなく逮捕かっていう言われていたのが5時台なんですよ。5時に逮捕されてるんです朝の。えーってそんな普通朝早く逮捕される人っているのかっていうのは個人的な印象だからそれだけどこか高,高飛びをしようとする直前だったのか。 そこに非常に個人的には興味があったんですけどもそこはほとんどみんな扱われずにえ、えーまあ、この年の差だとかこの覚醒剤口から入れた、はい、でねなんかこの,、えー、この売人となんか、はいえー、ちょっと接触があったんじゃないかみたいなこと言われてますけども、えー、これどうでしょうか島津さんストラテジストの立場としては。<laughs> まあでもあの、まあ、ドンファンってスペインのプレイボーイから来てるっていうそうなんですけども、はい、まあでも、そういう人がやっぱりなかなかいない中で、はい、まあこういう事件があると皆さんの興味をまあそそるっていうことだと思うんですよね、まあ、だから経済的に何か私も全然注目してない話ではあるんですけども <laughs> まあ皆さんがそういう、まあ、破天荒な人がいなくなったことをまあ少し寂しい気持ちでまあ逆にそれを注目してるのかなと思って拝見してます。これはそ,うなんそうなんですね、えー いやーこれもうどうなっていくんでした <laughs> <laughs> さてえ今年夏の東京オリンピック・パラリンピックについて政府や東京都大会組織委員会と IOC 国際オリンピック委員会らがオンラインで協議を行いました各競技会場で受け入れる観客数の上限これについて6月に国内イベント規制に準じて判断することで合意しました 都には3回目の緊急事態宣言が発令され変異した新型コロナウイルスも拡大していますえ宣言の効果あと今後の感染状況を見極めるため観客数の上限6月に判断することになりました 大会関係者によると収容定員の半分50%やえ無観客といった案が浮上しているといいます、えー、組織委員会の橋本会長は競技後の記者会見で観客の規模についてはギリギリの判断として無観客という覚悟は持っている現段階でフルスタジアムは非常に厳しいと理解しているこういうふうに語りましたオリンピックで観客を入入れれるかかないか という問題なんですが柴田さんこちらいかがでしょうか まあ、やはりこれもなんか科学的な根拠に基づいての判断ということに尽きると思うんですよね、はい、か3密にならないような形でやっていくとで、それがどうしても難しい状況であるんであれば、はい、無観客も致し方なしということですね、もうそこにつきて、雰囲気とか、やるっていう気持ちが先走ったりとか、はい、こういう状況だからやらないんだっていうこの話になったりとか、はい、どうしてもその気持ち先行でいろんな議論が出てるんですけども、すべ、はい、ては科学的根拠に基づいて決めてほしいと,思うと。はい そこに尽きると思いま,すそうです、ね、まあそれよりも何よりも本当にね東京オリンピック・パラリンピックができるのかっていうここまでだってもう100日切ってるわけですしで,す、ね、で緊急事態宣言が出てだだからこそなんとかこのゴールデンウィーク人流を抑えてっていうその自治体のもしくは政府のです、ね、意図は分かるんですけどもでも本当にできる 逆に言うと、医療体制、この期間に感染者を抑えるってもちろん重要なんですけども、も、えー、医療体制をどうやって固めていくかというのは、もちろんオリンピックとの関連だけではなくて、コロナと今後、付き合っていかないきゃいけないあのワクチンができるまであの接種されるまでは、それなりに時間かかるという前提でいくならば、えー、医療体制の拡充というのも急務だなと思って,見てます、えーはい、もなく7時です。 一時になりました。文化放送、おはよう、寺ちゃん。四月二十九日木曜日、七時になりました。おはようございます。寺島直正です。外を見ると。おー 曇り空ではあるんですけども弱い雨が降ってる感もありますね雨雲レーダーを見てみましょう、えー、今あ、えー、浜松町界隈もですね薄い1ミリから2ミリぐらいの雨を降らせる薄雲弱い雨雲がかかっていますねラジオ機能あたの周りいかがでしょう今日の関東雨の1日となるでしょう雨のピークは夜で雷を伴って激しく降るところもありそうです局地的に大雨になる恐れもあります、えー、道路の冠水などご注意ください また南風も強まります、えー、そしてあの朝あ失礼、えー、傘さしててもですね、えー、この横殴りの雨で濡れてしまうなんてこともありそうですね予想最高気温昨日より低く20度前後になるでしょう雨風が強まると体感温度低くなりそうですお気を付けください東京地方今日は雨降水確率午前50%午後70%夕方6時以降が80%明日は晴れ時々曇りで 現在波浪注意報が関東の海沿い強風注意報が東京23区伊豆諸島神奈川東部千葉県茨城県に出ています。 今朝のコメンテーターエコノミストストラテジスト島津博さんです島津さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさてこういうニュースがあります中国毛沢東の大躍進政策の失敗が招いた大飢饉、この時代以来となる人口の減少を発表します1950年代末の毛沢東の経済政策第3次をもたらして数千万人の死者が出ました 人口世界最多の中国が出生率の低下を反転させようと厳しい家族計画政策を緩和した中での人口減少となります中国出生数の増加に向けていわゆる一人っ子政策こちらを2016年と言いますから5年前に廃止して代わりに二人っ子政策を導入しました。 2019年時点でのこの人口が14億を突破したと発表されていましたがこの中国の人口が減少すると現時点で推計13億8000万人のインドが早々に人口世界一となる可能性があると。 この出生率の低下と急速な高齢化、現役世代に圧力をかけて生産性を低下させると言われています、この中国の人口減少ですが、これは島さん、どうご覧になってますかあの、まあ、多くの国が、あの特に近,近代化していくと、多くの国が直面する問題であって、はい、まあ中国が近代化しているということの裏返しの問題でもあるわけですね。はい、でただ多くの国がそれに挑戦する中で例えばあの まあ、養育費の補助を高めたりとか、はい、あのよりその女性の,、まああの子育ての負担を減らすような施策とかを、はい、取ることで、出所、はい、率を上げていくということをやっているわけですけれども、はい、まあこの辺できるかどうかっていうのは、中国にまあ問われてくるというところですね、はい、ただ中国の場合、社会保障の制度が実はちゃんとないんですよね。でで、はいはい、ですののそういういことと本当にできるのかなと思って でもそれまで、ね、一人っ子政策だって言ってたのが、えー、今度、二人っ子政策だってなんで一人っ子政策をやめるだけにしないんですか <laughs> また人口増えすぎちゃうのが困るってことなんですかね <laughs> まあそれもあるんでしょうね、あとは、まあね、その中国政府というか、はい、まあ共産党政権、まあ、一つその禁止することによって国を成り立たせている国のあ、はい、まあ特徴ですので、ね、全て,そて決めていくということ。えー なるほど中国共産党が決めていくということなんですね。えー、ただ、その成長が鈍化するとですね世界における中国の地位にも影響が生じる可能性があるというこういう指摘もあるんですがこの辺りはどうですかこれも中国の場合は特にその人口が多いということで、えーはい、いろんな生産性が高まる、まあ、まずコストが下がるということが1つありますし、はいえー、それから例えば新幹線引くでも日本では新幹線引くって言っても限られてるじゃないですか、えーはい、そうするとなかなか技術向上って難しい。 わけですね、はい、ところが中国のように広大な土地でたくさん引くとなるとその間にいろんな研究開発が進んで同じ新幹線引くでも新しい技術が発見されたりすると,、はい、ということでこの人口が多いことをまああのメリットとして享受としてここまで成長してきたのでまあ人口がこれだけ急減するリスク可能性がある実際に減っているということを見るとそこが変わってくる可能性ありますよ、ね、はいえーまあ、日本もですね人口減少なわけですけども日本は一人の生産 性を上げていいこうじゃないかと例えば AI 使ったりだとかっていうふうになってますが中国はそうではないです、ね、もちろんそういうの目指していると思うんですけれども、えーはい、いかん,せん急日本よりも急に進んでい,、はい、いきますし人口減少高齢化が日本よりも早く進んでいくことが分かっていますので、はい、あの日本のよ日本のうほど緩やかでもこれだけ大変なのに、えー、まあそれよりも早いペースで進んでいくとどうなるかっていうのはあ、えー、まあ 何もしなければ非常に厳しい結果になるんだと思います、えー、これは一人っ子政策が効きすぎたってことなんですかまあそうですね、一人っ子政策が効きすぎたということですね、えー、まあその実、裏では一人っ子政策と言いつつも、えー、あの戸籍なんかをごまかしてるって話なんかもあるので、はい、本当にこれだけ人口が急減してるかってのは、ちょっと実はよくわからないところが非常に多いんですけども、えー、まあ公式の統計ベースではやっぱりそういう状況になっているということですね。えー、はい とまあ、今後今でもおその米中の対立っていうのは大変なわけですけれども、これ、どうなってくんですかねこれ米国、実は米国も2010年代の,、はい、あの人口の伸びっていうのが直近発表されてまして、はい、実はあの歴史上2番目の低い伸び、まあ、それでも7%ぐらい伸びてますので、なるほどプラスですね、アメリカはやっぱり移民を入れてるという,、はい、と,いうところが非常に大きな差で、中国はそういうことをしていない、むしろ移民というか、はい はい、まあ他の民族を弾圧するようなことにな、ね、っているわけですので、はい、あのここはやっぱり米中の差というのはやっぱり出てきてくるで、えー、長期的な目で見ると、はい、やっぱり人口増えていく国の方が経済成長していきますので、はい、米中対立の風向きもやっっぱりちょっと変わっていくんじゃないか長い目で見ればこの人口が大きな影響を及ぼしてきて変わってくるんじゃないかなと思っています。えーえー、はいおはよう 時刻7時12分です今朝のコメンテーターはエコノミストストラテジストの島津博さんですニュースピックアップ続いてこちら行きましょう日本経済新聞ワクチン治療待たず許可 知見待たず許可ですね政府は緊急時のお対応として未承認のワクチンや治療薬を一時的に使用できる制度の検討に入りました海外で使用した実績があれば国内の治験が終わっていなくても使用を認める仕組みこれを新たに設けます新型コロナウイルス対応の反省を踏まえ将来のパンデミックに備えるということですがこの治験待たずに許可、まあ、これは海外で使用した実績があれ とということで,す、ね、である程度国内で治験があのだから全,全,全く全て終わってなくても使用を認める仕組みを新たに設ける、まあ、これは、えー、島田さん今回の,この経験則っていうことも何ですかね 緊急の対応は、まあに,まあ、に弱いという日本の弱点みたいな部分が発定してしまっているということと、はい、まあパンデミックということに限って言えばあの、まあ、温暖化が進んでこれだけ今後も森林開発なんか進んでいくと、ええ、新しい未知のウイルスが出てくるリスクっが非常に高まっていくこと知られていますから、はい、ああ当然、それに対応する準備が必要だという、ええ、まあその一環だと思うんですよね。ええはい、ただ同時に日本のの場合って自国でこういうい開発する力 が本来あればいい話であってそれができていないところも実は課題であって海外のものを使うというのは1つ案なんですけどももう1つの案として国内でそういう開発力を高めていくということも必要なんじゃないかと思ってます,、はい、そうですね。となればやっぱりその政府がお金を出すという具体的にはですね まあ政府がお金を出すってこともありますし、えーはい、あと日本でこの手の薬品の開発、まあ、特にワクチンの開発なんか進まない、はい、で一方であの早い時間でやったらロシアなんかで進んでいる理由っていうのは、やっぱり軍事研究と密接に関係する部分がどうしてもあって。 で、ええ、で、そこの関連で日本は非常に厳しく制限しているんですね。この手の研究を。はいええ、だから、そこのところを、あの、やっぱり必要なものは。必要な、はい、なので、ええ、何でもかんでも禁止ではなくて。まあ、ええ、そこの部分は必要なんだということで、もう少し認めていく、開発を認めていくということが。まあ、必要なんではないかと。そうか、開発を認めていくっていうのも大事なわけですね。はい、えー、なんて言ったって、ロシアはですね、三つもワクチン作ってるんですよね。自国で。はい、まあ、評判は。いて ときますけどもでもあの、最近になってその国際的に権威のあるこの学術雑誌にも載ってある程度効果は認められてるるていう、ね、スプートニク V っていうこれはまさにロシアは軍事研究でその点の研究ずっとしていたので,で、ね、有名な薬品会社は全然ないんですけどあそういう基礎研究があったから、えーまあ、対応できているということですね、えー、やるときはやるぞっていうね軍事研究やってるからその成果,成果というか、まあ、それがうまくいった例の一つですね。えーはいまあ、ですから 別に日本がその軍がどうのこうのとか言うんではなくてもやはり、ね、こうやって人の命を守るものですから、はいはい、それは安全保障という意味では非常に大事なもの。はい ね、そうですね大事なもんだと思います、はい、さあそしてそのワクチン承認や接種の遅れへの批判を受けて菅総理が意欲を示しています2022年の通常国会への医薬品医療機器法の改正案この提出を目指すもので総理官邸の主導で海外並みの速さで使用できるようにするということです、まあ、日本は緊急時であっても承認していないワクチンや治療薬の一時的な使用を認める規則というのはこれないわけ なんですがこのあたりどうでしょう。ま規則がないというのが一番最悪ですよね。はい、あのやっぱり規則が必要であると一定のどういう時に何ができるかっていうのをそれはやっぱり決めておくっていうことでまあ、必要だと思います。ただ、はい、一方でこのワクチンと治療薬 実は結構ワクチンの治療薬って違う私素人ですけど私から見ても違うワクチンと多くの人に接種しなきゃいけない治療薬は病気になった人だけ飲めばいいということなのであんまりワクチンの方でそう見合わせをするのは将来的にリスクなんじゃないかなと私は思ってそこはより安全性のバランスが必要なんじゃないかと一方で治療薬の方は今申し上げたとおり病気になってる人が あの使うわけですから、はい、こちらの方はやっぱは早く、まあ、できるようにするのは、はい、あの安全性という関連から観点から言うと、はいまあ、より積極的にやるべきことかなと思って見てますね、うんはい、そして、その新たな制度はです、ね、海外での実績が十分だと判断すれば国内で治験が終わるのを待たずに未承認のワクチンあと医薬品について期間を区切って使用を認める、まあ、こういうことを想定しているといいます。まあ、日本の行政安全性これは安全性 もちろん大事なんですけれどもそれを重視するあまりにです、ね、緊急の時に臨機応変に対応できない状況に陥りがちという面がある、まあ、これは島津さんからも指摘を受けてますけれどもこのあたりまず1つ目はあの日本の場合は何かこういうい緊急への対応で法律を作ろうとすると、はい、それを前提にするのかという議論をなぜかする人たちがいて、うん、法整備が進まないってまずそもそもの問題があって。はいうん で、まあ、あの、この開発っていうことで言うと、先ほど申し上げましたけども、まあ、軍事研究とのめ、まあ、関係が、あの、多くの科学技術ってやっぱり、軍事け研究との関係がやっぱりそう、どうしても出てきちゃうものですから、えーはい、まあ、そういった観点で厳しく、まあ、対応しようって話になりがちで、それも、まあ、 問題といだからそういう議論をもっと早い段階からやっぱりしていかなきゃいけないですし、うんはい、私たちもとかくなんか軍事研究と言われると身構えてしまってやっぱり駄目だって言いがちなんですけども、うん、より大きな広範な、まあ、長い目であるいは広い目で、はい メメリットデメリッットトデを議論するる必要性があるんだと思ってます、はいえー、そうですね、安全保障という、ね、ところから、でも今、思い返してみれば、最初にあのワクチンって言ったときにね、いや、欧米の人にはいいかもしれないけど、日本人にはどうなのみたいなこところがありましたけれども、まあ、今回、今までのところは別にどうってことはないわけですね。ままあ、出てるところはそうですね、すね副反応を含めてですね、はい、まあ副反応はどこでも起きてるという状況ではありますもんね。はいはい、続いてはこちら 読売新聞、アメリカ社会保障拡充策200兆円。 アメリカバイデン大統領は中産階級向けの社会保障拡充策これを柱とするアメリカ家族計画を発表しました規模は減税措置を含めておよそ1.8兆ドル200兆円に上ります富裕層向けの増税で財源を賄って経済格差の是正を図るということのようなんですがこれ島さんいかがですか これ世界的な流れなんですけれども、ええ、あの従来の世界の潮流っていうのは、大きな政府はだめ、はいはい、より小さな効率的な政府で行くべきであって、はい、それから政府がその民間に介入するということはダメで、はい、基本的にはすべての事業は民間にやらせることがまあ効率につながるし、人々の幸せにつながるという、まあ、そういう小さな政府、民間っていうのが世界の、ええ。はあはあ 潮流だったわけですけれども、えー、これがまあ大きく変わってきたという、はい、まあそのまあ典型的な、象徴的な出来事ですね、アメリカが大きな政府で、えーえー、経済格差という問題に対して、民間任せじゃなくて、政府が自ら手を下していくという、はい、まあ大きな転換点だと思います、えーでまあ、財源は金持ちから取りましょうと。 まあ、そう、ね、いうことですね。これも、はい、あの、大きな転換点で、うん、従来は、やっぱり、そのお、お金持ちの方、冬の層の方からお金を取ろうとすると、はい、そういう人たちが、まあ、やる気を失って、ええ、あの、かえって、税収にとってはマイナスであったりとか、あるいはそういうお金持ちの方々っていうのは、基本的に移動できますので、はい、移民。 できるわけですね。はい、だから、税率、はい、税率の低い州、えー、国に移動していくということで、はいえー、かえって国の税収ネガティブと思われていたんですけども、えー、やっぱり世界的な流れで、そういう人たちに、はい、まあ、税収、税率を引き上げることで、はい、まあ、 格差の是正を図るというこの大きな、えー、本当に大きな流れだと思います。これはやはりそのあのお金持ちの方々申し訳ないんですけれども負担してもらえませんか少し今まで以上にって感じなんですか。アメリカの場合は、えー、実はそのアメリカの富裕層と言われるまあ1%ぐらいの人たちが、はい、実は積極的にやっぱり積極的にす,、はい、すべきだというふうに言っている人が多いです。ですね、やっぱりそれだけアメリカの場合は、えーはい、あの格差の問題が深刻、えー、あのこの話するとなんか日本もとかよく言う人いるんですけど、えーえー、あの日本と 全全然レベルが違う違ううくんですねだからあの日本でも確かに少しずつ格差の問題出てるんですけども、ええ、全く次元が違う、ええ、あのどういうふうに具体的におおと言葉で示していいか難しいですけども、ええ、あの本当にどの統計で見ても全く次元が違う話ですので、ええ、日本とそれはごっちゃにしちゃいけないんですが、ええ、アメリカの場合はやっぱりそれだけ深刻な状況を生み出しているという認識が富裕層側にもあるということで、ええ、まあ今回こういう話が出てきているということですね。 えー、エベレストと高尾山ぐらいと <laughs> <に> <laughs> あと富士山と高尾山ぐらいの差があるってことなんですかまあそうですね、エベレストと<え>富士山、高尾山ぐらいの差が日本とアメリカではあるあそのくらいあるってことなんですね。そうすねということなんですね。 はいさて、そのアメリカ家族計画なんですけども、計画では、育児支援、あと幼児教育機会の拡充、日本の短大に近い公立2年制のコミュニティカレッジ、この無償化などに10年間で1兆ドル規模を投じます、子育て世帯への税額控除など、8000億ドル規模の減税措置も盛り込んだということです。この内容どううでしょう島津さん あの人に対する投資っていうのはこれもグローバルにはやっぱり進めていくべきだと、教育の問題もそうですし、はい、先ほどの人口減とも関連するんですが、はい、子育て世代への支援ということもですね、はい、これも人口減を止めるのに重要な政策だというあの言われていますので、はい、こういったことに力を入れるというのはこれも世界的な流れですし、はいまあ、アメリカもそれに応じてやっているということで教育とかその人にお金をかけるってあんまり日本では あれば世界ではあんまり従来やってこなかったんですけども、えー、まあここにお金を入れることで、まあ、あの国民全体の。 まあ生活を底上げしていいいこうっていうと流れだと思います、えー、そしてあの先ほどから出ている財源に充てる増税案では納税者の上位1%を対象に所得税の最高税率を37%から39.6%に引き上げますで富裕層の株式売却益にかかるキャピタルゲイン課税この税率を現行の2倍に当たる39.6%に引き上げること、まあ、こういったものも含まれていると、まあ、こういう増税案があるんですが、まあ、先ほどしま もおっしししゃいましたしあのこれだから、この納税者側がいやもっと払いますよというふうに言ってるってことなんですねアメリカではそういう人が多いですね。これ、日本で先ほどあの違うんだよっていうふうにおっしゃるてあえてこれその高額納税者から取るとこれどういうことが起きますかね。 やっぱりにまあ、日本も他の国も同じなんですけれども、ええあの、日本からいなくなり、ななり税率が低い国に移動されるでしょうし、はい、資産を移していくと、ええでまあ、そういうことが起こってくると、結果的に日本の経済の底上げがいかな、はい、うまくいかなくなるリスクがあるという、ええまあ、そういうリスクはあると思います,す、ね、あとはこのアメリカ家族計画、200兆円です、まあ、これは別に単年ではないですけれども、この額はどうご覧になりますか。まあ大きな額ですよね、ええ やはり財政赤字を縮小してあのこういうことをやるべきではないという従来の動きが、まあ、全く変わってきていて、はい、積極的に政府が足りないものを支出すべきだという議論になっていると、はい、で日本ってまだ引き続き財政再建がやっぱり先ほど冒頭でもありましたけど、はい、財政再建重要とで私もそれは全くその通りなんですけども、はい、なんか急ぐあまりに結果として経済を悪くするっていうのはかえってあの皆さんの生活を 生活水準を下げるということが分かってきているので、はい、必要なところに必要なお金を出すということが、はいまあ、アメリカで認められてきていて、はいまあ、日本にもおそらくその波が徐々に、まあ、来ること、これ、半分期待です、はい、期待ですが、来たほう,いうた方がいい、来なきゃだめ、来たほうがいいと思っていますね,ね、はい、と日本の場合だったら、やはり国債ですか、まあ、国債発行ということになる,、ええなると思います。あのーええ まあ日本の場合には国債発行してもそれを買,わない買う人がいないわけではなくて、ええ、実際はまあ家計があの預金としてずっと貯めてるお金が銀行を通じてまあ国債に流れていくということで国内で消化されていくものですので国債発行するとなんかそれが問題だという人も多いんですけども、ええ、それ裏側で国債って資産でもあるんですね政府の借金というんですがそれは国債 国債という形を通じてて民間のの人たち貯金金資資投先になっくだから決してマイナスのことばかりではないのでどうしても財政赤字っていうと不安な問題家計とねオーバーラップさせちゃうとちょっと違うんですよねまさに家計ということで言えば私たちには寿命がありますけれども国には寿命がありませんので別に一定の量であれば赤字って増えていっても問題ではないですしあるいは あの国の経済の全体のパイが膨らんでいくんであればあの借金の量そのものってあんまり実は意味がないんですよね。はい、ね日本って1,000兆借金があるとかって大騒ぎするんですけども、えー、それ GDP がすごい小さくて借金の日が膨らんでいくなら問題ですが、はい、GDP が膨らんでいく中で借金が増えていくんであればそれは普通の流れですね。そういうういい議論がいつもも日本は抜けてどうしてどし 財政再建すべきだという議論に収束させたいのか、はい、そういう情報提供がよく行われてるなと、えーで、アメリカが変わってきたので、本当に日本も変わってほしいなと思っています、えーはい、続いてはこちら、日本経済新聞、中国主導確保へ関税撤廃。 日中韓やアセアン東南アジア諸国連合など十五カ国が参加する RCEP 包括的経済連携協定が国会承認されました。今年の末にも発行する見通しです。日本にとって中国と韓国を結ぶ初めての経済連携協定となります。RCEP 参加国の GDP と人口の合計世界の三割を占めます。全体として工業製品を中心に九十一パーセントの品目で関税を を段階的になくします。日本から中国への輸出で関税がかからない工業製品の割合は今の8%から86%となります。また韓国向けでは19%が92%になります。日本政府部品や素材の輸出増で日本の GDP を2.7%押し上げると見込んでいます。アジアで広く事業展開する自動車産業など日本企業にとってですね貿易自由化のこの。 の進展これは島津さん追い風と言っていいんでしょうか 追いい風です、ね、いいですすねねそう日本の場合には、特に企業があの過去ずっと韓国とか中国に出ていく、あるいは他のアジアの国に出ていくことで、はい、あのそれをまあ輸入して、部品を輸入したり輸出したりしながら、あの日,本でえー、日本の企業のそれが利益につながっていたわけですから、えー、それがスムーズに行われるということは、まあ、利益になると思います。はいえー、それれからあの今回これ あまり報道されていないんですけれども、ええ、まあ知財関係のところが結構厳しくなるということで、中国との関係でいうと、ええまあ、たくさん言われてますけれども、まあ、いろんなことをしながら、日本の知的財産を侵害することをずっとやってきているわけですから、はい、この枠組みにあの、それほど厳しいものではないとはいえ、ええ、中国が参加しているということは、これも日本の企業にとって、ええ、あの良い話だと思います。はーはーまあ、先ほどあの、うん 主導を確保へ関税撤廃ととにかくイニシアチブを取りたいってことなんですか中国はアジアにおける、はいうまあ、名手的な存在というと変ですけども、はい、自国の力、えーまあ、中華、 というののの通り、はい、世界の真ん中にある花としてある国という、はい、まあそういう国ですので、ええ、まあそういうことを目指しているので、まあ、今回、積極的にやっているとでアメリカへの対抗したいということだとは思います、はいええまあ、そのアメリカとの対立対抗しているという中でその今出てきましたが中国主導の経済圏作りってこの未来はどうなんでしょう。 まあ中国が今のまま経済成長していくんであれば、はい、あの、多くの国が中国に従わざるを得ないと変ですけれども、えー、少なくとも関係悪化望まなくなっていくということはあると思うんですが、はい、まあ一つは先ほどあった人口減ということで、実は中国の経済成長も必ずしも順風満帆ではなくて、えー、長い目で見ると結構厳しいというかですね、はい、新しい局面に差し掛かっているというのが一つと、はい、それから二つ目は、やっぱり中国ってどうしても法治国家ではないわけですね。えーはい、あの、習近平の気持ち次第でルールが。そう 自然変わるるととということがあると、えー、そういう国と実際に国際的な貿易秩序を、まあ、作っていけるかという問題は実はあって、はい、まあ今、香港のところで行われていることもそうです彼らが勝手にまあルール変更していくわけですね、えー、でイギリスとの関係があるにもかかわらず、はい、らそういうまあ国とまあどこまでやっていけるかという意味で中国との関係はそのまあ人口減が始まったということとその法治国家 になっていけるかということで二つ問われているのかなと思っています、えーえー。まあこれまでも豊かになればこのね民主主義がはびこるんじゃないかって言われて点でダメだったっていう,う、ね、こともありますからね。むしろ強化さあの、ね、今の形が強化されたっていることですね。すねえー、はいそこは注目ですね。時刻七時半です。文化放 時刻7時31分です今朝のコメンテーターはエコノミストストラテジスト島津博さんです朝日新聞の記事です去年10月に死去した韓国サムスン電子のイ・ゴンヒ会長の相続税が12兆ウォン107億8千万ドル を超えるるに上とという見通ししなりました会長の遺産にはサムスン関連会社の株式170億ドル相当が含まれているとでこの相続税の支払い方法によってはこの一家がです、ね、保有するサムスン株式の希薄化につながる薄まるという可能性もあるとして注目が集まっていました。 でこのイ一族が保有株を売却せずに巨額の相続税の一部を納めるための方法の一つとしてグループ会社の株式を担保とした個人ローンを活用する案、これを検討しているといいます。まあ、こういういいニュースも報じられているんですね 遺族が出した28日の声明によると、イ会長が保有していた株式が遺族間でどういうふうに分配されるか、また、または売却されるか、これは明らかにされていないということなんですが、このサムスン電子の元会長ですね、イ氏ですけれども、 とんでもない相続税ってことですかこれ。そうですね。えー、12兆ウォンって日本円でだいたい1兆円超えてくる金額になっていて、まあブルームバーグの記事によると、えー、市場最高額というふうに言っているので、えー、まあ。 まあまれに見るというか、ない話だということですね。相続税がまあ日本で1兆円日本円にするとってことですよね。ええ、相続資産遺産が210億ドル日本円で2兆円強とまあその記事には書いてある。そうなんですね。韓国政府ウハウハですね。そういう問題じゃないか。確かにえ、どうやって払うんだろうなということ払い方だ問題はでなんか。 まあ寄,付寄付なんかもやるみたいですし、ええ、シャガールとかも、ね、ピカソの作品なんかも持ってるみたいですねこちらの記事かそういうのも使って、ええ、じゃあそれ競、まあ、売仏能するのか競売かけるのかあ仏能って手もある韓国に仏能の制度があるか私もか、はい、分かんないですけどもそういう手段を取るのかなと思って見てますね、ええはい、でもその遺族間でどういうふうに配分されるかってここでまたね 韓国の企業の場合は過去も、はいあのー、遺族間でのまあ 相続をめぐった話とか、相続だけではなくて企業経営をめぐって対立する場面もまあさまざまなロッテなんかもそうでしたけどもああったと思いますのでまあそういった意味での注目もありますよね、はいえー。そうですね。サムスン電子。はい。今朝のコメンテーター、エコノミスト、ストラテジスト、島津弘紀さんでした。島津さんありがとうございました。ありがとうございました。ました時刻間もなく7時35分です。この後は武田鉄也、今朝の3枚おろしです。 四月二十九日木曜日昭和の日今日の天気は雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です えー、今日はは、ね、しとしとと雨が降っているという感じですけれども、まあ、このあと強くなったりもするみたいですね、激しい雨が降るかもしれない、はい、そうですね夜にかけて本格的に雨が強まる可能性がありましてあと風も強まるので横殴りの雨になるんじゃないかということで。夜にかけてはいあそう 木曜日っていうのは夜まで仕事があるんですよ、私。<laughs> そうですよね。<laughs> そうか、帰りもちょっとね、丈夫な傘を今日は持ってきましたよ、そう思って。ねまあ、あの、今日からね、えー、連休と、まあ、飛び石ですけれども、そこを有給消化してねっていうふうに言われる会社なんかも多いかもしれませんので、あ<ー>まあ、連休の初日は静かにというか、<laughs> えー、出花をくじかれたという感じかもしれませんけれどもね。さあ,あ、昭和の日であります。まあ、かつては、あの、昭和の時代はね、えー、天皇誕生日だったと。 そうこの日に春の天皇賞が必ず開かれるっていうです、ね、<ー>平日というか、えー、土日じゃないけど大きなレースがあるっていう日でもあったんですが、まあ、その後、緑の日を経て、えー、今は昭和の日となっているといや、あのー、なんか月並みの表現ですけど昭和は遠くなりにげりというかです、ね、私は昭和。 56年生まれでありまして、はいええー、ギリギリ昭和を知ってるぐらいなんですけど新庄、はい、アナウンサーは平成4年生まれですそうなんだよね、えー、ここにもね元号の残断絶というものが <laughs> え、えー、スタジオにいるスタッフが、えー、みんな目を伏せましたけれどもね <laughs>、えー、そうなんですよ、えー、どちらかというと昭和の経験者が多いこのスタジオ周りですんで、はい、私も含めてですね、はい、ああ新庄若いなってこういう時にこうね感じることがあるんですけれどもそうあのー 昭和のねいろんなものがだんだんとこうなくなっていく消えていく今日あの社会面で不が大きな不幸が2つ入ってまして、はい、えまずは菊池俊介さん作曲家のね「ね、えー、ドラえもんだ」とか「暴れん坊将軍だとか」もういろんなもう並んでいる名前を見るだけでこのイントロが浮かんでくる。ね よね、あと『仮面ライダー』シリーズもね「キテレツ大百科タイガーマスク、はい、ドラゴンボール」うん、ー本当にねえー、そして音楽周りでいくとおこの方本当あの今だとこの時代だともう若くして亡くなったと言っていいんだと思います62歳で亡くなった泉弘隆さん、はい、えテ、ー、ィスクエア黄金期を支えたと私あの中学の時吹奏楽やってまして、えー、あのトゥルースおお<ー> あれ元も、ね、もともキーボード、新世じゃないですか、はい、なんだけど、これをあの吹奏楽アレンジでやるっていうのも結構あって、ですねだってもう、あの私、90年代に、まあ、中学生だったんですけど、もうあのこのぐらいの時代も含めて、あのフジテレビのスポーツ中継、F1 中継って言ったら、トゥルースが流れてくるという中で、あの本当に子どもの小学校の頃はアイルトン・セナがいて、プロストがいてっていう時代で、えー、中島があって雨の、雨の中島っていうですね、 ええー、あの鈴鹿さん、きっとあの坂をこ上がってくるっていうね <laughs>、えーえー、試験を抜けてっていう,うところだったわけで,でそこから、まあ、あのシューマッハに至るまでの大体そのぐらいの時期っていう,うそこで必ずかかる T スクエアの,このトゥルースっていうのを、えー、やってたなという,、ね、う覚えがありますしそれから「オーメンズ・オブ・ラブ」っていう曲があってこれはもう吹奏楽の定番でして <laughs> 定番ですよね。 ね、私も吹奏楽部員だったので、うん、まあオーメン・ゾブ・ラブもですし、うん、あと宝島宝島ね演奏しましたね。やったよねうん私引退の時に演奏しました引退の時に、はい、オーメンズオブラブ私もパーカッションやってたんで、ええ、あの一番初めて本番でドラムを叩いたのはその曲だった気がするんだよな<ー>確か。 結構リズム大切ですよねーオー,メンーブラフはいやそそそうそうそう、うん、いきなりなんかあのソロパートとかもあって、はい、も,うもう震えながら叩いたような覚えがあるっていう <laughs> <laughs> 式の先生がこっち見るたびに「あ俺ずれてんのかもしんない」とか思いながらね <laughs> やった覚えもあるんですが、はいえー、なんかね、えー、こういうことを見るだに、うん、昭和がもうね、えー、去ってから。 30年以上が経ってるんだなっていうことが、如実に感じるところでありますが、えー、辻でご冥福をおご冥福をお祈りいたします。ますさあ,あ、昭和の日、今日もですね、えー、いつも通りというか、ゴールデンウィークすべていつも通り、月曜から金曜までは8時まで放送がございます。まあ、あのー、仕事がないよという方もね、えー、早く起きちゃったなんて時は、えー、ぜひお聞きいただければと思っております。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新魚アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、ツイッターのタイムラインを見ているとお昭和な 看板を上げている人がいたりとかですね。<laughs> えー、なんか昭和大喜利になりつつあるなという感じもありますが、<laughs> さあ今朝のコメンテーターは番組初登場です。えー、慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さんです。えー、この後と六時半過ぎからのご登場となります。で、えー、取り上げるニュースまずはですね。えー、昨日東京オリンピックパラリンピックのご記者会談が行われましたが、えー、このオリンピックパラリンピック大きなスポーツイベントがあると、え、うん、サイバー セキュリティというものも実は問題になってくるということ、まあ、そのあたり津谷さんに伺ってまいります、えー、それから政府がワクチンの治験を待たずに緊急使用許可へという今日の日経の一面です、えー、さらにバイデン大統領は就任100日を前に初の施政方針演説に臨むと上下両院の合同会議の、えー、中での演説に臨むとのことです、えー、そして RCEP の国会承認、えー、昨日参議院の本会議で行われました えー、そしてキーワードジョン・アキリーノ氏、まあ、この方は、えー、アメリカインド太平洋軍の新しい司令官ですね、えー、そして G7 のデジタル技術会合についても取り上げてまいります今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に健康マヨネーズからオリジナルドレッシングと人参とリンゴのドレッシングローストナッツドレッシングのドレッシング3本セットをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼント が当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください、えー、スタジオ長官各紙入ってまいりました、えー、日付の下にはね昭和の日というふうに書いてあります祝日の朝刊です えーまあ、特集記事で一面取っているのが読売新聞、えー、本流デジタルというです、ねまあ、あのデジタル化とそして、えー、民主主義であったりとかの関係について掘り下げて書いている記事であります、まあ、このあたり、えー、サイバーセキュリティであるとか、まあ、あのそういったところも含めてです、ねえー、今日のコメンテーターの、えー、慶応義塾大学教授土屋 元寛さんにまた7時台に、ねえー、詳しくお話を伺っていこうと思っております。 えー、それからですね、あのー、福井県にあります、まあ、営業開始から運転開始から40年を超える原発について、えー、福井県の杉本知事が県庁で昨日会見をしまして再稼働に同意すると表明をした県、えー、朝日新聞とそれから東京新聞一面トップに掲げています、えー、三浜原発の3号機とそして高浜原発の1号機、2号機というところですけれども、まあえー、40年を超えた原発 まあこれをですね、老朽原発というふうに、まあ、あの、西は報じて、えー、おりますけれども、えー、これについて、ね、えー、再稼働というのは、まあ、あの、福島第一原発の事故後初めてだということで、まあ、大きく報じているというところであります。まあ、これね、あのー、昨日あたりだったかな、あのー、まあ、日新聞がまあ書いていたのは、えー まあ、脱炭素、えー、2050年までに実質排出ゼロを目指すということになるとあるいは2030年までに46%減ということを目指すとなると、えー、こういうことも原発も活用していかざるを得ないというような、まあ、あの流れを作ってな、えー、し崩しに進めてるんじゃないかみたいな批判が出ております。まあ、これねあの最初に年に年カーーボンフリニュートラルっていうのを 菅総理大臣が一番最初の所信表明ですかな、ね、表明したときにすでにこの番組で指摘をしましたけれども、まあ、そこの流れになってきているというのはま,あまさにそうなんだろうなということも思いますそれからオリンピックについて毎日新聞1面橋本会長無観,無観客も覚悟と。 えーいう記事が出ております、えー、それから、あのー、日経一面は、ね、先ほど申し上げましたがあワクチンを治験待たずに許可という22年目にも法改正をするんだという記事ですがこれはあの前提としてやみくもに治験をすっ飛ばすというものではなくって、えー、海外で使用した実績があればというのが1つの条件になっているということは、まあえー、まず前提の条件というか。えー 知識として、えー、申し上げておきたいと思います後ほどこれも次第でお送りいたしますえー、そして産経一面は都内28日連続全州越えというコロナ感染まあ、PCR 検査の陽性者の数についてでありますでここでですね私気になった記事といいますか昨日共同通信が落じてたんですけれども、えー、ゴールデンウィークの新幹線予約1万席増宣言でも減らず JR 東日本と、えー、いう記事が出ておりますまああのー、指定制度がある の予約数というものを、ね、あの順次発表していたりなんかもしますが、えー、追加で共同通信が取材をしたところ、えー、緊急事態宣言の前後で、えー、合計でおよそ1万1000席予約が増えたということが、えー、取材で分かったということで、まあ、宣言前の合計で25万9000席から4.2%増加していたということであります。まああの こういう見出しがつけられると、おお、なんだ、増えてんのか、みたいなことになりますが、えー、ただですね、えー、2019年の予約状況と比べると、依然として4分の1程度という低い水準になっていると、でこれあの、手元にですねあの、詳しい数字というものを、まあ、あの指定席状況をですね、あの前々発表していたものが手元にあるんですけれども、まあ、例えばですね、えー、今日29日の、まあ、この時期だと、まあ、上り下り両方で、えー 新幹線、在来線合計で予約可能な席数は81万席あるんですけれども予約席数は8万席ということで、まあ、1割にちょっと1割にもねというような微妙な数に過ぎないというところで、まあ、あのおしなべ手で1割なんでそれはあの乗る列車によっていろいろあるかもしれないですけど。 考えてみてください。あの、一車両に1割しか乗ってないっていうのは、ねえ、え、これ相当ばらけないと、 まあ、相当ばらけることになるでしょうよと。1割しか乗ってないんだからと。いうことを考えるとですね、まあ、これを一つとってですね、巣はの緩みであるみたいなことをこうるのも、いかがなもんかなと。まあ、確かに、あの、宣言前から比べると増加していたっていうことになるんですけれども、まあ、ただですよ、あの、 この、特に新幹線の指定席の予約って、まあ、ぶっちゃけた話ですね。えー、窓口行きは5分前だって買えるわけですよ。だから、出発前ギリギリまで席が増えることはあろうと。しかもこれ、えー、おしなべてゴールデンウィーク全体として考えればですね。えー、えー、というようなこともあるんで、まあ、あのー、そうは言っても確かに、あのー、 高校アナリストの鳥海さんに、先週、夕方の番組でね、お話を伺った時にも先、先週、あ、先々週か、えー、おっしゃってましたけれども、ま、あの、前々、去年のこの緊急事態宣言と比べると、どうしたら、その、感染というものが防止できるのかっていうことの知見が1年かけてだいぶ溜まってきているので、じゃあ、あの、例えば、帰省をして、そこで地元の人たちとわーっと遊ぶみたいなことはもう避けようというのは、コンセンサスとしては取れてると。ただ 例えば家族で、えー、誰とも会わずに旅行に行き誰とも会わずに旅館にずっといて誰とも会わずに帰ってくるというような、えー、旅行の形態であったりとかはえ、えー、そこまで 影響がないんじゃないかとで、えー、移動のこの例えば新幹線だったりとか航空便であったりとかでは、えー、感染しない、えー、クラスターが発生していないということはもうエビデンスとして出てきているからまあその辺で予約の減り方っていうのが去年のこの時期と比べるとだいぶ違いますよっていう指摘があったのでまあその辺傾向が変わってきている部分というのは相当あるんじゃないかということも思いますまあただですねまあ緊急事態宣言が出ているということもあるのでまあ今後このゴールデンウィークの、えー、人の出足を どうなるのかというのはまた気になるところですのでちょっと来週にでもですねまた、えー、専門家の方をつないでいろいろと聞いていこうと思いますが今のところの予約状況をこう見ると航空業界もですね、まあ、前年の予約率はさすがに上回っていて、まあ、5割前後で推移しているというようなことが出ていたりとか、まあ、一方で、えー 観光地キャンセルは続出しているけれども日帰りだったらあり得るというようなこともニュースとして出てきたりなんていうことがあってまああの近いところで人と会わずみたいなところが今年のゴールデンウィークは1つキーワードになるのかというところまあステイホームをかなり呼びかけてはいますけれどもまあ一方で上に政策あれば下に対策ありというようなことになってきているこの全体の情報の出し方 コミュニケーションの仕方っていうのが変わってきているぞとえ、えー、いうところが非常に思うところであります、えー、ここが気になるでした、えー、この時間からコメンテーターの方々にご登場ご登場いただきます、えー、今朝は番組初登場です え、慶応義塾大学総合政策学部長、土屋元博さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いいたします。ますえー、まずは簡単でありますが、プロフィールご紹介いたします。えー、国際大学グローバルコミュニケーションセンターの主任研究員や、慶応義塾大学グローバルリサーチインスティテュート副所長などを経て、え、現在は、えー、慶応義塾大学総合政策学部長兼大学院政策メディア研究科教授でいらっしゃいます。えー、近所、えー、去年の12月に出ておりますが、えー、 からサイバーグレートゲーム政治、経済、技術とデータをめぐる知性学、えー、という本が出ております。 まずはですね土屋さんに東京オリンピック・パラリンピックについて伺おうと、五者協議、昨日行われまして、まあ、観客入れるだ入れないだみたいなところが、えー、議題となってましたけれども、土屋さん、どうこれ、オリンピック・パラリンピック、ご覧になりますかそうですねあの、最初に東京で開かれるということが決まったとき、われわれは非常に嬉しかったわけですけれども、でも急にです、ね、その後これは大丈夫かと、その物理的なテロということもあるんですが、はい、そのサイバーテロ、サイバー攻撃というのもです、ね、非常に懸念されています。えー 2012年、あのロンドンオリンピックの時には、まあ、2億件というふうに言われています、まあ、これは数え方にはよるんですけれども、まあ、そういうですねこうサイバー攻撃が起きました、それからその後2016年のリオでも少しありましたし、はいうん、2018年のピョンですねも、リオリンピックでも。 ありましたでこれ、いろんなことが想定されてまして、はい、まあ一番最初にはフェイクチケットっていうのがあるんじゃないかと、偽<ー>のチケットをこう持った人がですね会場に現れて、お入れる入れるなみたいなトラブルが起きるかもしれない、それからあのホテルとかですね飛行機なんかの,あの予約のフェイクっていうのもあるんじゃないかと。<ー>もううちのホテルはいいっっぱいだと思ったらこう 全然お客さんが来ないとかですね。逆にこう、収容人数を超えるような、ええへへまあお客さんが押し寄せるんじゃないかみたいなこともありました。まあこれはちょっと海外のお客さん来なくなりましたから、ないかもしれませんけれども。はいえー、それからこう、計測、掲示のトラブルですね。あの、あれ、いつの間にかこう、金メダル、金メダル、銅メダル、 銀メダル、銅メダル、全部北朝鮮が占拠してるぞみたいなこととかですねあそういう表示がパーンと出ちゃったりなんかすると、はい、それから、それがその裏で、金融機関が狙われるとか、交通機関が狙われるとか、あ<ー>あそういうところでですね、まあ、こう社会機能が失われるんじゃないかと、うこういろんなこうケースが想定されていますねうんこれ、例えばそのラグビーのワールドカップが日本で行われました、あの時っていうのも結構あったんですかあのお表ででは報道されれないんですけれども に対するですね、こうす偵察みたいな動きというのはものすごいたくさんありまして、ですね小さなトラブルはあったんですが、あのあの2019年というのは、いろんなイベントがあったんですね、即位の例がありましたし、あるいはトランプ大統領が来るとかですね、そういう一つのオリンピックを想定した練習といったら、関係者の方に怒られますけれども、演習ができたというふうに思った方がいいぐらいの感じでしたね。今日このテーマで掘り下げて と思いますがまず一つズバリ備えはできてますか日本これできてるって言わない方がいいんですねああなるほど、はい、そうか言う言わないも含めてなんですね、はい、あすいません野暮なことを聞きました今日一つよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえ今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さんです今まさにですねこの お宇宙の話で人工衛星と、まあ、そのデータのやり取りとかっていうのはもちろん民間でもねそれこそあの衛星携帯電話なんかでも使ったりなんかして私は夕方の番組で辛坊 <laughs>、えー、二郎さんあの今ちょうど太平洋横断チャレンジしてますがあの電話でつないだりとか衛星にお世話になってるわけですけれどもこれ当然ながら。 各国の軍隊であったりとかっていうのも、ここを使う頻度、高いわけでですすよねねそうですねあの今、ドローンって無人機の話がよく出ると思うんですけど、無人機もですね、はい、あのやっぱり操作するときには人工衛星でこう位置を確認するとか、ですね<ー>でドローンが撮影した映像を人工衛星を介してです、ね、地上に送るとか、ですねうこうアメリカはこう例えばテキサスでですねこうパイロットが無人機を操作してるんですけど、実際の無人機は中東で飛んでたりするわけですよね。はい そうすると、やっぱり通信をどうしても返さなきゃいけなくて、その通信をいかに邪魔するかということを敵側は考えてると思うんですよね、それはこう電波を使ったその電子戦の場合もあるし、はい、あのソフトウェア、ハードウェアを狙ったこうサイバー攻撃という場合もあるし、うもうとにかくあらゆる形で止めるということをやっぱり相手側は考えてますよね。ああ、そうか、その目的のためには、もう何,何でもかんでも使うと、はい、ある意味、じゃそれが融合しての戦いになってきたりもするわけですクロスドメインと とかマルチドメイン戦争とかハイブリッド戦争とかいろんな言い方があるんですけど、はい、今までの戦車と戦車が向き合うとかです、ね、戦闘機と戦闘機がドクファイトするなんて戦争はもう起きないとんういう飛んでる戦闘機の位置をこうサイバー攻撃によってだまくらかすとか艦艇の船から発射するミサイルが飛ばなくなるとかそういった形の複合的な戦争というのがこれから起きるだろうというふうに言われています。うー っていうのは核なんですねうん。サイバーだけがそれぞれの領域をこう渡っていけるというか、つなぐ役割ですもんね。おっしゃる通りですね。うこう陸海空宇宙っていうのはこう人工空間じゃなくて、こう自然空間なんですよね。でサイバーっていうのはそれを覆うような人工空間なので、非常にこう<ー>肝だと思いますね。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 ラジオ局日本放送の飯田浩次の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説後半には新たにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーもあります ジャーナリストの長谷川幸弘さんと霊卓大学大学院客員教授の高橋史郎さんにご登場いただきまして教育をテーマに掘り下げていきます土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ海外でお聴きのあなたそして関東以外の地域でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています 4月29日昭和の日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の ok 工事アップ今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長土屋元博さんです 改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。土屋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。政府ワクチン治験待たずに緊急使用を許可へ22年にも法改正。政府は緊急時の対応として未承認のワクチンや治療薬を一時的に使用できる制度の検討に入りました。 海外で使用した実績があれば国内の治験が終わっていなくても使用を認める仕組みを新たに設ける考えです。 海外で使われているものをどうして国内で使えないんだというような、ねえー、批判も出ている中で、まあ、こういったことも出てきたということでしょうかそうですね、日本の場合はやっぱりワクチンに対していろんなトラブルが過去あったもんですから、はい、やっぱり慎重姿勢を取ろうということなんだと思うんですよね、えー、ただもう、海外であのそれなりの成果が出てるというものですから、うん、それを早く、なんで海外でこんだけ普及しているのにわれわれはっていう思いはやっぱり皆さん持ってると思うんですよね。うん そこに応えるべく政府が動いてるんだと思いますけれども、これ、ワクチン、完璧なものはないですからね、100%安全ということはないので、そこのリスクをどうやって受け止めるかということにかかってくるんじゃないですかね、はいまあ、これ、副反応ってものは必ずどんなものでも出るというところ、うんまあね、決戦が出るなんていうのが一部では言われてますけど、やっぱりメリットとのこれは見合いということもありますかもちろんそうですね。あの私は今その学部長とという立場にあるとやっぱり早く 大学を元に戻したいというのはありますから、うん、そういう面ではやっていただきたいと思いつつ、ですね、うん、やっぱりそれで健康被害が出るようであれば、はい、あ困る方っていうのも当然出てくると思いますから、うん、難しいですよね、うんまあ、その辺のサポートをしつつという、まあ、全体の何か効用というものを考えなきゃいけなくなってきているってことですう、ね、そうですね。 特に今回のワクチンというのは今までと違う新しい形のタイプのワクチンですから、はい、やっぱこれはもう本当にサイバーセキュリティの世界でもこう話題になりましたね。おお、そうなんですか。開発が始まるっていう時にですね、各国の情報をこう盗み合う、もうものすごいスパイ合戦が行われたんですね。うん。特にやっぱり中国は、はい、ああこのまあマスク外交に失敗してしまったわけですよね。ああ<ー>。あまりこうお中国ウイルスだ、武漢ウイルスだって言われたことをおそれを おお。 払拭すするるためににですね、はい、マスクを配ることによって中国の名前をこうよくしようと思ったわけですけれども、そこがまあ各国からすると、はい、いや、あなたたちが発信源でしょうということで批判された、そうするとこう、マスクじゃなくて、今度は中国製のワクチンを世界に提供することでこう、汚名を注ぎたかったわけですけれども、うんうん、しかし、他の国がどんなワクチンを作っているのかということに関して、どうもすごいスパイ合戦が行われたみたいなんですね。なるほど日本の,あの製薬会社もあの 治療薬、ワクチンに関して、それなりに頑張ってますから、あのかなり狙われましたねそうなんですね。うんまあ、これ、ね、こういう,こう制度がまあ報道されると、ということは、もちろんねあの、まず頭に思い浮かぶのは、アメリカであったりとか、まあ、西側諸国のワクチン、日本に今入れなきゃっていうものなんですけど。 中国製のものも入ってくるんじゃないのかとかね、いろいろこう心配する向きもあります、うんまあ、中国製のもの、ロシア製のものでも、ですねやっぱり、えーまあ、ある程度の効果はあるんだと思うんですけれども、うん、やっぱりそこにこう国際政治的な思惑っていうのがどうも働いてしまいますし、はい、逆にわれわれがそれに依存することになってしまうと、うん、あの悪用されるというか、ですね、はい、あの今、地形学なんていうことを言いますけれども、うんまあ、地政学的な目的を達成するためにこう、経済を使う社会 具体的な物品を使うなんてことが行われてしまうとです、ね、でわれわれにとっては非常に不利なことになりますから、そこは慎重な立場を取らないといけないということだと思うんですよねそれってやっぱり突き詰めると、やっぱりが国も自分たちで作るっていうことが遅れても必要だってことですすかねそうです、ね、あの新しいそのワクチンの作り方、日本は出遅れてしまったので、えー、ファイザーやその他の会社のようにすぐには出てこなかったわけですけれども、われわれ日本の製薬会社がサイバー攻撃やってですね、 アメリカのファイザーから情報を盗むなんてことはしませんから、やっぱり正当なやり方で開発をする、そして安全なものを作るっていうときには、どうしても時間がかかってしまったということだと思うんですねしかしこのねサイバー攻撃っていうと、大イベントだったりとか、政府機関だったりとかっていうのが思い浮かべますけど、市企業だって全く例外ではないということがよくわかりますうもうおっしゃる通りですね、企業っていうのはもう本当にこう最前線に立たされていて、自分たちはそんなもの持ってないですよっていう会社も今ね、狙われてる 狙われるわけですよね。つまり、このネットワーク社会ですから、はい、こう重要な情報を持ってる会社そのものっての、ね、一生懸命守ってるわけですけど。えー、その取引先がやられるわけですね。えー、で、その取引先がこのセキュリティが甘いと、そこに付け込まれて、そこから。 本物そっくりのメールがあの本丸に送られて、ですね本丸の人が、ああの取引かさっきから来た添付ファイルだから大丈夫だろうと、開けちゃうわけですよね、うそうするとばっとこう広がってしまうということがありますので、本当に騙し合いの世界で、えー、難しい状況に企業の方々をな、おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田孝二です。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ、バイデン大統領が就任100日を前に初の施政方針演説へ。 アメリカのバイデン大統領は現地28日の夜9時日本時間ではこの後午前10時ごろですが上下両院合同会議で施政方針演説を行います厳重な警備体制のもと政治、外交経済、外交を中心に今後の施政方針を打ち出します、えーまあ、あの就任最初の演説は一般教書演説とは言わずにこういう形をとるということですが あのー、就任100日までずいぶん待たせた感じですね、これ <laughs> まあそうですね、あの一般的にアメリカ大統領は就任して、最初の100日間,100日間はその議会との間のハネムーンだというふうに言われるわけですね、大統領にとって不利なことをあまりやらないでおこうということでやってきました、はい、このまあ演説のあと、本格的な論戦というか、議会との駆け引きというのが始まると思うんですよね、はい、まあそこでトランプじゃなくて、バイデン大統領がですね、 はい、あのどこまで、えー、らしさを出していけるかというところだと思うんですね、ある意味、トランプ大統領を引き継いでいるところもありますし、はい、特に対中関係なんていうのは、そういうところがあると思うんですね。えー、まれわれ、バイデンさんがこう当選したというときに、多少懸念をして、うんまあ、中国に対する姿勢が弱まるんじゃないかというふうに思っていたわけですけれども、はいまあ、意外にも、もしかすると、トランプ大統領よりも強い姿勢で,です、ねはい、望んでいるところ。 特にそのチベットとかウイグルとかですね、はい、ああいう少数民族に対する支援というのをどうも打ち出しているということ、えー、それから台湾ですね、はい、これ台湾もですね。うん あのトランプ大統領が当選したときに、あの2016年、17年に就任したときに、すね、はい、すぐにあの台湾の総統に電話をかけたということがあって、ですねありましたね、はい、あれは異例中の異例だったわけですね、ええへへところが、あまあ、その後台湾との関係を強化し、そしてバイデン大統領はもっと強化する方向に動いているわけですね、今まではその台湾関係法という、まあ、法律に基づいて、えー、台湾のことは見放さないよっていう程度のメッセージだったわけですけれども。はい まあ中国の脅威が高まっているということもあって、バイデン大統領はもうむしろその台湾というのが一つのこうコアのコンセプトとしてあって、でそこでまあクワッドってよく言われますけれども、日米豪イを中心にですねこの太平洋の問題というのを考えていこうと、まあそういうふうに動いてきているわけですよね。そういう面ではこの外交についてバイデン大統領が何を言ってくれるかっていうのは非常に大きなポイントですし、先日の日米首脳会談の 成果というのが盛り込まれるといいなというふうふに思いますけれどもね、あのこちらに注目してくれているんじゃないかというふうに思いますね、まあ、それに先立つ形で、電話での記者会見というのが行われたそうで、まあ、その中でも、あの権威主義、まあ、あるいは専、えー、制主義と、まあ、民主主義の。 戦いなんだというような、これ、ずっとバイデンさんはこの表現を使ってます、ね、そうですね、やっぱりこの残念ながら、ですね例えばコロナの対応なんていうのも、うん、まあ発信源は中国だとしても、うん、その後収束させたのは、やっぱり、のの力っっていうのは大きかったわけですよね、うん、その中国の人たちにアプリを使わせて、はい、そしてその位置情報を確認して、えー、で感染者が出たときにはもう徹底的に取り締まるっていう、あの確保するっていうことをやったわけですよね。うん、やっぱり民主主義の 国では、やっぱり自由を重んじるときにそういうことはできない、プライバシーを重視するというときに、なかなかできないわけですよね、はい、そういう面では、あバイデン大統領、決して言わないと思いますけれども、はいあの、ある種の民主主義の危機を感じてると思うんですよね、<ー>で特にそのアメリカの中で今、国内の分断が激しく進んでいるわけですね、はいえー、これはブラック・ライブズ・マターもそうですし、いろいろな、うん、あ貧富の格差の問題もありますし。はい こういった問題にこう歴史的に民主党政権というのはコミットしてきたわけですけれども、うん、それに対する成果を問われるという局面がこれから100日を超えて始まるわけですよね。はい そうすると、経済をいかに回復させるか、そしてコロナをいかに収束させるかというところっていうのは、非常に重たい課題ですし、政治家としてはやりがいがあるかもしれませんけれども、はい、失敗した時のリスクはかなり大きいんじゃないですかね。うん、まあ今日の各紙、経済面でこう出しているのが、まあ、バイデンさんがその格差の是正であるとか、国内の経済不要というところで、まあ、かなり大規模な、それこそ200兆円規模の、えー、また、えー、予算を財政出動を出してくるんだと。で財源は富裕層 からの増税で取るんだというようなことも出てきてますまあ、こういったことをなもうあのゴービッグなんて言って大きくやれみたいなことを言っているらしいと、うん 報じられてますが、この辺がその現れですか。そうですね。あのトランプ大統領はやっぱり富裕層優遇っていうことをやってたわけですよね。うん、で、民主党政権というのはむしろそのリベラルっていうこう難しい言葉がありますけれども、はい、あの弱者に優しくということでやってきたわけですね。うん、で、とはいえですね、そういう富裕層や大企業の影響を完全に排除するっていうのは難しいところがあるわけですね。はい、そうした時にあのバランスをいかに取るかっていうことは考えなきゃいけない。もちろん。 もちろん富裕層もですね。あの、アメリカ自体が壊れてしまったら壊る困るわけですから。うん、あ、そこへのサポートっていうのは考えなきゃいけないですから。ある程度のその税制の改正っていうのは受け入れざるを得ないところがあると思うんですよね。うん、しかし、やっぱりこう自助努力っていうのがこう重視されてきた社会の中で、はいえー、いかに、この、まあ、貧しい人困っている人に支援をするかっていう問題はあ、政権にとっては難しい選択を迫られると思うんですね。うん、これは日本もそうですけども。各国。 ものすごく財政出動をもうしてしまっているわけですね、はい、この過去1年間。 そうした時にどこまでもっとコミットできるかということは、あ難しい、まあ、政治的な選択になりますし、特に議会は、民主党優位には立っているわけですけれども、共和党の声を無視してです、ね、予算を決めるというのは、なかなか難しいと思うんですよね、まあそこら辺の駆け引きがこれから始まる、でそのために私はこうするんだという意思表明をバイデン大統領がこれからするということですね。 では続いてこちらのニュースです RCEP 国会承認年末にも発行で巨大経済圏誕生へ。 日本を含む ASEAN アア東南アジア諸国連合など15カ国が2020年去年の11月に署名した RCEP 地域的な包括的経済連携協定がえ昨日参議院本会議で可決承認されました早ければ今年年末にも発効する見通しでえ GDP 国内総生産で世界の3割を占める巨大な経済圏が誕生することとなります、まあ、これに関して、まあ 関税の撤廃等々でこう中国の構成強まるんじゃないかという,ような懸念も国内ではありますが千代さん、どうご覧になりますかそうですよね、あのー、もともと TPP というのがあってですね。はい あの日本としてはアメリカを含む大きな自由経済圏というのを作りたかったわけですね、ところがまあトランプ大統領がこれに賛成してくれなかったということがあって、うん、TPP はアメリカ抜きの形でえまあ動いているわけですけれども、はい、まあそのときに ASEAN アアはまあ独自の動きをし始めた、ASEAN、うん、アアはかねてから ASEANWAY アアというんですね、ASEAN 独自のやり方というのをこう模索しているところがあって、ASEAN、うん、アアはやっぱり、われわれから見ると、重要なパートナーというふうに見えるんです。 ですが、はい、あのこう両睨みなんですね。その日本アメリカを見ながらも、中国も見ると、はい、それはもう。 地理的な影響からすると、ですね中国は無視できないということなので、まあ今回のこの RCEP というのは、中国が入ってるというところが大きなポイントだと思うんですね、そしてアメリカが RCEP には入ってない、はい、そして問題はもう一つはインドですね。インドも、のこの RCEP の最初の話し合いの中には入っていたんですけれども、えー、まあ最終的にはそこから抜けてしまったと。う でインドもです、ねまあ、その大きな巨大な経済圏、経済大国になる可能性があるわけですから、はい、そこに入ってもらった方が良かったかもしれないんですけれども、まあ中国とインドの対立というのがどうしても抜き差しならないものになっていて、はい、インドとしてはそこに入らない、まあ、インドはかねてから非同盟主義ということで,です、ね、うあのこう同盟を含むいろんなこう経済的なものも、コミットするのを嫌がっているところがあるわけですよね。 そうするとこの RCEP アメリカ抜きインド抜きそして、えー、中国が入っていて、まあ、日本、オーストラリアニュージーランド韓国といった国々も入っているわけですけれども、はい、この中国の、まあ、力をどうやってこうコントロールできるかというところがポイントですよね。えーえーう まあそのインドの非同盟主義を考えると、じゃあ、日米合意のクアッドの枠組みっていうのは、むしろあれは例外的というふうに考えたほうがいいですかあのクアッドというのは、まだ完全に固まってない安全保障の枠組みなわけですよね、はい、もちろんその安全保障の連携っていうのが、経済の方に広がってくれることをわれわれは期待してますけれどもう、まあこうクアッドというのは、ユーラシアを囲い込むような形で、連携ということに。 特にまあ中国を意識した連携ということになると思うんですね。でも経済ということを考えたときに、まあ、中国のマーケットの大きさはやっぱり気になってしまうというところがアセアンからするとあるんだと思うんですよね。じゃあ日本はこの RCEP に入らなかった方が良かったのかということもあると思うんですけれども、はい、まあ日本はやっぱり経済で生きている国ですからやっぱりそこからですね、えー、まあヘッジというふうに言いますけれども、はい、あのこっちにもかけておくということをやらないとですねもう絶対こっちだ こっちらってやってると失敗しちゃうと思うんですね。一本足打法でやっちゃうと、はい。はい。なのでこっちにも足をかけといてでもこっちの方が重視重要だっていうような形でですね、えー、こううまくやっとかないと、うあこうこの国際政治の世界ではこう引っ掛けられちゃうというかですね、足元をすわれちゃうところがあると思うんですね。はい、お送りしております。OK5G、OK、アップ。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 続いて教えてニュースキーワードですジョン・アキリーノアメリカインド太平洋軍の新司令官に30日就任するジョン・アキリーノ太平洋艦隊司令官が5月後半に来日することが昨日分かりました複数の政府関係者が明らかにしております、えー、菅総理大臣との会談あるいは台湾情勢対中抑止策の協議を予定しているとのことです えということで、このキリーノさん、今は太平洋艦隊司令官ということで、海軍のおこれは太平洋方面のトップということになりますかはい、あのこれ、米軍というのはですね非常に複雑な構造になってまして、我々米軍というと陸軍、海軍、それから空軍、海兵隊というイメージがあると思うんですけど実戦になると、ですねこれはそれぞれの必要な部隊というのを引っ張り出してきてですね、はい。 統合軍っていうのを形成するんですね。統合軍。はい。で、これアメリカはですね、まあある種こうあのお不思議なことなんですけど、世界を勝手に六つに分断してるんですよ。えーえー、それで、えー、まあ例えばこう北米だとですね、はい、あの北方軍とか、<方>南米だと南米あ南方軍とか、あるいはヨーロッパを見てるところはですね、あの欧州軍っていうの、アメリカ欧州軍って不思議な名前があるんですね。<laughs> ねこのアジア太平洋地域っていうのは、はい、あの2018年まで台 太平洋軍というのがあったんで、すね2018年にあの名前が変わりまして、インド太平洋軍というのができました、はい、でそのインド太平洋軍の下に太平洋艦隊というのがあって、これは海軍の太平洋の部隊、それから、はい 太平洋陸軍とかですね、太平洋空軍とかですね、うん、太平洋海兵隊って不思議な組織がいっぱいあるんですね。うん、でその太平洋艦隊っていうのは<え>あ、その海軍の太平洋、アジア太平洋を見ている部隊の司令官で、うん、その人がその一つ上に上がってですね、はい、インド太平洋軍の司令官になるということなんですね。うん、で、このですね、インド太平洋軍というのはすごくて、はい、あの、 北極馬からペンギンまでと言われてですね北極馬からペンギンまで、はい それからハリウッドからボリウッドまでって言いまして、ハリウッドっていうのは、アメリカの西海岸からそのインドまで、非常に広いこう地域をですね管轄する司令官なんですね。<ー>で、これが実はハワイにあるんですね。<ー>ハワイっていうと、われわれ、観光の楽しいところっていうイメージがあるんですけども、ホノルルワイキキビーチとかね。いいですよね、<ー>私も実は大学からあの研究休暇というのを頂い,いて、ですね1年間ハワイに住んだことがあるんですが。 非常に同僚たちに嫌われまして、ですね <laughs> そんないいとこ行くなんてと、はい、研究なんかできるわけないだろうって言われたんですけれども、<laughs> ど実はこのハワイのもう一つの顔というのは、軍事的な拠点なんですね、この太平洋軍というのは、あのキャンプ・スミスっていう、ですねずっと丘の上に上がった基地の中にあるんですね、だからいわゆるあの真珠湾というのも、いまだに大きな軍事的な拠点なんですね、はい、まあそういったところを管轄し、そこからこの太平洋、インド太平洋全域を見てる。はい、か例えば日本 沖縄、朝鮮半島、台湾、それから南シナ海、東シナ海、こういったところで何かが起きると、この米軍としては司令官になるのは、このインド太平洋軍の司令官なんですね。で、インド太平洋軍の上に誰がいるかというと、はい、実は2人しかいない。もうあと2人。つ、はい、まり、直属の上司というのは国防長官、はい、その上に大統領。我々からするとえー、っていう感じがするん。ですが あの軍事的な何か一朝有事がこのインド太平洋で起きたときには、この方が非常に重要な役割を果たすということなんです、はい、その指揮命令系統からいくと、その上に例えば統合参謀本部議長とかっていうのじゃなく、同格で並び立つ方ってなるんですか統合参謀部議長というのは、ですねこの指揮命令系統の中に入らなくて、えー、あなるほど、はい、そうなんですね調整機能みたいなものなんですかあの大統領にアドバイスをする人っていうことなんですねあそこら辺は日本の当幕長と同じで考えると、ちょっと違ってくるんですね。 難しいんですねですが、まあ、この太平洋軍司令官が何をするか、何を考えるかというのは、とても重要なんです、えー、で今あの、デビッドソンという方がやってるんですけれども、はい、その前がハリー・ハリスさんという方でして、はい、今中間大使、はい、あのもうお辞めになっちゃったんですね、うん、バイデン政権になってお辞めになったんですけれども、はいえー、この方あの、非常に有名ですけれども、日系の方だったわけですね。 で、その方が、こう、ハワイにドーンと構えてくださってた時にちょうど私、ハワイにいたもんですから、<ー>あの、非常にこの問題、興味持って見てたんですけれども、はい やっぱりこの太平洋軍のことをわれわれ知らなさすぎるという感じがするんですね、やっぱりここで何か起きたときに、太平洋軍、それからもう一つ重要なのはあの、お在韓米軍でして、在韓米軍の司令官もとても重要なんですけれども、はい、まあここの、この太平洋軍の司令官、インド太平洋軍の司令官がどういう人になるかっていうのはです、ね、でわれわれには大きく関係する相当一卒ができるかどうか、はい。ちょっと名前は言いませんけれども、あ<ー>そのかつて、えーインド太、太平洋軍の司令官をしていた人はですね、はい はい、パンダハガーと言われましてあ<ー>あのパンダハガーっていうのはちょっとあれですけど、はい、中国パンダをこう抱きつく人っていうわけですね、はいえー、中国べったりと、はいうか、うん、その人があの司令官だった頃はですね中国に非常に甘かったわけですねなるほどこの人がどうかっていうのはこれから見極めなきゃいけないその通りですなるほどお送りしております「オッケーコージーアップ」お相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新庄一花がお送りしています 今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スキップアップ !G7 デジタル技術会合、ネット遮断制限に反対で合意。 G7 主要7カ国のデジタル技術担当閣僚などの会合が昨日オンラインで開かれインターネットの遮断やネットワーク制限などの措置に反対することで合意しました、まあ、中国やミャンマーなどを念頭にしてこういったことが出されてきたということであります、えー、会合は今日29日も行われまして日本からは武田総務大臣らが出席しているということですあ これって総務大臣管轄だっけというふうに、経産大臣じゃないんだとも思いましたけれども、ネットの遮断制限と。 まあこういったものがその統治に対して与える影響っていうのはね、えー、今日読売新聞も特集で書いて大いたりもともとインターネットっていうのは政治体制にこだわらないあのそれを超えてつなぐっていうところにこう意義があったわけですよね国家が運営するようなメディアではないんだっていうところにこうインターネットの技術者たちはこう誇りを持ってたわけですところがあ、これを社会的な影響がどんどん,どんどん大きくなるにつれてですね、はい 政府はこれを規制したい、自分たちのコントロール下に置きたいということを始めてしまったわけですね。で、特にあの中国は、はい、あの最初このインターネットに対して非常に警戒してたわけですけれども、しかしある時にですね、こう2000年頃ですけれども、はい、これは人民の投資に使えるなというふうに思ってしまったんですね。で、特にあのあんまり進んでないんですけど、IPV6 っていうのが当時こう大騒ぎになりました。はい、で、これは今使っている IP アドレスの仕組みをちょっと変えるということでですね。 そうすると、人民一人一人に番号を振るとか、ですね、はい、皆さんが使っている携帯一つ一つに番号を振って、何をやってるかというと見えるようにするということが可能になって。 で可能になるかもしれないということでまあこれはいいツールだというふうに中国なんか思ってしまったわけですね<ー>でその後この中国的な監視システムというのはあのいろんな発展途上国、研修国にですね輸出されてしまったんですね、はい、でそうするとミャンマーとかですね中東の国々とかですねこういうところというのはいざという時にこにパチンとネットを止められるようにしていたんですね、はい、それがあの今、ミャンマーで起きてしまっていますしいろいろな国で起きてしまっている。特にそのお 香港ですね、はい、香港でデモがあったときに、えー、やっぱり中国政府は一生懸命それを監視し始めた、誰がどこにいるのかで、デモをやってる人たちは、テレグラムっていうです、ねはい、暗号化されたア,ップ,アプリを使って、ですね一生懸命こうやったわけですけれども、うもうそれはもういたちごっこにどん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 追い詰められていくというところがあったわけですよね。はい これをあのインターネットをです、ねうん、国家のものにしてしまうのかわれわれのものにしてしまうのかというのが問われている今、局面だと思いますね土屋、うんまあ、さんの去年出されましたサイバーグレートゲームの中でもその辺のこう歴史的経緯からこう解説されているというところだと非常にこれを分かりやすかったなと思うんですけれども、まあ、あのそこにテロ対策みたいなところも絡んできてこの大義名分でもって中国だとか研修国家はいや政府が関わらないと危ないじゃないですか。 みたいなロジックで、これ、国連の機関とかでも、そういう議論が、す、をやろうとしてるみたいですよね。おっしゃる通りですね。その国連総会の下にですね。はい、あの、安全保障を議論する第一委員会というのがありまして。まあ、ここがですね。あの、政府専門家会合っていう、ちょっと変な名前なんですけれども、そういう組織を作って。今、二十五か国ですかね。日本も入ってますけれども。はい、あの、この問題をどうするかって議論してるんですね。えーえー、ここは非常にバトルが起きてまして。中国とか、ロシアというのは、実は、こう、条約を作りたいというふうに。 で日本、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア辺りは、ですねいや、そんな条約はいらないと言ってるんですんなぜかというと、はい、まこう条約を作ってこう安定化させた方がいいと思いがちなんですが、えー、この中国、ロシアっていうのは、条約を作って自分たちが国内でやってることを正当化しようとしてるんですね。でも我々はインターネットは自由なメディアで、みんなのための、人々のためのものなんだということで、規制をしたくない。はい そして今ある国際法をです、ね、適用していけば十分なんだということで,です、ね、この国際的なところでもずっと戦ってるんですよね、まあそこはなかなか決着つきませんで、はい、あのもう6回目の協議だと思いますけれども、<ー>それぞれ2年ぐらいかけてやってるんですが、うもう、この条約対国際法というような、ある意味のこう法律戦をここでもこうやっている形になっていると、<う>まあここが一つの戦場でもありで、一方で、 実際のインターネット空間でその。お 情報を盗んだりとか、そういう部分も、もう一つの空間というか、戦場にもなってると思いますけれども、ここの部分で、あの今後狙われるとしてはどういったところだと思いますあの日本はですねやっぱり島国なので、実はこう海底ケーブルが重要だと思うんですね、うでこう日本の国際通信の99%ですね、そうなんですね。はい 人人工工衛衛星星いいうううのははももなんんでですすね高くて遅いんですん例えば、正式軌道衛星3万6000キロ上にありますからね、はい、こう上がって落ちてくるだけで時間かかっちゃう、えー、光ファイバーはその中にもう光信号がものすごい勢で流れてるわけですね。うでこう例えば、日本を守りたい、オリンピックを守りたいというときにですね、はい この海底ケーブルをじっと見ていて、悪い信号が入ってきたら止めりゃいいって、まあ、単純に言えばそういうことも可能かもしれないんですけど、日本はやっぱり通信の秘密が重要だっていうことでやってない、<ー>でも他国はやってるんですね、これはアメリカ、イギリスも含めて、民主、うんはい、主義国も含めて、えー、まあ安全保障のためには、そういうところを監視しなきゃいけないっていうところがもうポイントになっているうん、うんで、もう一つ日本にとって脅威なのは、物理的に海底ケーブルが破壊されるかもしれないと。 テレビでオリンピック見たいわけですよね、はい、でもその信号も海底ケーブル通じて出てくるわけです、<ー>そこの海底ケーブルが邪魔されると、ですね、はい、そのオリンピックの中継ができないかもしれない、もう一つは金融ですね、金融はもう100万分の1秒ぐらい争ってるわけです、ねはいで、海底ケーブル、1本2本切れたって大したことないんです、我々のメールは別のルートを通って届くんですけど、うんうん、この一瞬の遅れで金融取引に負けちゃうかもしれない、まあ、そう考えるとですね。 このインフラをずどうやって守っていくかというのは我々にとって課題ですねうん確かにこのところその海底ケーブルに関するニュースというのがいろんなところで出てきていてそれからそチリから出したケーブルをどこでこう引き上げるかみたいな話の中で最終的にオーストラリア、ニュージーランドを通って日本にあるいは台湾にみたいなところになってきたとこの辺をやっぱどこの国がやるか見たいなのってすごい大きな問題なんですね。<laughs> 海底ケーブルを作っているのはですね日米欧で3社ありまして NEC、日本が作っているんですけどこの3社で,ですね実は9割握っているんですねあの別に架線状態まあ結果的に架線なんですけど競争してそうなっているんですがこの最後のところにですねあの元ファーウェイの会社 あの今、ヘントンという別の会社に買収された、海底ケーブル部門は買収されたんですが、HMN テックという会社があって、ですねファーウェイマリンネットワークテクノロジーって会社なんですけど、この会社が実はそのチリから中国までですね長いケーブルを引いて実績を作りたかった、うんだけども、これはちょっと危険じゃないかということで、ですねアメリカ政府、オーストラリア政府がですね、まあ、あチリ政府と話をして、はい、チリ政府は分かりました。ニュージージランドと オーストラリアを通って東京につなげますというルートに変えてくれたということなんですね。でこれはあの日米欧側の技術を使う、はい、ということになった、んうん、それから今こう、ミクロネシアにです、ねはい、ネットワークを引くというのがあってここは台湾と国交を持っている国にです、ねはい、中国が海底ケーブルを引いてひっくり返そうとしているんじゃないかということをわれわれは心配してますねあそれこそがまさに先ほどおっしゃった地形学という。はい ものですかそうです、ねうん、つまり外交的な目的安全保障の目的のために経済を使ってですねその影響を及ぼしてしまう、まあ、これを地形学というふううに言うんですけれども、はい、それを今中国はやろうとしてるんじゃないかそれはけしからんということでですね日米豪が今連携をして 発展途上国、小さな太平洋途上国のためにですね、海底ケーブルを引くお金を融資してあげようということを始めてるんですね。これは、あの、ずいぶん大きな動きになってきました。あの、10年前、こういう話をすると、何の話ですかって言われたんですが、はい、今、世界中が今、海底ケーブルに注目してますね。 で先ほど、あのー、この海底ケーブルの中で、まあ、悪い信号だとか情報があった場合には、それをきちっと干渉するというのは必要じゃないかということがありましたけれども、日本の場合というのは、これ、やっぱり法律が邪魔するんですかこれはです、ね、もう一つの憲法問題でして、憲法問題、はい、憲法21条に通信の秘密というのが入ってるんですね、あ<ー>でこれはあの戦前、戦中に日本政府、悪いことをやりましたんで。まあ検閲という、ねはい、問題があったというところですか。 これをの反省としてです、ね、そういう項目が入ってるんですけれども、まあこの通信というのが我々の社会の中でとても重要になってきているので、はい、まあ安全保障やその外交ということを考えたときに、ある程度の監視というのはです、ね、法律的な制限の下で各国ともやってるんですね。で日本はとととににかくやめてておこうというこうういなってますんで、はい えー、そこは見られない、まあ,あ、何でもかんでも見る必要はないと思うんです、悪い人たちの外国からの通信を見るだけでもいいと思うんですけれども、うそういうこともできなくなっているので、まあ、例えば日本とアメリカで協力しましょう、イギリスも今、われわれの方に関心を持ってくれて、はい、ファイブ・アイズなんて言葉もありますけれども。えー ああいうところに日本が仮に入ったとしても、ですねこちらから提供できる情報がないんですね、やっぱりこう、ああいうインテリジェンスの世界だと、やっぱり情報は共有するものじゃなくて、交換するものなんですね。はい こちらがいいものを出さない限り、向こうもいいものをくれないということがあるので、やっぱりこう、日本の能力をまず高めるというところが重要じゃないかなと、私は思うんですが、しかし、やっぱりそれはあプライバシーの侵害になる可能性もありますから、うもう慎重に行わなきゃいけない、国民の合意の下で行わなきゃいけないというところだと思いますねうんただ、もうあの、今は憲法で決まってるから、できないんです、の一点張りだと、これ、ひょっとすると、 今はまだいいかもしれないけどということが起こりうるそうなんです。これはオリンピックはいい契機だなと私は思ってたんですけれども、まあ今のところ法改正はできなかった。しかし、オリンピックで日本は終わりじゃないんですね。はい この後もわれわれは生きていかなきゃいけない、生き残っていかなきゃいけないわけですから、これは安全保障の課題として、ですね、えー、政府関係者には検討していただきたいなと、ずっと思っていますこれ、やっぱり1日、2日、1年というふうに遅れていくにつれて、こう技術で取り残されたりとかっていうのは大きいですかあの日本もですねそういう面では、技術的な能力はあると思うんですね。えー、特にその志ある日本のののサイバーセキュリティの企業っていうのは、はい、あの欧米 の企業を例えば買収することによってですね<ー>、そのアメリカで研修をするヨーロッパで研修をすると、でいざ必要になった時にはそういう人材をですね日本に呼び戻して日本の防衛サイバー防衛を高めるとことはできると思うんですよね。しかしま日本国内で何かをやるときにはまあ法的な制限というのがやっぱりまだありますんで、んそこを変えていかないと日本のサイバーセキュリティーなかなか向上しないかなという,ふうに懸念してます。確かに七十数年前に。 インターネットなんてものは全くなかった、まあ、無線通信のみだった時代と、もう全然違うわけですもんね、うん、そうですね、そして今、IoT とか言われますし、はい、もうほぼすべての皆さんがスマホを持っているわけですよね、このセキュリティをどうしていくかというところが、今、大きな課題だと思います。 えー、この時間、まあ、G7 のデジタル技術会合の話から、じゃあ日本その中でどうするという話まで、えー、いただきました。えー、ご興味ある方あー、先生の著書、サイバーグレートゲーム、政治経済、えー、技術とデータをめぐる知性学、チクラ書房から出ております。えー、今お話になったことをもっともっとですね、いや、細かく、そして、えーえー、様々な観点からお書きになってますので、ぜひお読みいただければと思います。スクープアップのコーナーでした。 ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしています コメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください深読みジャパン 木曜日コメンテーターは政治アナリストの伊藤敦夫さんです今日は木曜日恒例の敦夫さんの川柳からいきます永田町裏から見れば別景色はい、まあ、まずは直近の,あの3つの、えー、と補欠選挙と再選挙ですそうですね まああの世の中あのどんなところにも誰にでも表があれば裏があると、えー、人間もね同じで優しそうに見える人が実は冷酷非情な人だったとかねあるいははたから見たらの幸せそのものみたいな人が実は大きな悩み抱えてたとか、えー、仲良し夫婦だなと。 まあ今日実は私結婚記念日なんですけどまだ、あ、おめでとうございますええ,、うん、え中吉夫婦が4 0年ですけどね<う>はいええ本当は仲良し夫婦に見えるんだけど本当は実は憎しみ合ってたとかまあいろいろあると思うんですが政治の世界も同じでですねっていうか政治の世界ほど裏と表がある世界はあんまりないんじゃないのかなとええー ある自民党のベテランの政治家の方がね、えー、面白いこと言ってまして、えー、伊藤君ねと政治家っていうのはだねと例えば国会の中で向こうからライバルが歩いてくるとお互いこいつだけは許せない潰してやろうと思ってるライバルが歩いてきたどうすると思うといやどうするんですかといやそれはまあ二人ともそうさーっと近寄ってですね握手をしてね「いやいや先生 え頑張ったらっしゃいすすねねご活躍です、ねえー、これからもぜひ頑張ってくださいと言って別れると前後にね別れてから10秒以内に最低5個か6個悪相手の悪口を言わなきゃ政治家じゃねえぞと <laughs> ちっちゃいな <laughs> <laughs> っていう話を聞かされたことがあってです、ね、そこまでこう相手を倒すためにはそこまで感情を持てってことなんですかね まあ要するにそのお僕が言いたいのはあの見た目とあの <laughs> 内心がこれほど乖離している連中はいないなという意味でもあるのでだからよくあの自民党の総裁選挙なんかあって、はい、終わった後勝った人と負けた人が握手したり、はいえー、みんな3人か4人手つないで万歳とかやるじゃないですか。はい <laughs> あれは負けたやつはみんな腹ばた逃げ繰り返ってるんだろうなと、<laughs> 勝ったやつはざわみろっていうんじゃないかなと、えー、思うんですけれども、まあ、そういう世界ですから、あのまあ、今も言ったように今、これからももしそういう話があればということで、第一弾という、ねはい、位置づけを私はあのしたいと思うんですけれども、まあ、最近の政治の動きの中で、 えー、これはちょっと裏読んだ方が面白いなというテーマを2つほどね、さっき申し上げたように、えー、取り上げてみたいと思いますね、まずその一つ目は、全、え、敗、ー、だったけど、菅さんはご機嫌とだろうと。この前、あの日曜日投開票の参議院と衆議院のそうですね、あのはい、北海道一区の衆議院、えー、それから参議院長野選挙区。はい それこの2つが補欠選挙で、えー、広島の参議院選挙はこれはあの再選挙ということになったわけですがこれ、まあ、自民党結果的に全敗をしましたで中でもやっぱポイントになったのが広島の参議院の選挙再選挙なんですねであのこの3つの選挙のうちその北海道の行くっていうのはこれ吉川貴盛っていう自民党の前議員が スキャンダルで辞任をしたところで自民党は候補者立てられなかったから、まあ、最初から不戦敗が決まってで参議院の長野っていうのはあの立憲民主党の畑雄一郎さんがお亡くなりになったんでその後継者で、えー、立憲民主党は弟の畑次郎さんという人を擁立したんでこれはもうもともと畑王国だしまして弔い合戦だから、えー、ここも自民党は勝てる選挙ではないと。 ななると唯一残ったのは広島なんですねであの広島についてはあの川合案里前参議院議員っていうか、えー、参議院議員の,あの肩書きが消滅してしまった人なんですけど、うん、これはの第一審で有罪判決を受けてですねこれでえっ控訴するだろうと思ってたら突然あの判決を受け入れまして、えー、議員を辞職したと。 アンリーマと思ったんだと思うんですけどここで出ますね, <laughs> ねでなんでだろうなってちょっと思ったらやっぱり広島でこの再選挙をやるということになると広島ってもともと衆議院でいうと7つの選挙区のうち6つが自民党で参議院の選挙も過去3回ぐらい見てみると自民党が大体60万票ぐらいで野党が30万票ぐらいなんですね常にね。 ですかまあ、いわゆる保守王国なんですがここなら自民党は議席一勝を見込めるなとそれじゃあもう案里やめさせちゃうと早く、うん、で一緒に選挙やっちゃおうと、うん、多分そういう思惑が背景にあったんじゃないかとで自民党としてみればい一勝ぱ一敗一夫戦敗ならばまあ,あのそんなに大負けしたというそのイメージを与えないで済むと、えー、思ったんでしょうが、えー、広島は結局自民党は負けてしまったと。 で次の日の新聞、月曜日の朝、ね、刊なんかずっと見ると、各紙とも、えー、菅政権に大団役、自民党全敗と、えー、見出しが踊ってたわけですが、私、見てて、あれ、菅さん、そんなにがっかりしてるのかなと、ふっと思ったんですね。で、その後の流れを見てみると、いつの間にか、あの広島の選挙の敗北の責任は、地元で指揮を取った県連会長がやってた岸田さんだと。 どうも、ね、自民党の中がみんなでそっちの方向に持ってってるんですね。で本当であればですよあの出口調査なんかのあるいは意識調査なんか見てると政治と金の問題をものすごく重視しましたって皆さん有権者の方おっしゃっていてその中でも中でも何を重視しましたかって言ったら1億5000万というのが一番多いんですよ。うん、つまり逆に言うとあの最大の自民党の敗因が何かって言ったら 河合陣営にだけあの相手の溝手さんっていうね自民党の同じ候補者の10倍の1億5000万もお金がいってたとだこんだけ金いけばばらまくよねって話になっちゃうわけですねでじゃあその責任誰にあるのっていうとまず二階幹事長、えー、お金を出す責任者ですからそれから当時の安倍総理の意向あるいは、えー、河井案里氏を協力にプッシュした菅当時の官房長官 おそらくこの3人の責任なんですよ、本来は。えー、なんだけど、どうも責任はすべて岸田さんの方にこうに向いちゃってますよね。でそうなると、<laughs> 菅さんとしてはある意味、しめしめなんですよ。うん、あの今、菅政権、まあ、支持率はそこそこ、の線維持はしていますけれども。 これかあとでもお話しする例えば東京オリンピックの問題だとかそれからワクチンの接種の状況だとか感染の拡大状況だとかいろんな難問が待ち構えてますねでそういう状況の中でもし菅政権に対する批判がどん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 強まってくるっていうことになるとこれもしかしたら菅さんはあの自分の総裁の任期の間で解散・総選挙をやりたいとおっしゃっていますけれども。 えー、果たしてそれができるかどうか自民党の中でやっぱりちょっと菅さん選挙の顔は無理だよねとじゃあ,あの菅さんに解散やらせずにそのまま総裁選挙をやっちゃってそこでもう瞬間的でもいいからちょっと人気が出たやつ担いだ方が得だよねと、えー、能力や人格指揮権関係ないよねという声が、えー、出る可能性もなくはない。 菅さんとしてはそれは一番困るわけですよね。えー、で、そういう状況の中で、じゃあ、今、ボスと小賀とかいろいろ言われてる中で、えー、菅さんが一番、もしかしたらと恐れてるのは誰だったかちょっと、実は岸田さんなんですよね。あそうなんですか、ね、あの世論調査で人気の、ね、調査なんかやると、まあ、人気投票ですからね、あれ、えー、やると、まあ、今は河野太郎さんがトップ、それから石破さんが来て、うん 小泉進次郎さんが来てさっき藤井さんが直してたねばか <laughs> ちゃん連絡つって直した小泉進次郎氏が来てその後に菅さんとかなんと元安倍前総理とかこういう人の名前が並ぶんですねだから人気調査だけで言うとそういう並び順で岸田さんずっと下の方なんですがあの実はいろいろ聞いてみるとああの安倍さんはまだ岸田さんに未練がある。 貢献しようと思っていたわけですからでもし菅政権が危うくなった場合誰が動くかというと安倍さん麻生さんんん麻生連合軍が動くんですよ、うん、一番数持ってますこの2つが結束すると結構手強いわけですね、うん、でもしこの2つの派閥があるいは2人がもうこの際だから手堅い人材でいこうと共産、まあ、って手堅い人材ですからね あのパフォーマンスはできないし話はつまらないけども手堅い人材ですからじゃあやっぱり岸田行こうとなるのが菅さんにとっては脅威なわけですよ、うん、ところが広島で、えー、自民党が負けたことによって今自民党の中では一斉に責任は岸田にあるとそれからあもうこれで岸田の総裁の目はなくなったとか岸田も完全にアウトだなとかっていう声がどん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 出てきてるわけですよ 出てきてるのか出さしてんのかわかりませんけどね。これ菅さんにとして決して悪いことじゃないんですよね。ある意味ライバルが一人消える。あるいは、あのライバルの座からこう。かなり後退するっていう状況になるわけだから。その意味で言うと、まあ実は。この全敗。三、三つの選挙の全敗が。菅さんにとって悪いことばっかりではない。もしかしたら。菅さんからすると。 一ついいことがあったらというふうに思っているかもしれないなというのが一つ、裏読みです、今日のね。はい、で、えー、二つ目の裏読み、やっぱり東京オリンピックはやりますともうい,あのいうのが、えー、政治の世界では実は常識化していると。永田町では。はい、はい あのここにきてやっぱり、えっと、東京五輪うんを、まあ、巡る環境っていうのがどんどんやっぱり悪化の一途たどっていますよね3回目の緊急事態宣言は出たし、えー、感染の拡大状況は止まらないし、えー、世論調査なんかのデータ見てもやっぱりずっと平気あの常にそうですけど延期か中止っていうのが6割から7割をこう占めてる。 で最近、あの菅総理がね盛んにワクチンはもう大丈夫だファ、えー、イザーとは実質合意した実質合意ってなんだよ契約じゃねえのかよって話なんですが、うんえー、まあそのワクチンについて昨日、おとといですか菅総理が7月末を念頭に高齢者希望する人全員のワクチン接種を終えるよう取り組んでいきたいとこれ、皆さんあ7月末までに打てるんだって思う。 混んだ人いると思うんですけどこの文章をよく読んでみたら決してそんなこと書いてないんです取り組みたい。ええー。取り組んでいきたい。あの菅さんの発言って非常に面白いのは「なんとかしたいと思います」とかね「なんとかではないでしょうか」って必ず言うんですよ。言い切りがないんですで。今回もそうです。取り組んでいきたい。取り組んでいったけどダメな場合もありますよっていう意味に受け取った方が まあ無難だろうなと思ってるんですが、まあとにかくそのワクチン接種が遅れてる、オリンピックまでに間に合うかどうかわからないという状況になったからこそ、まあ東京に大規模接種会場を作るとかいろいろ今言い出してるわけですね。いやそれだけ、えー、危機的な状況に陥ってる、えー。とてもじゃないけど常識で考えたら、オリンピックまでに日本の 少なくとも高齢者の皆さん万人全員が2回目の接種を終えるっていうのは無理なんじゃないのって実は皆さんもう分かってると思うんですが、まあ、とにかく何とかする何とかするとずっと言っていますで一方組織委員会はついこの間、えー、解散にあたって、まあ、大体医療関係者っていうか看護師さんですね500人確保してくれということを東京都に要請しているでこれに対してやっぱり関係者からは冗談を言うなと。 このその時期に看護師さん、ね、感染がどうなっているか分からない状況の中で、看護師さん500人も取られて、ですねでそれもボランティアでやるって言ってるんですよね、オリンピック、そんなにええのか、このろうと思うんですけど、そんなことになって、もし一般の国民の感染した方たちが、満足な対応をしてもらえなくて、症状が悪化したり、まあによっては命を落としたりしたら、一体誰が責任を取るんだ。 ということでまあ悪用分奮なわけですけれどもそれに加えてあのなんだ IOC とかいうとこのどっかスポーツなんてあの世界組織らしいですねでトップのバッハさんという方がですねえ非常に偉い方らしくて「緊急事態宣言とオリンピックは関係ねえよ」って言い放ったりね。 なななんか昨日五車会談やっったたらら急におとししくなったらしいですね<ー>突然日本にごますり始めて日本人は素晴らしいとか、ね、粘り強いとか、えー、非常にこうオベンチャー合うようになったんですがさすがのバッハさんもちょっとまずいぞと思ったのかもしれませんけどね、うん、でも一度口から出た言葉は消えないんですよねこういう状況ですから、あのーまあ、オリンピック東京オリンピックパラリンピック今や ある意味で四面楚歌の状態になってると思うんですがそれでも菅さんはオリンピックやるかどうかの決定権は IOC にありますって丸投げしてですね自分からは何も言わないんですね。なんでしかしまあ菅政権さんもそうまあ組織委員会もそうだしですけれどもまあ今の菅政権そのものがあのここまでなんとしてでもオリンピックをやりたいと思ってる背景に何があるのか。 なんでここまで頑張るのかが非常に不思議だなと思っている方たくさんおられると思うんですけどその一方であの先読み上手なあの東京都の小池さんという知事さんがですねあのここのところ東京五輪のお話をほとんどしないですねでそれに切れた丸川五輪担当大臣が小池さんに噛みついてますけどね東京都は何も返事しないとレスポンスがないとか言って噛みついてますけれどもえー、感染者が 減らなそれあの五輪に関する医療体制のやり取りに関して喋べるのはいいけども東京都はあの感染対策何もやらないとかんとかっていう発言は五輪担当大臣としてはいかがなものかなとは思うんですがまあそれは逆に言うとしかしその五輪担当政権側からしてみると本来主催者であるはずの東京都そこのトップの小池さんがなんかじっと。 なんか巣ごもりしてこの件に関してはアクション起こさない何やってんのって思いがあるんだろうと思うんですが僕はね小池さん先読みしたのかなつまりもしかしたらオリンピックできないかもしれないでそれに先立って、えー、先立ってあの小池さんが唯一頼りにしている自民党の重鎮二階幹事長ですけど二階さんが、まあ、どうしてもダメだとなったらスパッとやめるしかないねって言ってるんですよね。うん なんか二階さんと小池さんとの関係を考えるとですね小池さんはその辺のなんか、えー、ムードを読んでここはあまり自分が前に出ない方がいいと前に出ると自分の責任になっちゃう万が一中止だとかなんとかっていうことになったらその責任は政府にありますよ組織委員会にありますよっていうその仕組みを作っておこうという思惑がもしかしたら背景にあるんじゃないかなと。 えー、いう気がすするんですねただし私は最終的には菅さんはオリンピック強行すると思ってます、えー、だってあのこういう状況の中で今あの解散総選挙を菅さん自分の手でやりたいとあの総裁の任期の間でやりたいとおっしゃってますけどじゃあ自分の手で解散を打つとしたらいつかって言ったらもう9月しかないんですよ。もう早期解散はなくなりましたからね。 となれば、盛り上がろうが盛り下がろうがですね、オリンピックやっとかないと、解散に持ち込めないんですね。うん、えー、まあ、オリンピックって本来政治とは中立性を保つ、ね、スポーツの祭典なんですが、日本の場合は、密接に政治と結びついてる、でそういう状況の中で、自分の手で解散・総選挙を打つためには、オリンピックっていうのは超えなきゃいけない壁なんですね。 でもし五輪やらないってことになったらあじゃあもう別に菅さんじゃなくていいじゃんっていうムードが逆に言うと一気に高まってしまう可能性があるそういうムードを盛り上げないためにも何としてでもオリンピックやると、えー、私ねあのもう随分前だったんですけど実は組織委員会のある幹部、まあ、最高幹部の一人ですけどねと話をしていると「本当にできるの?」みたいなことを言ったら。 大丈夫だと最後の切り札は無観客なんだと無観客であればやれますよとえー、でその判断はもうギリギリでいいんだっていうことを3月ぐらいに聞いてるんですよ<ー>で昨日ついにねあの組織委員会の橋本会長が「無観客も視野に」みたいなことを言い出しましたね「あれもうちょっと早めに切り札切っちゃったのかなと思うんですけども」 仮に無観客ということになれば、まあ、医療体制も大幅に縮小できますよね、えー。おそらくですから僕は最終的に菅総理はやるとで最悪でも無観客ということで、まあ、考えているんだろうとだからやるんだろうと思いますよ。ただあの無観客にしてまで 普通の感覚で言うとね無観客にしてまでオリンピックやる意味ってどこにあるのって多分皆さん思うと思うんですが、えー、政権側っていうか政治の世界には十分意味があるんですやるかやらないかっていうのはね、えー、まあ私の個人的な感じで言うと一言「もうやめようよ」って多分多くの皆さんもそう思ってるんじゃないのかなと思います。 確かにアスリートの皆さんかわいそうですでもっと言うと6月までギリギリまで引っ張るっていうのはますますかわいそうなんですよモチベーション維持していかなきゃいけないわけだから本来であれば、あのー、観客の数等々については4月中に決めるってなっていたのは、うん、なんで2か月伸びたのとそこに何があるのってなって考えていくとまあギリギリまで引っ張って無観客でやる それまでに感染状況をどう見るかついでに言うと今の緊急事態宣言5月11日までですね短いですね5月17日に IOC のバッハさんっていう人が来るらしいですねえ今度の緊急事態宣言延長するんですかその時の状況にはもちろんよりますけども状況が劇的に改善していなくても解除するんですかね なんかすべていろんな問題がその辺にこう集約されてるような気がするんですけどね、えー、皆さんは果たしてどうお考えか私のこれあくまでも裏みですから、えー、どうなるかわかりませんけどもそんな感じで今眺めてるところです。 なんかあのオリンピックの人質っていう、まあ、小説映画っていうかそのドラマにもなりましたあ,ありましたね人質に取られてる感じがすごくするんですよ、うん、政治的だねうん、うん、それとねもう一つはあの確かに日本はその欧米諸国に比べれば感染者の数少ないですよそれと、えー、致死率とっていうね数字一つ出してもまずは日本の場合1%あの世界レベルで1%です 1>、うん ちなみに言うと肺炎で亡くなった方、うん、年間10万人ぐらいいて肺炎での致死率っていうのは5%と言われてるし SARS は35%致死率があります、うん、でその意味で言うとあの日本はまだまだ大丈夫だと、うん、でもしそうであるならばそれを開き直って言うっていうのも一つの方法なんですよ、うん、なんだけれども逆に言うとそのワクチンの接種が大幅に遅れてる日本に外国から 選手あるいは関係者が来てですねもし日本で感染して国に帰った場合これ日本に対する国際社会の批判っていうのがものすごい高まるリスクがあるな、うん、そこまで考えて強行しようとしてるのかなと思いますけどねまあこれから数年後10年後とか、はい、あのオリンピックがという、うん、あの今日中で読んだんだけど「工藤」 歴史になってなければいいんだがっていうのもね。うそうですね。なってますけどもね。あ、ね、裏にはそういう思惑があるんじゃないのかなっていうことも。うん、頭の片隅に置きながら。はい。今後の推移を見ていっていただきたいなと思いますけど、ね。はい。木曜日の福山ジャパンコメンテーターは政治アナリストの伊藤惇夫さんでした。来週もよろしくお願い,いたします、はい。ありがとうございました。した毎週水曜日は九州経済です。えー、長崎県立大学教授。 鳥丸さとしさんです鳥丸さんおはようございますおはようございます,います今朝もズームでつないでお話し聞きます朝ごはんは食べ終わりました、はい、ししま鳥丸さん <laughs> すみませんあの終わりました <laughs> さっき朝早かったすいませんそんな時はもう、ね、スタッフがなんか朝ごはん食べてる鳥丸さんを見ていてお忙しい中申し訳ないって言って,言ってました、ね、すいませんよろしくお願いします今日は新型コロナの対策の関連グッズがやっぱり売れていてまあ輸入額も多いっていうそんなお話なんですね そうですね外出自粛要請と飲食店の時短要請再開で、まあ、巣ごもり復活みたいな感じになってきてるんですけど、はい、あの先週、あの最大の貿易パートナーの中国の話をしましたけれども、はい、やっぱり中国からの輸入っていうのが、うん、あの巣ごもり関連グッズ相当増えているということで、はい、えっとまずあのマスクなんですけれども。 えと九州でマスクを大量に輸入しているのはもちろんあの博多港ということになるんですが、はい、博多港の使い捨てマスクの輸入データをさかのぼると2012年ぐらいまでは金額で大体もうコンスタントに14億円程度で推移してたんですね。はいうん それが2010年代後半になると30億円をちょっと超えるぐらいで横歯動きが続いていたんですが、はい、それはおととしの2019年まで続いていたんですが、うんえー、昨年はですね、えー、と輸入額が6.5倍に増えて、うんえー、200億円を超えたっていうことですね。 この使い捨てマスクの輸入金額って6.5倍増えてて全国より大きい伸び率なんですよね。ああこれはやっぱりあの、うん、マスクってあの割と使い捨てマスクの場合は単価が安いですから。はい 単価が安いのは多くが船便で運ばれるわけですけど、はい、そうなると大消費地に下ろすよりも近場の博多港に下ろして、うん、あとはトラックで陸送した方がいいんじゃないかっていうことですねちなみにこの博多港が輸入したマスクの輸入元は98%が中国からということで,うで、ね、もう圧倒的に中国製ですね。はい、それからあの趣旨を 手指を消毒するアルコール消毒液、はいえー、これも昨年は輸入が大幅に増えたんですけど、<ー>博多港の輸入金額が、えー、と1年前に比べて9.2倍になって44億円、はあ、全国7.4倍の伸びですから、やっぱりこちらも博多港の方が増加率は高いっていう状況ですね。この アルコール消毒液についても輸入元の94%は中国と。 と、はあ、いうことですから、要するにあの昨年振り返ると、うん、マスクと消毒液っていうあのコロナ対策最重要商品を通して、中国との、うん、<laughs> 関係がより深まったっていうことですよね。消毒液は、もしかすると <laughs> こんな中国から入ってまてんま、ね、と罠にはまったのかもしれないですけど罠 <laughs>、まあ、にはまった <laughs>、えー、そうでね。<laughs> で それともう1つ、ですね、巣ごもり時間が、はい、あの長くなりすぎた結果、運動不足ということで、はいえー、それを解消するためのスポーツ用品の輸入も、もしかすると増えているんじゃないかと、はあ、疑って調べてみました、ええあの、貿易統計上のこのスポーツ関連用品の品目名はですね。はい えー、身体トレーニング用具体操用具および競技用具って言ってて <laughs> やたら長いんですがあの具体的に言うとあのダ,、えー、ダンベルだとかルームランナーだとか<ー>ハンドグリップだとか<ー>あのパンチングバックだとか縄跳び用の飛び縄だとかなんですけれども。 中には鉄棒とか平行棒とか平均台とか砲丸、はい、投げ用の砲丸とかまで含まれているのでちょっと家庭用ばかりじゃないんですよね。なんだけどこの品目でしか見れないのでちょっと調べてみたらあの博多港の輸入数量が前年比ちょうど2倍に増えてて輸入金額が6割。 増えてるんですね。はい、で、8億3000万円になってて、これ過去30年間遡ってみたんですけれども、あの輸入数量、金額ともに過去最高、<ー>もうダントツ過去最高になっていると。やっぱりそうなんですね。で、うん、博多港のこのトレーニング用品の輸入元はやっぱり。 あの中国が99%っていうスポーツ用品店最近除くとあの、はい、ホームジムっていう新しいコーナーがどこもこう設けられているわけですけど、はい、やっぱりトレーニング用具への巣ごもり需要っていうのは旺盛なんじゃないかなとあの思います。ですからマスクを買っても あの消毒をしても、はいえー、巣ごもりして運動しても、うんえー、緊急事態宣言が一時解除された隙を狙ってアウトドアでソロキャンプ用のテントを買っても、うんえー、何をしても中国との関係はコロナ禍では深まる一方ということです。<laughs> 桑原、桑原なんですけれども、ただですね、いろんな統計見ていて、ちょっとほっとする統計があるんです、ほっとする、なんでとする、中国からの輸入が増えているんじゃないかなと思って調べたんだけど、ほとんど増えていないか、ちょっと逆に去年減ってるっていうのがあるんです、ね布マスク、布製のマスクっていうのは、ほとんど増えてないんですよ。要するにあの 手作りの布マスクってもうどこの家庭でもあのネットを見ながらどんなふうにして作るんだろうというのを一生懸命工夫されたり、うんうん、あと地場産品のちょっと高いんですけれども、ね、博多織りだとか上い、はい、がすりのマスクとかがいろいろ売られていてそう,、ねね、そういったのをファッションの上でこう買われる方々が多くてさすがにこの分野は あの、まだ守り通しているぞっていうのを見てですね。ちょっと、なんか、安心するような気がしました。そのうち、高級な、あの、絹とか使った中国製の布マスクが入ってきたりするんじゃないですか。いや、それ、それも、やっぱり、あの、国産で、大島紬とかありますからね。相当高いんですけども、今作ってますああ、そこは、やっぱり。大丈夫なんじゃないかと思います。譲りって。守りと、ね、守り通したいところではありますね。鳥山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 長崎県立大学教授でエコノミスト鳥丸聡さんでした。毎週水曜日はガタナガ周一郎の週一な話です。元サンデー毎日編集長のガタナガ周一郎さんに、はい、今日は月一の人気企画この歌詞がすごい。今日も、ね、はいあの今日は歌詞歌詞そのものというかですね、はい、えっと歌ができた風景歌の原風景のお話をさせていただこうと思ってますはいはいあのー、まあ 今、この状況でね特に東京とか首都圏とか、まあ、皆さん、あの動けないんですけれども、えええっと、ゴールデンウィークも寂しくなりそうなんですが、うん、あの歌ができた場所に行くっていうねこれ、あの本当に、まあ、グーグ,グルでもできますけれども。はいはい 楽しいんで、今日はその紹介をさせていただこうと思います。<laughs> はい、まずははい、あのこの曲からちょっと聞いていただければと思います。はい,は,いはい、はい、はいはい、ご存知、あの smap の大ヒット曲、うん、夜空の向こうで、うん、はい。作詞は菅塚菅塚おさんですよね。はい、で、この歌詞まず何がすごいって。うん、今曲の冒頭かかりました。けれども、うん、曲の最初がサビなんですね。 うん、あ確かにそうですねサビから、ね、普通は A メロ B メロサビみたいな感じですけどもいきなりサビでしかも歌詞があれから僕たちは何かを信じてこれたかなって、うん、はあって思いますよねいきなり <laughs> 過去に何があったんだ <laughs> っていうそうそうだからあのそういう意味ではねワンフレーズで曲の世界にもポーンと連れて行かれるっていう意味でもこれも旅なんですけれどもこの曲 生まれた場所がはっっきり分かってるんですねいあの一番の貸し地に、はい、あの公園のフェンス越しに夜の風が吹いたっていうのありましねはい、あの公園は東京のお茶の水駅の近く、うん、あのサンクレール商店街というところにある小さな広場で菅さんご自身が明かしてますけれどもあれあの浪人時代に通っていた予備校がお茶の水にあって。 で、うん、で当時この小さな広場から見上げた冬の空が歌のモチーフになったんです。<laughs> なんでそんなこと知ってるんですか。<laughs> いやご本人ががてってらっしゃるんです、ね、んですはい。で毎日新聞からも近いんで私もで、ね、行きましたよ。<laughs> 行ってみましたか。<笑><笑>冬の晴れた夜に <laughs> 同じシチュエーションで何か <laughs> 何か見えましたそこから。<laughs> あのね都心のちっちゃな公園なんですね。はい、そこから見上げる夜空ってビルに その空が切り取られて遠くってですね吹き抜ける冷たい風ってあのビル風の冷たい風ってあの鼻にツンときますよね。でんかねそこいるだけで泣きたくなるようなね <laughs> <laughs> でね思ったんですけどそこにね、はい、そんなところに浪人生っていう宙ぶらりんがねこれから僕どうなるんだろうっていう思いを抱えた若者があ<ー>、まあ、こ,こっから先は僕の勝手な想像ですけど。はい、その 一緒にいる女の子はもう大学生になってんじゃないかなと、うん、そうするとななおさら切ないですよねそれは、うん、だからね私がこの歌の珠玉のフレーズだと思うのは「はい、あの頃の未来に僕らは立っているのかな」です。うん、これは 誰でもいくつになっても多分もう刺さる言葉ですよねあの時の未来に立ってるのかな僕はって、うん、でだからそ,のそしてこの言葉があるからこそそ,その夜空の向こうにある明日っていうのに聞く側も一緒に信じようと思えるんだと思うんですね、うんうん、でも実に名曲だと思いますということで旅をするんですけれども、はい、えっと まあ今、行けない、あまり皆さんがこっちに来れないところを紹介しようと思って次は横浜なんですが横浜もまあ横浜の歌ってめちゃくちゃゃく多いですよね。今日ご紹介するのはまずそのユーミンの,あの海を見ていた午後です。 この歌には実在のレストラン、あのドルフィンが登場しますよね。うん,う,んうん、はい、うん、うん。はい。歌では山手のドルフィンって歌われるんですけど、実際は根岸というところにあって、<ー>でも、ね、はい。歌の通り、晴れた午後には遠く三浦岬も見えるんですね。はい、うん。で、この歌の主曲のフレーズは、この晴れた午後には遠く三浦岬も見えるっていう歌詞のすぐ後に、はい、ソーダ水の中を貨物船が通るって続くところなんですね。 はいもちろんソーダ水の中に貨物船があるわけなんですね、これはすごいのは、遠く三浦岬っていう円形から、いきなりね、手元のソーダ水に、うん、映画みたいにね、うんねうん、視点が変わるんですよ。パと光景が浮かびパーんと自分のところに帰ってきて、うん、そして次に続く歌詞が小さな泡も恋のように消えていった、なんですね。うんはい <laughs> だからそれだけでこの,、ね、この3つのポンポンポンという言葉だけで彼との思い出の場所で終わった恋を思う女性の姿がくっきり浮かび上がるんですんあこれね、なんか前テレビの企画でそのシーン再現してましたよ、捜査浸水の中にこう貨物船が浮かぶのを撮ってみようみたいなのやってましたよちなみに私も大学生の時にあのというか上鹿児島から上京して一番最初に行った観光地がドルフィンでした。<laughs> ソーダ水頼みましたね <laughs> ソーダ水頼む勇気がなかったですねなんか <laughs> バレバレすぎて <laughs> バレバレすぎて確かパスタかなんか食べだと思います<ー>聖地巡りが好きですね <laughs> で, <laughs> でねちなみにこの歌にはもう一つエピソードがあってですね、はい、横浜生まれ育ちの小田和正さんがこの歌を聞いて、うんうん、なんで八王子出身のユーミンが横浜を歌ってるんだっていう風に触発されて書いたのが <laughs> 秋の気配っていう歌なんだと。あ秋の気配、ね。ご本人おはい。これも、そうなんです。うん、これも、ご本人が語ってらっしゃってですね。はい,はい。で、あの、あの歌の最初に出てくる、あれがあなたの好きな場所、港が見下ろせる小高い公園。っていうのは、これはも、まさに、港が見下ろか公園です。うん、ああ<ー>。ついでに言うと、山崎正義さんの名曲の、あの、ワンモアタイム、ワンモアチャンス。に出てくる、桜木町、あの、うん、明け方の街、桜木町でって歌詞があるじゃないですか。はあ。 あの桜議長は港が見える岡公園からもう車で10分くらいなって、うん、えと本当にだからすごいみみ狭い範囲で3曲巡れるんですけれども <laughs> 効率がいいな聖地巡礼だ <laughs> そうそう,そうあの近,近場でできる聖地巡礼ですね <laughs> 本当ですねでまたあの 横浜でいうと、あのもうもちろんサザンですよね、あ,まあそうでですね。はい、ねで。これでえっと、ワンフレーズでえっ、ー、とね三箇所出てくるところがあって、これ、ラブ・アフェアっていう曲ですけれども、ラブアアフェマリン・ルージュで愛されて、大黒ふ頭で虹を見て、シー・ガーディアンで酔わされてっていうところあるじゃないですか、<laughs> はい、はい、あのマリン・ルージュで愛されてですよね。でだからこの 歌詞のところって本当今、今のフレーズだけで3箇所あの、マリン・ルージュは横浜港をクルーズするレ, <laughs> レストラン船ですし、はああの、ベイブリッジのたもとが大黒ふ頭ですしはい、はいで、山下町のホテル、ニューグランド本館の1階にあるのが、バーシーガーシガディアンですよねは<ー>、はい、私以前、この支配人を取材したことがあるんですけど、趣味を兼ねて、趣味を兼ねてじゃなくて、趣味でしょ、もう。 当時はね全国から観光客がいっぱい来たそうです。で私も何度か、まあ、あのこのシーガーデン行きましたけど、はい、いいバーですよ、えーまあ、繰り返しになりますけど首都圏はね今この状況ですけどいつか落ち着いたらねさっき言ったお茶の水お茶の水も周りにいっぱいねいろいろ観光名所もありますしで横浜もぜひ行って、まあ、横浜秋がいいなと思いますけどね。うん <laughs> はい、で 最後にですね、はい、実際の場所ではないのに聞く人をそれぞれのあの街にねそれぞれの頭の中のあの街に。 連れてってくれる名曲があるんですね。この曲です。佐田雅志さんの主人公ですよね。はい。佐田雅志さんの好きな曲アンケートだと大体一位がこれなんですけども、な見たいですね。はい。私すいません。ちょっとこの曲はあんまりよく知らなかったんですけど、なんかすごい人気があるって。はい。これゴールデンウィークに聞いてほしいんですけど、あのこの歌に出てくるのはあの頃っていう駅と昔通りっていう通りなんです。 でもう62番のバスとか、ね、プラタナス並木とか、ね、学生だらけの街とかあるのでムクムクと新聞記者ですからどこだろうと調べ始めたんですね。<laughs> うん バスの路線図まで全部見ました <laughs> 取材あ,あるんですか。六十二番のバスで。六十二番のバスでで。でもね、特定できなかったんですね。できない。あのー、できない。で、イメージとしては、あのね、多分ね、夜空の向こうでも歌われたお茶の水界隈が近いと思うんですけれども。<ー>でも、おそらく、これは架空の、うんうん、でも、多くの人がいがく、抱くであろうね。学生時代の風景の象徴だと思うんですね。<laughs> うん。 で実は記者当時に当初欄に七十代の女性からこの歌を聴くたび、うん、思い出す人がいますっていうお便りをもらったことがあります<ー>あの二番の冒頭の歌詞、はい、あるいはもしもだなんてあなたは嫌ったけど時を遡れるチケットがあれば欲しくなる時がある、うん、であそこの別れ道で選び直せるならってっていうのは、うん、これ もうね恐<ー>らく誰もが思うことですよね、お便りをくださった女性はまだ若かった私は彼がどれほど大切な人か愛しているのか分からないまま別れてしまいました、うん、そうして今もあの学生街の近くを通るたびにどうしていらっしゃるのだろうと思い出しますってて書かれてました、うん、美しい思い出なんですね、今、うん、となって。 「人は必ずしも一番愛した人と結ばれるわけではありませんがそれも人生ですね」ってあったんですけれども、うん、この歌のあの珠玉のフレーズは有名な、ね「あなたは教えてくれた小さな物語でも自分の人生の中では誰もが皆主人公」っていう本当にすばらしい歌詞なんですけれどもでもこの歌詞が刺さるのはその前に。うん ももちろん今の自分を悲しむつもりはない確かに自分で選んだ以上精いっぱい生きる、はい、そうでなきゃあなたにとてもとても恥ずかしいからってあるからなんですね、うんうん、だから人生はあの選び直しもやり直しも効かない、はい、だからこそ思い出って美しいっていうそういう歌ですよね。この歌の歌中に一つだけすごく具体的な そういえば「あなたの服の模様さえ覚えてる」っていう歌詞もあるんですがそこだけすごくリアルなんですけれどもかかれでもあるじゃないですか。あ,るあ,るありますね覚えてる、ねうん、うん。だからそれはそれこそ香水で打たれたように匂いだったりその人が似合ったあの服だったりーえーとユーミンが歌ってるのは歩き方で覚えてるっていう<ー>うん。 みんなみんなどっかに抱いてるんだと思うんですね。ねででもみんなでももう自分の人生歩んでてそれでそこは主人公ですよ。うん,うんだからどこにも出かけなくても、はい、あの頃への旅って誰でもいつでもできますよね。なので、えー、このお厳しいゴールデンウィークですけれどもあのこの歌聞いてえっ、ー、とそんな旅を されてはいかがかなと思って、ね、ご紹介しました。なるほどいやー、ー今回面白かった、ありがとうございました。はい、がたなが秀一郎の周一な話、インサイトコラムでした。大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト、森永卓郎さんです。はい、毎、ま、度。はい、ということで、あの、先ほど辻本さんもですね。うん、はい。えー、コロナの話、ずっとされてましたけれども。あの、実は十八日の日に。 河野太郎、行政改革担当大臣、最近はもうワクチン大臣になってますけれども、菅総理とファイザーっていうアメリカの医薬品メーカーの CEO、社長と電話会談をして、9月末までにワクチン接種対象者のワクチンを全部確保できるっていう約束ができたと。 ただですね、はいえー、この口約束は本当に信じられるのかどうかっていうのは、うんうん、実はもともとファイザーとの当初の契約、はい <laughs> まあ、条文がどうなってんだかわかんないですけど、はい、それが6月末までに契約数量、うんうん、6000万 1億2,000万回分来るっていう約束だったのに結局半分も来ないわけですよ。でんで来ないんだかよく分かんないんですけど日本だったら言った納期に納めなかったらもう出入り禁止になるんですけれどもんか今回約束守ってないんだから次もその怪しいって私は思うんですけれども今日お話をしたいのはじゃワクチンが。 したらその大丈夫っていうふうに、政府もワクチンが切り札ですって言い続けてきてるんですけど、じゃあ、ワクチン打ったら、さーっと一気に感染者数が減少するのかっていう話なんですね。で、一つ引き合いに出されているのが、イギリスなんですよ、イギリスは本当に今、まさに収束に向かっていきます。 あのこれ、くしくもなんですけど、新規陽性者数のピークは、日本もイギリスもぴったり1月8日だったんです、なるほど1月8日の日、どうだったかっていうと、実はイギリスの新規陽性者数、日本の9倍、1桁多かったんです。 減ってって、うん、で日本は今、どんどん増えていってて、うん、え4月の 4, 4日に、ですね、うんえー、日本とイギリスの新規陽性,陽性者数は逆転しました。はいあら そして今やイギリス2000ちょっとなんですよ。うん、日本が4000ちょっとなんで日本の半分つまりもう劇的にイギリスは減ってほら見てみろイギリスはまあ半分ぐらいの国民が少なくとも1回接種したわけです。はいはい、えだからワクチンがものすごく効くんだぞっていうシナリオになっているんですが実は。 アメリカももうほぼ四割の国民が打ってるんですよ、うんはい、でアメリカの新規陽性者数はどうなってるかっていうと七、うん、万人前後でずーっと横ばい<ら>全然収束する、うん、気配もない、うんはい、そうですねでそうなってくるとちょっと ワクチンだけではない感じが。なんかね、う私はよくわからないんです、うん、正直言って。だって、ワクチンの有効性は、90何パーセントとかっ言ってるわけですよ。うんで,すね、で、その90何パーセント有効性があって、4割ぐらいの人に、もうアメリカ打ってんなんで減ってこないんだって。うんうん、で,で、なで少なくとも、あの、 すぐには減らないっていうのはどうやら明らかなんじゃないかな。うんうん、かワクチンで即刻問題解消とはならない。うんうん、ならないで、はい、じゃあなんでイギリスは減ったんですかっていうことなんですね。はい、で、イギリスは実はあのこのワクチン以外に同時に2つのことをやっています。つは ロックダウンです、うん、でこのロックダウンっていうのは単にこう都市間の移動を禁止するっていうだけではなくてですね、うんえー、例えば、えー、出勤、うんえー、原則禁止、うん、全部リモート、うん、でどうしても社会上必要な人に限って通勤を認めるだから原則禁止なんですね日本は あの小池都知事がですね、はいえー、東京に来ないでください、出勤者7割削減で掛け声はかけているんですが、うんうん、全然減っていない、うんはい、満員電車もいいこれでいいのかっていう感じになってますね私、すごく不思議なんですけど、うん、なんかね、あのテレビとかだと、電車は感染源になりえない、うん、夜の店だけだって言うんですけど。うんうんうん 私あのなるべく混んでるとこは乗らないようにしてんですけれども、うんはい、まあ1ヶ月に23回はどうしてもそこ乗らないといけない時があるんですけど、うんはい、だってあの密閉空間でベラベラ喋ってる人もいるし、えー、ごほごほせしてる人もいるし,ほほしるうーん、ね、それはなるだろうって。 だって、飛沫だけじゃなくて、エアロゾルっていう、もっと細かい粒子の感染というのもあるわけですから、だから、ここもビタッと止めないと、そうはならないんですね満員、はい、<で>電車の中って、じゃあ,あれですか、相変わらずし調べてないっていうのが現実なんですかいや、分かんないんだと思います、だから、あのー、誰もどの電車乗ってたかなんて。うん 覚えてないですよ、ね、もう追跡がねもうね。の人は覚えてると思うけどね,ね普通の通勤の人はねでもそこでなったっていう確証みたいなものはもうね,、まあ、は,ねはいでうそれだけじゃなくて例えばね、うん、その友達に会うのっていうのもイギリスは原則禁止なんです屋内で会うのは禁止屋外でそれも家族か最大6人までしか、はい 友達にもちろん飲食店は屋内営業禁止っていうものすごく厳しい行動制約っていうのをずっとかけ続けてきたんですね。でもう一つ何やったかっていうとその徹底的な PCR 検査なんです。 この PCR 検査は何をしたかっていうと、うん、個別訪問をして1件行件て、うん、PCR 検査キットを配って、これで検体を送ってください、うん、でそれで届いて、まあ、全員が応じるわけではないんですけど、はい、ここは感染が厳しいなっていうのが分かった、例えばロンドン南部の2つの地区では、全員検査に踏み切るわけです。はい、<ー>で こうやって徹底的に陽性者を見つけて隔離する、うんうん、つまり大規模検査プラス徹底的な行動制限っていうのをやったからとてつもない勢いで新規陽性者が減っていってでジョンソン首相は。 よしもうすぐパーポイット飲むぞみたいに喜んでいるわけです。うん、で、このジョンソン首相もね、はい、最初は間違えたんです、イギリスは最初、うん、経済優先だって言って、うん、あんまり強い対策を取らずに、うん、で、まあ、ジョンソン首相、うん、自身もコロナにかかっちゃうっていうことになったんですけど、間違えるんです、人間は。うん、間違えたら、間違ってごめんねって言って、ちゃんとしないといけない。で、日本はどうなってるかっていうと。 大阪が緊急事態宣言の要請をすることになりましたけれども、緊急事態宣言したって、同じことの繰り返しにしか私、ならないんだと思います。まん防止に比べて、ちょっと厳しくなる、分そのデパートだとか、カラオケだとかっていうところも対象には加わると思うんですけれども、変異株っていうのは、 強いんですよ、うん、で一部のその情報によると2倍近い、はい、感染力は。うんうん、でそしたらね2倍強い対策をしないとえ抑え込めないに決まってんじゃんって思うんですけど、うんうん、なかなかそれをしない。はい、でもしない中で、うん、私すごく不思議なのは。はい 小池都知事は東京に来ないでくださいって言ってるくせに、オリンピックは来てくださいっていう,う、よくわからない行動に出てて、このまんま行くと、中止以前にもうできなくなっちゃう、だから本当にオリンピックやりたいんだったら、今すぐバチーンと対策を取らないと、私はいけないんだと思うんです、はい、東京に来ないでくださいって言うからには、東京にいる人にも東京から出ないでくださいって言わなきゃいけないですよね。そうなんです、うん これは言わないんですよね首都圏全体から外に行かないでくださいっていうのは言ってるんですけどとかねよくわからない本当によくわからないから誰も言うことを聞いてなくて私は東京に来ないでくださいって言われてたにもかかわらず今日てししままいたお仕事だっていうので移動してる方も本当多いですけど。 まあでも、その対策を打たずに、また緊急事態宣言を出しても、森永さんはこれ、無駄じゃないかとだから止まらないんだと思うんです、うんうんで、もう一つはね、これ、私は個人的にはオンライン、反対なんですよ、大学の、はいはい、もう1年間対面できなくて、ようやく今週から対面授業再開したところで、うん、言うのはなんなんですけど、この変異株は。うん 子もたちにも移りやすすいわけで,す、はい、で重症化もしやすいわけです、うんはい、そしたらやっぱり学校も、はい、オンラインにせざるを得なくなっちゃうと、うん、もうすぐ、うん、あの先ほど定期券を買うかどうか悩んでるリスナーの方いらっしゃいましたけど私は買わない方がいいと思います <laughs> あ<の>、うん、行けなくなる可能性がこのまんまだとかなり高い。うん でも、あのー、結局、オリンピックがあるからこそ、うんうん、その徹底的な PCR 検査はできないわけですよ、陽性者が爆発的に出てきちゃったら。そうそううん、ただね、そのために、この無症状者がたくさんいて、それが感染を広めてるんですよね、はあ、その検査ができないとなると、これはもう収まりようがなくなっちゃういやだからもう。 大規模検査ができないってなると、日本が取れる道って一つしかなくて、みんな家の中で引きこもりになるっていうことですよねでも今、一番50%超えてるのは家庭内感染がもう家庭内を道連れにして、みんな家の中から一歩も出ないみたいなことをしないと、私、止められないんだと思うんです。世の中は結婚式も 葬式も入院している人にも会いに行けないという状態が続いているんですけども、さっきおっしゃったように、オリンピックで来てくださいって言われちゃうと、どうもバランス悪いですよね。出生数も大幅に減っているんですね、うんで、少子化対策してるのに。うん、だって、接触しちゃいけないって言ったら、うんうん、恋愛も結婚もできないですよね。 だから、私はもう、前から言ってるんですけど、徹底的にやって、イギリスみたいに短期で収束させる、ワクチン来たら大丈夫とかっていうことを言うんじゃなくて、今すぐ収束させるっていうことワクチンがあろうが、あるまいがっていうことですかそうしないと、ゴールデンウィークはラストチャンスだと思うんですけどね。まあ、ゴールデンウィークね、でも今のままでいくと、 こうマンボウとか緊急事態宣言とかありつつ街に人は溢れるんじゃないかなそういう,よう感じですよね <laughs> お時間来てしまいました森永先生、はい、ありがとうございました、うん、明日は深澤牧さんがいらっしゃいますお知らせの後は交通情報です 大竹紳士、小遊六。火曜日の担当は、独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ます今日はヤングケアラー、うん、ニュースで話題になってますね。あの、まあ、法令上の定義はないんですけれども、一般に本来大人が担うと想定されている家事、家族の世話を日常的に行っている 18歳未満の子供、はい、あのこの番組のパートナーだった町亜生さんもねまさにあの学生時代からお母さんの介護ずっとされていて、はいうんね、まさにヤングケアラーのね、えー、的な存在でらしたんですけれども。うんうん まあこれはもう80年代ぐらいにはもうすでにですねイギリスでえこういう存在がいるということが調査が行われてきてえサポートが行われていてあまあイギリスはもうヤングケアラーサポート先進国なんですけどまあ諸外国でもその存在が明らかになっていて日本ではで10年前ぐらいから研究者の中で話題になってきていてやっとえヤングケアラーは問題であるということでえ今回、厚労省と。 文科省が去年の12月から今年1月にかけてですね、初めて実態調査を行った。うん、まあとにかくね、実態調査を行うことが何よりも大事なんですけれども、うん、で、公立の中学校100校、全日制の高校350校を抽出して、そこの中2と高2のね、えーえー、生徒にインターネットでアンケートを行ったところ、はいうん、1>, 1万3千人から回答があったそうです。うん、で、世話をしている家族がいるという生徒の割合が中学生が5.7パーセン。 だから17人に1人、全、うん、日制の高校の生徒は4.1%、およそ24人に1人。ということはです、ね、うん、公立の中学校とか全日制の高校の場合、クラスに1人か2人はヤングケアラーがいるということが分かって、はい、でこの結果をもとに推計をするとです、ね、もしかしたら国内には約10万人の小中高生のヤングケアラーがいるかもしれないっていう、うん、今、子どもの数が少ない中で10万人もいるかもしれないっていうわけですよね。はい で世話をどういう家族に対して世話をしているかというと中2の場合はですね兄弟の世話を見ている子が60%ぐらい。 父母が25%ぐらい、祖父母が15%ぐらい、中学生でも祖父母を15%が見ている。子にも兄弟が45%、父母が30%、祖父母が20%。でケアの理由の一つが、まあ兄弟が幼いからということ、うん、あるいは、えー、父母に身体障害とか精神疾患があること、特に父母に精神疾患がある場合ではですね、まず友達とか先生に言えないんですね。うん、あのちょっとなかなかこう言いにくいし、重いといって友達も受け取り目にくい。 で内緒にしているで祖父母の場合は、えー、高齢とか要介護ということで、えー、ありとあらゆるです、ね、家族の面倒を見ていることがあるわけです。うん、で食事とか掃除とか洗濯の家事はもちろんですけど保育園の送迎を、うん、するとかあるいはこう障害があったり、まあ、さっきも言った精神疾患のある家族の場合ですねサポートがとても大変なんですがそれをこう子どもが担ったり、えー、介護のために外出に付き添ったり、うん あの、祖父祖父母の会議だと入浴とかトイレとかも、うん、ね、あの、うん、よその人には頼めないけど、孫ならいいとか、うんえー、そういうケースもあって、うん、まあ、かなり様々なサポートをしてるわけですね。はい、で、じゃあ世話にどれぐらいかけてますかっていうと、ほぼ毎日やっているという、えー、生徒が、そのケアラーの中で4割以上いて、うん、で、他にもですね、まあ、大体週に 3, 3, 3日から5日やってるよというような子もいるわけです。うん、で、大体1日平均で、 こう、4時間、あるいはですね、えー、中高生、4時間ぐらい1日、この、そのケアにかかってる。はい、やっぱ家事とか育児とかがあるのでね。うん、で、中にはですね、7時間以上、このケアにかかっているっていう生徒も、なんと1割もいる。ケアラーの中の1割が、ほぼ毎日の上に7時間以上もやっているということですね。さらに、そのケアラーの中の1割は、 協力者はそもそもいなくて、たった一人でやっている、うん、というのは何でかっていうとですね、シングル家庭にヤングケアラーはどうしても多くなるわけですね。うん、お母さんと、えー、自分と、うん、それと兄弟いの世話を見なきゃいけないとか、うんえー、そういうようなことがあったりするので、たった一人で見ている子どももいるわけですね。そうするとも非常に彼らには悩みがあって、だいたい1、2割の子,子たちがですね、まあ、宿題とか勉強の時間が取れないとか。 自分の時間がないとか友達と遊べないとか、まあ、精神的にきついとかですねで睡眠不足あるいはあの遠くの学校に行きたいんだけど自分が遠くの学校に行ってしまうと誰がケアをするんだということで進路を変えざるをえない近場の学校にしようとかね、えー、そういうことになってきてるわけですね。新聞であれですね読みましたけどもあのそのアンケートの中で今おっしゃった通り、うん、あり勉強する時間がないと勉強ができない っていう理由があって <laughs>、うん、俺なんかバカだからね勉強したくないんだけどやっぱり勉強好きで勉強したい人も世の中にはたくさんいてそういう人はこれからいろんな自分の好きなことをやっていこうとする勉強の時間が取れないっていうのは。うん もうちょっとなんとかしてあげられないかなって思いましたね、うん、もう勉強だけじゃなくて部活にそもそも入れないとかね,ねあのやっぱりスポーツの部活なんか本当に時間取られますから、うん、そうするとヤングケアラーの子はなかなか部活に入れなかったり、うん、帰宅部にならざるを得ない帰宅部になるとますます友達に相談することもできなくなるわけですよね、うん、でただヤングケアラーの問題が日本であまり問題になってこなかったのは、まあ、そもそも父母や祖父母の世話をするのはまあしょうがないんじゃないかとか。うんうん えー、祖母や祖父母の世話を見るのは大変かもしれないけど、幼い兄弟の世話を見てもいいんじゃないのっていうのは結構日本ではあって、うん、もしかしたら今これを聞いてる方も、いや自分だって兄弟の面倒は見てたって思う方たくさん。 いると思うんですけれどもだけどねやっぱりどうして中高生なのに、えー、自分の兄弟の幼い兄弟の面倒を見るかっていうと、まあ、皆さんご存知の通り保育所に入れない待機児童の問題とかねあるいは病気の子どもが見てもらえないという病児保育の問題とかがあってつまり本来なら社会が面倒を見るべき幼い子どもの問題をお兄ちゃんがいるんだから。 お姉ちゃんがいるんだからそうです、ね、っていうようなことになっているということで,であの本当にですね極端な例では小学生でも乳幼児の面倒を見るというようなこともかなり増えてきているわけですよね。 で、まあ、じゃあ、一方で、父母や祖父母の世話、ね、とかある、まあ、介護とかですね、うん、確かに日本は昔、かつて介護はね、おとにお嫁さんがやるという風潮がありましたよね。はい、嫁がやる。でね、あの、嫁に介護を頼むっていうのは、だいぶ嫌がられてきて、うんいる、いるのは事実なんですよ。うん、で、でも、まあと、お嫁さんが本当に鬱になっちゃったりとかね。うん、で、まあ、やっぱり介護をお嫁さんに頼むのは良くないということで、うん、2000年に介護保険ができた。 もう20年経つんですよ。20年以上経つ。介護保険ができたことで、まあ、社会で介護をねや、戻していこうということで、みんな介護1とか介護2とか要介護支援とかいろいろ出てきたわけですけれども、これがね、またこの10年ぐらいね、 血縁のある家族で面倒を見よう。それは災害があったりとか、まあ今回のコロナもそうですけど、家族が一番だ。家族の絆が大事だという。もちろんそれはそうなんだけど、それがね、介護とかお世話の方、ケアの方にもちょっと行ってきていて、うん、血縁のある家族で面倒を見ようよというような動きに、やっぱりちょっと戻ってきてしまったなという気があるんですね。 だから結局、今回の,その調査で本当に深刻だなと思ったんですけど誰にも相談したことがないというのが中2で67%高2で 64%3 分の2がですねそもそも相談ができてないだから周りの友達も先生もその子がヤングケアラーであるということを全く知らないわけですよね。 で、それはどうしてかというと相談するほど悩みではない例えばさっきも言ったねあの、弟とか妹の面倒見るのは当たり前だとかあるいは相談しても状況が変わるとは思わないあとはね、他の子と違うと思われたくないとかかわいそうと思われたくないっていう子もいるし<ー>あるいはそもそもさっきも言ったように家族の面倒見るのは当たり前だからその自覚がない自分がヤングケアラーであるあるいは隠してる。 でね、ヤングケアラーと付き合うときに大事なのは、え家族の面倒を見て偉いねって褒めすぎてもダメなんだけど、一方ではね、かわいそうって言いすぎても、それは傷ついてしまうんですっ自分の家族の面倒を見てるだけだからと思ってるから。だからまずは実態を把握して、どうやって支援につなげる方法があるかってことを考えることが大事なんだそうですね。うん で実はね埼玉がすごくて2020年にはこうヤングケアラーも含めたケアラー支援条例っていうのを日本で初めてできたんです、うん、今までって介護とかって介護される側だけが支援されてきたんですけど、うん、そのケアをする人もちゃんと支援していかないといけないこれ世界の流れはみんなそうなんですねケアする人もちゃんと支援しようってことがあってで国には実は支援策全くなかったんですがさすがにこの、うん 結果が衝撃だと思うんですから、うんえー、厚労省と文科省が中心に支援策をまとめる方針です。うん で2018年に中高新書からヤングケアラーという新書が出ていて、これとてもいい本なので読んでいただきたいんですけど、整形大学の渋谷智子教授によると、まず大事なことは、とにかくヤングケアラーがこれだけいるということをまず知るということですね。というのは実はね、教員でも知らないんですって。ヤングケアラーということも知らないし、まあ、てか、弟の面倒見の,みの当たり前じゃないみたいに思ってるんですって。 あるいはまスクールカウンセラーとかね、あるいは地域の保健師さん、こういう人が今まで子供のサポートに当たってきたんですけれども、えー、今っていろんな子供の問題が明らかになってきてるから、例えばあ貧困の問題じゃないかなとか、あるいは虐待を受けてるんじゃないかなとか、あるいはまあ発達障害とかね、教育障害とか学習障害があるんじゃないかなって、これ最近、 知られてきたので先生とか保健師さんもそう思うようになったんですけれどもこれからは今この子に問題があるのはヤングケアラーじゃないかっていう視点もねぜひ持ってほしいっていうことなんです、うんうん、とにかく家族の世話をして偉いね家事をして偉いねではなくてそこに何か問題はないかなということをきちんと聞いてあげるというアプローチとしてヤングケアラーを知らなきゃいけないし。 まあその渋谷教授によると、まあ、今って当たり前ですけど、核家族化、少子高齢化ということで、家族っていうのは非常に今力がないわけですよね。そもそも、両親がいたって子供の面倒を見切れないとか、子供が、兄弟がたくさんいたって自分の両親のね、祖父母の介護するのが難しいっていう中で、シングルの家庭だったりとか、いろいろな状況の中で、 家族がやっぱり血縁のある家族が大事なということを前提にするとやっぱり子どもや若者に幸せがいくしでこのね経験をした子どもたちはやっぱり聞き取りをするとやっぱ将来自分が家族を持つビジョンが持てないんですって、うんうん、自分が迷惑をかけるかもしれないとかいそもそもまだ自分にケアが,がかかっている祖父母とか両親とか兄弟がいるから自分は家族を持てないというふうに思ってしまうっていうことで。 えー、ますます家族に対してのイメージが悪くなっているわけですよね、うん、で今ねイギリスはさっきも言ったようにヤングケアラー対策進んでるんですけど国がですねきちんと子供に対して家族の誰かが世話を必要としていたらあなたは助けたいと思うかもしれませんでも大人と同じことをあなたはしなくていい っていいう,うにきちんと国がすごいですごでよね、うん、これ日本こんなこと絶対言えないと思うんですけど、うん、いや当たり前だろう自分の、ね、家族は自分でやれっていうふうになると思うんですけどでとにかく行政からあなたたちはサポートを受ける権利があるんだ子どもっていうのは、ね、学んだり遊んだりする権利があって、うん、子どもの受ける権利があるので。 ケアというのはもちろん遊んであげるとかね、その常識の範囲内で家族のケアをするのは誰しもがあると思うんですけれども、自分に問題が起こっているのであれば、それはきちんと行政が出てこなくちゃいけないよということを言っていつぶやき、うん、ご紹介します、はい、トロタクさんですね、うん、えまあこれは誰しもそういう可能性があるということだと思うんですけど。うん えー、おふくろがまず最初に軽い脳内出血を起こしたのが49歳で自分が高三の時<ー>その時後遺症もなく復帰できたけど、うん、自分もケアラーになる可能性はあった、うん、結局64歳で倒れた時は介護をすることになりました、うん、親父は何もしないともに独身の兄とやらざるを得なかったです、うん、こういう方もいたりとか、うんえー、あと猫上手さん えー、日本では若年者が介護労働により搾取されるようなリアルな状態には蓋をして周りの大人がみんな美談に従うる風潮が強い。 ヤングケアラーという名前がついたことで社会問題として可視化される機会をようやく得たと、うん、その通りです、うん、本当にそうで、うん、あの本当にまず知っていただきたいんですねで今ね厚労省ヤングケアラーで検索するとさまざまな相談窓口が出てきますし、うん、さっきも言ったヤングケアラーという中高新書以外に毎日新聞では去年からヤングケアラー幼き介護というすごいシリーズを連載していて私これ読んでいて驚いたんですけど今人気の,あの俳優の山崎育三郎さんいらっしゃいますよねこの方実 実は認知症を患った祖父母を高校時代2年間1人で在宅介護されてたんですって、うん、あのそういうような記事も載っていたりとかして実はヤングケアラーっていろいろなところにいてしかもその経験をなかなか自分で言えない、うん、そんなの当たり前だしどう思われるかわからないという人がいるんですけどまずはこういう人が多いんだということをです、ねうん、知ってそれはきちんと行政がアプローチをしなければいけないことなんだよということを知っていただければと思います。 はや、い、やるならちちゃゃんんととって欲しいよねちゃんとです、うん、例えばあれだよね「僕帰宅部です」なんて言って、ね、あの部活に出ない子だって、うん、多分ヤングケアラーの可能性があってまたそれを知られたくないとも思っているんだからここは本当に注意深く慎重にこのヤングケアラーっていうちゃんとした方策があるんだってことをちゃんと言わないと、うんはい、なんかここに。 新たなまた火種が起こっちゃうような気がしてしょうがないねいま,すますます少子高齢化でこの問題はね良、うん、くなることはもうありえないのであのますます問題になっていきますからまずこれを知っていただければと思いますはい大竹紳士公有録今日の担当は深澤真紀さんでしたありがとうございました,いました続いては大竹紳士公有録毎週水曜部北郎教授ですはいこんにちは、うん、こんにちはあのね俺自分自の あ、部屋からね外見ててでまあ意外と大きな木で葉っぱがあって風に強い風にこう吹かれてるわけなびいてる意外と大きな木で葉っぱがあってさお前木の説明するの木説明できるか例えばいやいや葉っぱがね葉っぱが杉とかそういうんじゃなくてあの 小さい葉っぱなんだよ。でいっぱいこう,こ,うこう、こう、ひら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 いくような木なんだよ。へ <laughs>、えー、たなじゃあ、お前、<や>木の表現してみるよ。その、難しいんだよま、まあだ。まあ、なんとなく、木でいいよいやいやいやそ。っていうかさ、意外と意外と、 大きな木でって言ったじゃん。だから普通何かと比べてっていうのがないと比べるものがないと意外と大きな木の三回ぐらいまでまだあるような木で細い木の意外とね意外とそこも意外と細いの意外とそんな太い木じゃないの何の木かわかんない。見えてる木俺の部屋から細いってどのくらいなの細いっていうのは直径二十センチあるかないかだね。結構太いじゃないか。 そうもっと太いよお前杉とかそりゃそうだけどうちの近くに歩きなんでしょう窓から見えるそれがね風に揺られてね意外と揺られて揺られて風に揺れて揺れてだよねうるせえないやでも揺られてってうるさいよニュアンスだよニュアンスだってそれで意外と意外と意外と強い風だった 意外と大きな木が意外と大きな風意外と強い風意外と強い風そ風じゃなくて意外と何メートルぐらいの風の何がいや強風速だよ風速分かるわけねえだろバカだな意外と強い風分かるだろなんと比べて意外と強い風なんだよ帽子は飛ばない飛ぶギリギリで、いい表現だねスカートは見て めくれるとめくれるんだ結構強い風だそこを話したいわけじゃないカだねお前は分からちゃそれで俺見ててあっ風に吹かれて意外と強い風だから木がねこうなびいて木がなびく木が横になるしなるようになって葉っぱはなびくけどねしなるよ木は揺れてって 油裂ツだって、うん、ナ,ビナビっツだっていいんだろ、うん、<う>枝がね枝がね枝がした断蜜それで見ててお前の説明悪いからいやこれ説明できないなってる前に思ったんだけど <laughs> 木の名前も分かんないし木の名前も分かんないわかんないで俺が言いたいのはね花咲いてんの 花なんか添えてない葉っぱだけそれがね揺れててあかわいそうだなと思って意外と強い風だから抵抗するように頑張ってるなと思って見てるうちにねあれ風と戯れて遊んでるように見えてきたんだよお前にはね俺に風と木が風と木がそうじゃない必死だったかもしんないよでもでも俺にはね 風ぞ、戯れてるっていう、この詩人だからね、俺は。詩人だったの、お前。そうだよ、前まで知。知らなかった。だからそういう感性があるからね、あ、うん、遊んでる遊んでると思って見てて、うん、今日のテーマはそこで風。うん、うん それ落ちないのに遊んでるなと思ってるうちに木がボキッと折れちゃったとかそういうことはないのさっきまで遊んでたのにとかいや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 沖縄の耐えてるみたいですね耐えてるなと思ったのがある時から遊んでるって見えてくるその時間のずれというか感覚のずれが面白かったお前の中に起こったね俺の中に起った過ぎのじいさんの頭の中で起こったことだねでね 風っていうことでね、うん、風って意外といろんな名作とかね、うん、いい本とか、うん、風って意外とメジャーになる言葉なのワードなんだよね風をつけたタイトルうん何がダツ「ダミがアかぶ」やっぱ「ナウシカ」ですねああ風のナウシカ名作だろう、うん、風の歌を聴け」とかね、うん、ああ何それえあったじゃないのそういう小説が あと「風が吹く時」っていうすごい悲しいお話があった悲しいとかねそこはよくわかる風が意外とテーマるそれはわかる「風に風に立つライオン」っていう映画もね俺は好きだったんだよ北風小僧の「風の又三郎」「又三郎」「北風小僧の三太郎」でしたっけ「三太郎」「三太郎」「三太郎」だってでね 今日はね、うん、その中で、うん、あの風に吹かれてってほら、ボブ・ディラン。なんかもう一回言ってみな。ボブ・ディラン。うん、はい。<laughs> How many r o a d s must a man walk down? あってる合ってんだそれ。合ってんの <laughs> 合ってんの合ってんの合ってんだそれ。歌詞カードとかいうの今はね、コピーしようと思ってもね、うん、あの、あまり。 ででででききないいらしね著作権の問題見るることはんすだから見ることはできるでも印刷してもらっちゃったんだけどボブ・ディランの風に吹かれてちょうど俺たちの青春時代そうだねでこの頃はやっぱ反戦ソング今はもうあんまりないけどこれも反戦ソングなんですねいけないよっていうやめようよっていうあの 銃弾、弾ね、鉄,鉄砲の弾は、どれほど飛ばし合わなくてはいけないのか、うん、永遠になくなるまでっていう歌詞がで、うん、いつまでこう、うん、弾を飛ばしていくんだ、うん、人間はね。うん、人間はどれだけ道筋を歩いていかないと、一人前の人間になれないのかとか、そういう歌詞なんだけど、俺が引っかかったのはね、うん 答えはね風の中にあるっつんだ The answer, my friend, is blowing the wind. って知ってる。なかなか詩人らしい感じになってきたね。おだろポ答えは風の中。この絵がね意味がわからないもう一回言って。答えは風の中に。 はなくなるんだろうかっていうメッセージでその答えはね「風に吹かれているのだ」「その「アンサ b イズブロー g ング・ e ウィン d そう答えは「風に吹かれている」これどういう意味なんだよ。分かんないね。それなんかみんなでどういう意味なのかなって審議することが大事なんじゃないんですか どういう意味なんだろうねって私こう思うとか僕はこう思ういろいろ思うよね風に吹かれているって別に答えがね解決策がないみたいな風なそうだね何かイメージも持つしそうね永遠になくならないけないえかね風はねどっから来るかもなんとなくまだ分かんないですもんね。 どから来てどうやって消えていくのかみたいなそれについてねボブ・ディランがねノーベル賞作家だよ要はがインタビューに答えて言ってるものが見つかったのねもう1962年にここはねこの彼が言うにはね読む 全部読まなくていい。この,この歌についてゃあまり言えることはないとただ答えは「風の中で吹かれていうこと」ということだ答えは本にも載ってない映画やテレビや討論会見てもわからないここに答えがあるだんなんだの言ってる人もいるけど俺は信用しない俺にとっちゃ風って風に乗って髪切れみたいにいつかは地上に降りてくる。 でもせっかく降りてきても誰も拾って思もうとしないから誰にも見られず理解されずまた飛んでっちまう世の中で一番の悪党は間違ってるものを見てそれが間違っていた頭で分かっていても目を背けるやつ俺はまだ21だけどそういう大人が大勢いすぎることが分かっちまったあんたら21歳以上の大人は大体年長者だしもっと頭がいいはずなんじゃないかねえこういうことなんだよ、うん 分かったような分かんないようなこの答えもなインタビューのまあでもそれはあれベトナム戦争の時でだからアメリカの兵士が意味もないベトナムに行ってそこで死んでるたくさん死んでてねなぜベトナム行って死ななきゃいけないんだみたいなことがベースになってるのかねそれもあるしやっぱ本とかそういうことじゃなくて風に吹かれてやっぱ自分で考えろ っていうことだよね答え見つからなくても永遠に答えはないっていうことも言ってんだろうと思うでまあでも大人たちに対する批判にもなってるような気もするねそうですね俺は21だけどもう一つね「風の王国」ってね五木ひ之の本があるんだけどこれもねこの「風の王国」もダイナミックなね本なんだけどねやば風風なんだね。 最後男が風見たくなっていくんだけど内容はね男が風たくくなってい説明はね時代をねこの本のテーマはねなだよその顔はもうたけん聞きたくないのか俺の話を聞きたくないわけじゃないけどいやいにこのの王国はねあれなんだよ山伏みたいに山で住んでて歩いてばっかりいる 人たちなのね。山伏。で、国籍も持たずに。山伏みたいになってだ山伏じゃない修験道みたいな。修験道修験道だから、修験道って分かんないの分かんない、修験道。だから、修行してる修行してる人だよ。山の中にこもって生活してる人うん、そっからね、一人ね、経済界のもうすごい人が現れてくるわけもう時代とともに生きようと思わない人たちなわけね。 それって、サンカーの人たちじゃない。サンカ、お、お前そんな言葉知ってる。はい。うん、そうなんだ。あの人たちは独特の文化の中で。そうそうそう。物を売って暮らして。そう,そうそう、たまに、サートに出てね。うん。うん、サンカって言葉、お、インテリだな、ね。風の王国って、そんな内容なの。<laughs> そんな内容なの。ね。ね <laughs> <laughs>、じゃなくて <laughs>、歩いてる少数さん、しょっちゅう歩いてんだよ。 しょっちゅう歩いてる人たちの話なの？そうね、ほとんどね。そう思ってもらってもいいけど構わないよそう思ってもらって。参加の人たちすごい勢いで歩くんだよ。時速六十キロぐらいで。速ないですか？ちょっと速い。ちょっとオーバーだと思うんだけど。だってマラソンだって四十二点一九五キロお前二時間五分切るから。俺の間違いかもしれない。あでも山掛けるという修行があるんです。そうなんだよ。まあそうだけ山掛けるんだよ。でも時速六十キロはちょっと間違ってちょっと難しいですね。どう考えてもできないね。あ。 それは無理だよ。<山>終わりこれ、この話 <laughs>。こんな簡単な話。その風の王国はねこは。こんな。なあの、面白いから読んで、はい、風っていうのはすごいなっていう、今日は結論。<の>風山の中に歩いてる人たちは、その後どうなった。その後、あの、もういろいろね、迫害を受けるんだよ。大変なんだよ。 本当に痛ん <laughs> のもので <laughs> そうなんだよね <laughs> そういうのがあるからでも経済界にいたすごい人がいてここでお時間です太郎教授の再来にもよろしくお願いします誰,誰,誰っていうの名前忘れまこの時間は三浦淳さんの登場ですお<う>知らせのあと交通情報ね応なんだ、ね、覚ないす大人同士のガチンコトーク大竹紳士講演録月一レギュラーの三浦淳さん電話でのご出演ですどうも こんにちは、三浦です。どうもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あの、えっと、チャーリー浜さんがね。うんはい、お亡くなりになって、はい、ちょっと昨日、ちょっと驚いたんですけども。うんうん、あの、お、お悔やみを申し上げたく。うん、あの、うん、あれなんですけども。うんはい、僕、あの、チャーリーさんと。うん、昔。 一緒に番組やってたことがあって、そうですか、はいうん、意外と縁なさそうなんですけども、うん、僕、あのー、吉本新喜劇が好きすぎて、はい、京都にまだいた頃なんですけども、うん、小学校の低学年ぐらいから、京都花月っていうとこに結構通い詰めてて、僕、そこの吉本の 会館の入り口のとこに貼ってあるロビーカードっていうんですかね、の今日出られる人の芸人さんの写真、白黒の、あれが欲しくて欲しくて、もずっとそれもよく見てたんですけども、東京に上京してから、吉本新喜劇が見られないっていうことで。 すごい寂しい気持ちになって、うん、どう、ほんでもうしょうがないんで、うちの父親に吉本新喜劇、うん、大概の土曜日と日曜日やってましたんで、うん、あれをビデオ録画してもらって、うん、VHS の時代に、うん、あの東京の方に送ってもらってたんですけども。それを、まあ 東京で知り合った友達に見せたら、うんうん、全く面白くないって言うんで、うん、とても悔しくて、いや、これは面白いんだよって言ってるんだけども、うん、全然聞き入れてもらえなかったもんで、うんうん、後に僕、誰も知り合いいなかったんですけども、吉本興業に勝手に電話入れて。 ビデオ出ししてほいんで、すすけどって僕電話入れたんでよまだ VHS の時代で大きい頃だったんですけども、いやもうそんなの毎週、関西ではやってるもんで、ビデオ出しても売れへんって言われたんですよ、そうですかって言って、その時は切ったんですけども、東京の関西人向けに。 出,す出してもらえればなーとは僕、思ってたんですそのんパリのアメリカ人的な東京の関西人みたいな感じなんですけども、でそれがちょうど、吉本新喜劇がちょっと下火になって、前はあれがメインだったんですけども、吉本っていうと、うはい、それにあの落語とか漫才がついてたんだけど、やっぱり漫才ブームとかになって、うもうちょっと下火になった頃に。 やめようかなイベントっていうのをやるっていう話になって、うん、でその電話かけた人から、うん、僕とこに、なんか、うん、電話があってきて、はい、あのー、言うてたビデオを出せるかもしれへんっていうんで、なるほど、はい、<ー>ええと思って、でそれが、あのー、それ作ったんですけど、うん、そ後に。あのー 吉本新喜劇、ギャグ100連発っていうビデオになって、売れたんですよ<あ>ギャグ100連発、結構企画したやつですごい売れて、で、まあ、その,まああの、まあ、恩恵を,、うん、を受けて、はい、吉本新喜劇が東京にやってきたんですよ。それでサンンシャイン 池袋のサンシャイン劇場で吉本新喜劇やったことがあって、うんうん、僕、その時西川清さんと2人で司会だったんですよ。<ー>なんかよくわかんない状態で僕、司会やらせてもらって、うんうん、で、その時はダウンタウンとか、野沢直子ちゃんとか、あいうのも入った新喜劇で,うん、うん、で、それも大阪の難波ん月かでもそれやって、でそこでなんか、吉本新喜劇のセットの中で、僕が。 一一人人役者さんとなんか喋らせてもらえるコーナーがあって、そこでチャーリーさんとも知り合って、寛平さんとかいろんな、僕からしたらもう、大スターの人に会わせてもらって、喋らせてもらって、それがなんかコマーシャルでチャーリーさんが、うん、ありませんかではやって、流行語大賞にノミネートされて、それで。 番組をやらないかって言われて、チャーリーさんと2人で僕、はいはい、東京なにわクラブっていう、はいうん、テリー伊藤さんがプロデュースーだったんですけど、はい、まあ、ほとんどテリーさん顔は表さず、うちの事務所で、うん、2>, 2人で、僕が勝手な台本書いてやってた番組だったんですけども、はいはい、それで1年半ぐらい一緒だったのかな。もうそんなこともあって、うん、なんか、すごくチャーリーさんとは、 思い出深かったんで、ちょっと不法を聞いてびっくりしたんですけども、ああちなみになんですけども、ギャグ100連発っていうのが当たって、すごい売れて、その後も第2弾、第3弾って、あれ、ビデオ出たんですけども、のその時吉本の人に、ギャラは出えへんでって言われて、いや、そんなこと僕、もともと期待してなかったんだけども。<ペー><ペー> ギャラ代わり、すみませんねって言って、VHS のビデオ3本とポスター3枚もらったのよく覚えて、吉本らしいなっていう。らしい。え、その時から、その、小学校の時から欲しかった、あの劇場のロビーカード、いっぱいもらって、もうね、ちょっと信じられないコンビでやってた漫才師の人とか、やっさんが昔組んでたやつとか、いろいろ僕、たぶその頃は、 吉本以上に僕、ロビーカード持ってましたんで、<ー>はい、それ、すごい自慢だったんですけども、えー、なんか、どんどん千葉太郎さんっていう方も、数年前、お亡くなりになってたし、うん、どんどん僕が見てた、うん、吉本新喜劇のあの黄金時代の人が、ね、うん、お亡くなりになるんで、うんえー、ちょっと感慨深いもあんなって思ったんです。うん、はい なおぼろな記憶だけど、あれですよね、大阪臭いあの中で、チャーリーさんだけ、ちょっと小粋な感じが、そうだったんですよ、ねうん、いつもしててあのなんかこっちから僕、まだその時関西にいましたんで、そうじゃありませんかとか、君がいて、僕がいてっていうギャグって、うんうん、なんか 東京からたなん、よ多分それを大阪で具現化して見せたというなんかちょっと東京のいきった感じの喋り方をして笑いを取るっていう、新しいスタイルだったんですね。だからなんかね、ごめんくさいだけ、なんかね、ギャグは大阪っぽいんだけど、言い方は東京っぽいっていうか。 東京弁じゃないんだけど落てんですよね、う洒落た感じが漂うっていうかね、そうです、こてこてじゃないんで、俺もチャーリーさんとその舞台で、一応、お約束として、チャーリーさんがごめんくさいって言うと、あれ、全員倒れなきゃならないあれもやらせてもらったんだけど、やっぱりうまく倒れられず、純ちゃん、そう違うわとか言って。 てたのすごいよく思い出んだけどあのとりあえずあれが出ると全員こけなきゃなんないいまだにねあの新劇あの tvk でもやってるけどあの踏襲されててねえだからその時代をもうまあ作った人たちだからねえ だからあれあって、座長がね、座長制度になって、変わっていくんですよね、吉本が、なんかこう、一回下火になった後にそうです若い人を座長に入れたりして、それ、一番初め、多分狭間寛平さんだったと思うんですけど、寛平ちゃんが座長になって、それはなんか、まあ、なんか。 ブルース・リーの時代にジャッキー・チェン出てきたみたいな寛平さんの登場だったけども小学校の時にお昼放送してて愛知県ですまそれでそのんあ木村さん、あの二人でいやもう寛平さんはね、もう杖振り回して、狂気のいや、すごかったです。 あの爺さんそうああの時ねカンペさんすんごい若いんだよねすごい若い時代のそい二十代もう前半ぐらいで座長なんだよそうあの人すごいなんかもいバッティングだったんですよねうんすごいですよねそうですかその後にまあカンペさんともちょっと婚姻になってあの歌書いてくれへんかって言われてはい僕 カルマは急に止まれないっていう歌詞書いたんですよ、それ作曲してもらって、ちょっとイン,、うん、インドビートみたいな曲だったんですけども、その書いた年に、うん、年末、純ちゃん開けといてやって言われて、うん、なんでですって言ったら。 ほら、紅白歌合戦、これで出ると思うからってカンペさんがね、全くの何にも、それから落とさたなくなっちゃったんですけども、その後紅白にはカンペさん、引きずり女の芸で出てたのは覚えてますけど、まず、カルマの意味が分からなかったみたいで、ユフちゃん、車、車の間違えちゃうんって言われて、ちょっと。 いやちょっと困ったなと思ったけど、いや、とってもスター性あふれる人で、もうちょっとびっくりしました。まあ、あれだね、あ慎んで、本当にえ、もう残念ですけどということは、あの世では往年の吉本新喜劇がやれるっいうことですからね。僕もまた見に行きたいなと思っています。 ありましたはい、うん、ありがとうございました、うん、あ、お時間来てしまいました、うん、すいませんありがとうございますどうもありがとうございました月1レギュラー三浦純さんでした大竹紳士公有録毎週金曜日や経済学者の金子雅さんですどうもはい えーとえと今えっと新規感染者の数字が入ってまいりましたけれども七百五十九かなはいそうです七百五十九人ですね新型コロナウイルスの感染者の数新たに七百五十九人七百五十九人東京都で報告されました重症者の数は五十二人でした。 東京都は今日新型コロナウイルスの感染者新たに759人報告されたと明らかにしております。重症者の数は52人でした。先週が667だからほぼ100人ぐらいか。そうですね。毎週100人ず単位で増えてますよね。これは怖いよな。なんていうか、もうこれはもう第四波なんですけど、うん、こういう。 結構ずっと言ってるのに緊急事態宣言って言いながらやってること何もやってないよだってさお酒を飲ませないっていうそれが対策なのか大型商業施設を閉じるとか言うんだけどデパートとかスーパー閉じて感染拡大止まるのかちょっと違うような気がするんだけど。 今、一番多い感染のするところは、家庭内感染が50%強っていうふうに言われてますね、それとの関係で言うと、学校保育園、すごいですよ、そうなんですか。だから症状があんまり出ないから分かんないんですけど、例えば大阪でも29校、あれですよね、平行だけど、それ見るんですよ、大阪のホームページ。そそそううう 一人しか感染してないのに全部並行。つまり、えっとね、豊中市、維新じゃないんですけど、選ばれた人、市長が、豊中市長とか、福島の二本松市長とか、それとかね、感染が出たら全員検査。そうやってやって、全部症状がないのを全部抑えると。抑えないでさ、ただ検査しないまま、こう、閉じるわけですよ、学校。それはもう、家庭な感染の、 広げるだけで、学校内の感染はある程度抑えられるけど、かはい、家庭のか感染はずっと続くだけだから、そうか簡単には収まらないんですよ。それはの変異株っていうのが、その今までの,その従来型の株っていうのは、その10代、20代、若い人の感染が少なかったんですけど、変異株はすごく感染力が強くなってきてい若い人の感染が多くて、重症化しやすいっていうのが。 このの異株の特色なんですよ、うん、だから、この今問題になっている 501Y というイギリス型もイギリスは全国学校一斉休校ですからね、うんはい、それからフランスもそうでしたよね。うんうん だから、学校や保育園に感染しやすいんですよ、だけど、検査は全然しないんです、うん、これ、学校やその保育園をこう休校にしたところで、検査をちゃんとして、無症状だけど感染させる子どもたちを、まずはちょっと抑え込まないと、広がってだから全部を今、学校の生徒をいきなりやるのは難しいから、保育士さんとか、学校の教職員とかいうのを全部検査すれば。 その人出てくれば、どうもその病院、あの学校に、あの、子供の感染も行ってるかもしれないっていんで、今度は学校全体に入っていくっていうね、そういう手順でやれば、かなりの程度抑えられるはずなんですよ。で、それがすごくやらなきゃいけないのにもかかわらず、大阪だとか、今、感染のルツボになってるじゃないですか。だけど、さっきも言ったように、 1>, 1校で1人とかってさ返しちゃうだけ、うん、これじゃダメでしょ、うん、で菅さんは国会で江田検事かなんかが質問したんですけど、うん、若い人が感染ひどいから学保育園と学校を検査しなきゃいけないんじゃないかっつったらエビデンスがないとか言ってエビデンスって十分にあるんだけど、うん、あの並行とかあの閉鎖とかたくさん起きてんだけど。 結局症状が出てないからさ、うん、検査しないって今までのやり方でいうと、うん、全部すり抜けちゃうんですよ。あれでしょうだから情報ってさ選ぶじゃない自分がこ好んでる情報じゃないっていうのでるししてるだけでしょそうで僕がもう一つ大事なのは、うん、この感染が若い人が感染がひどくて、うん、なんか大阪のレポートなんか見ると <laughs> 高齢者が大体感染してひどくなって。うんうん あの亡くなられる方が多いじゃないですか、うん、大阪だと30代40代の重症者が結構出て入ってきてるんだって、うん、これは変異株の直徴なんですね N501Y だからでしかも重症化するスピードが速いらしいんだ、うん、と何をやらなきゃいけないかっつったら簡単なんですよ早期発見早期治療なんです早く発見しないと、うん、すぐすぐ重症化して死にやすくなってるわけでしょ、うん、亡くなりやすくなってるわけだから早い段階で 検査をしてそれで前はアビガンっつってたけど、うん、この変異株は,、うん、はあの肺に来たらもう即ステロイドとか、うん、免疫制御剤のアクテムラとか、うん、ああいうのを使わないと、うん、あの重症化しちゃうわけですよ。それで死ね、肺に来てからがすごい早いらしい。 だから早い段階で発見して早い段階で肺炎の兆候でもあるものならすぐ、うんうんね、どうして検査ってさ、うん、普通にインフルエンザみたいにお医者さんでできないのいやいやできるはずなんだけど、うん、やらないんですけど、うん、これはね一つは僕はおあの福島の,あの汚染水垂れ流すって話があったじゃないですか、ねうんうん、海洋放出みたいな、うん、あれに似てて風評被害論なんですよ。だってうん 実は分かんないわけじゃないですかトリチウムって、うん、あんだけあの実はさ普通の原発にも流してるっていうこと10倍ぐらい流すんですよ2兆ベクレルじゃなくて、うん、22兆ベクレル流すんですよ総量としてっていうそうですよねそそうそうでそれをあの薄めるんですよ水俣病の時もそうですよ有機水銀を薄めて流したんですよ、はい、そしたら生物内に あの蓄積しちゃって、うん、それで魚とかでそれで水俣病が広がっちゃったわけですよ。はい、でセラフィールドっていうのでも実は生物内の体積ってなって害があるかどうかみんな見てないからさ食べてないから分かんないからそのまま放置されてるんだけどその可能性は十分にあるわけですよ。それ自体トリチウムは他の 各種と比べると放射線がす、うん、あの弱いかもしれないけど、うん、くあの体内に入れて被爆しちゃうとそれはそれでやっぱりすごい影響があるはずなんで分かんないことを大丈夫だって言い切っちゃっていいのかっていうのが実は大きな問題なんだけど、うん、そういうこれは風評被害なんだだからこれは垂れ流してもいいんだそれで風評被害をなくせばいいんだってで大阪と。 北海道見てて、僕ら気をつけなきゃいけないのは、死亡率が異様に高いんですよ、うん、死亡率が100万人当たりでいうと、今また大阪は7.6人になったんで、はい、それはコロナの影響によって、そということです,、ね、ですコロナで死んで北海道も今5.9人、実は第三波の最中かも、もう10人近かったんですよ、8人とか9人とかいっちゃって、すごい、全国1、2位なんですよ。であの累計で見ても 北海道はなんと155、えー、人なんですよ。大阪は147人で、うん、東京も133人なんだけど、東京よりはるかに高いんですよ。うん、他の国はあ、他の地域はもっと低いわけですけど、そういうの見ると、なんで断トツに北海道や大阪がそんな高いのかって言ったら、明らかに失敗してるからなんで。検査しないんですよ。残念だけど。うん、それはあの、うん 早い段階から、まあ、橋本徹さんなんかも言ってたしずっと無症状者検査しなくていいみたいな今もそうじゃないですか学校もいきなり検査しないで平行にしちゃうわけでしょでリモートでやればいいんだみたいな話にしちゃうと感染が眠って広がってきちゃって眠ってて実は人口あたりでも感染者数あたりでも死亡率が急に高くなるっていうのは悪くなった人だけ突然出てきて死ぬからなんですよ。亡くなるから 死亡率が異常に高くなっっちゃううていう昨日あたりの新聞で学校はやらないんだけどあの昼飯だけは学校に食べに来るみたいな話が新聞に載ってたんだけど<ー>いやいやと思ったんだけどまああとでよく考えたらそれはちょっとナンセンスだと思ってたんだけどまあねあの まあ、昼ごはんがちゃんと食べられないっていうね、その問題もあるから、まあ、そうかなとも思うんだけど、うん、その問題とこれとは俺、別だと思うんだよね、分けて考えないと、またこんなところであのクラスターが発生したらどうするんだっていうふうにも思うんだけどね。うん、対策を打つためには、うん、その本当に早い段階で、うん、ますます検査が必要になってるんですよ、うん、この変異株は。うんうん まあ若い人もそうだし重症化もしやすいから早期発見早期治療でワクチンがなくてもあのステロイドやアクテムラでとにかく免疫暴走を抑えれば重症化で最後死ぬっていうことは防げるのでそういうことを今本当にやらなきゃいけないのに飲食店のお酒をと出すか出さないかみたいなことしか言わない。 なんと繰り返すんだろうかと、つまり緊急事態宣言やって自粛して、収まるとまた経済活動再開する、考えてみると、大阪も北海道も、ちょっと悪いけど、菅さんのお友達みたいな関係で仲いいわけですよね、それで GoTo イートと GoTo トラベル、真っ先にやったわけですよ、真っ先に感染広げて、全国化させちゃったわけですよね。これ今 なんか繰りり返ししてて戻いるでこれが5月の半ばにバッハが来るわけでしょまた IOC の会長であれがもう非常に不愉快だけど五輪は緊急事態宣言と関係ないんだとかねだから選手は1日1回 PCR 検査をやればいいんだとかさ日本の中の現状を見ろよと。 緊急事態宣言でどれだけの人が死にそうになってるのか、あるいは検査もね、バッハ会長のせいかどうかは分からないけど、緊急事態宣言の結をね、5月の11日とか、結をこういうふうに切るじゃん、だって分かんないじゃん、そこまでに収束するかどうかっていうのはらない。収束するかどうか。で、それ、短期集中でやるとか。 数数値値ををちゃんんといろんな数値を出してこここで終わりますういう対策をやれば、うん、なんとかなるっていう時はお酒出さないとかさ、うん、夜間外出禁止とかさ、うん、そういうことで本当に収まるんですか、うん、家庭内感染が半分以上なのにね、うん、で学校や保育園を放置にして検査しないでって、うんうん、そういう状態でやっていったら絶対収まらんもんは収ままららもはなないいじゃないですか今日はあれですよあの東京は街頭以外 あの夜の街灯を消してほしいという要請を小池さんが出すってい,う、ね、いや、街灯はつけてるんだけど、街灯以外は、8時で消灯みたいなことを言ったらしいっていう話が、なんかオリンピックはいいんだけど、うんうんうん、オリンピックのために検査しないとか、オリンピックのために、うん。うんうん 前倒しで緊急事態宣言解除するとか逆立ちしてますよね考え方がいつも思うんだけどやるって決断した時にこれをやめるっていうのがいつの場合もやめるっていうのがうまくできない長所どの場合もそうですよねだって検査をしっかりして排除してんじゃないんだもん ただ、接触を少なくして、広がるのを抑えてるだけだから、ぱっと緩めれば、また広がっちゃうんですよ、だから本当に積極検査して、それを治療しないと、隔離して治療しないとや、やっぱり問題の本質は解決しない冒頭,冒頭でも言ったけど、5月末でこの禁止時代終わるんだったら、また6月に増えるだろうって、東大のね、うん、研究チームが。 そういうことを新聞でこう発表してますね。まあ、うん、だからね、僕は本当に言うともう今日終わるけど、うんうん、また原発を増,増設するとかね、そういう話が出てきて、あ、はい、の反省もないのかなっていう、はいうん、なんかまあコロナのこう一年以上同じことやっててね、うん、これでなんで進歩しないのかっていうのは僕はちょっとね、うんはい、頭痛くなりますね見てて。はい。うん うん、ありがとうございました。大竹新志向有録。来週月曜日は経済アナリストの森永拓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。